どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとしてご利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは江戸川乱歩作「闇にうごめく」です、えー、江戸川乱歩はですね 1894年生まれ1965年没の日本の小説家ですでこの闇にうごめくという作品はですね1926年からクラクという雑誌に連載されてで翌1927年クラクが途中で休刊したので エドワーランポッシュっていう、まあ、単行本みたいな形なんですかねに加出されて完結した作品だそうですもともとはですね「暗闇にうごめくもの」っていう、えー、仮題が付いていてこれはあのどんな筋になってもふさわしいような台として付けていたらしいですねただ、えー、第1回の原稿を渡す直前にこの題名がちょっと長すぎると思って「闇にうごめく」と解題したそうです そしてですねこの「闇にうごめく」は江戸川乱歩の初めての長編小説です江戸川乱歩といえば推理小説の名手として有名な作家なんですけれどもその初の作品ということでお楽しみいただければなと思いますそれでは改めまして本日朗読していくのは江戸川乱歩作「闇にうごめく」ですそれでは本編をどうぞ 江戸川乱歩闇にうごめく橋書きもう十年ほど以前になりますはっきりした年代は忘れてしまいましたそればかりかどこからどこへの船地であったか それすすらどうしても思い出すことができたぶん多分私が二十歳を少し過ぎた頃その時分流行した人生に対する会議と妙な取り合わせですが覚えそめた遊びの味とが調和よくこんがらがって非常に大敗的な生活を送っていた当時の出来事のために一層記憶がぼやけているのではないかと思います。 その船は2 3 0 0ンの小さな鉄張りの木造船でした私の寝転んでいた二等船室は船尾の船の形に丸くなった10畳ほどの畳敷きの部屋で夜のことでそこにゆえんで黒く汚れた石油ランプが2つだったかぶら下げてありましたそいつが。 船のゆるい動揺につれてふらりふらりと大時計の振り子のように揺れているのですどこかの大きな港に着くと一度に大勢の先客が降りてしまってあとにはその広い部屋にたった23人しか残っていませんでしたたださえ赤ちゃけた畳が赤黒いランプの光で 一層赤茶けて見えました。潜伏に開けられた小さな丸い明かり取りの窓たちの下にそれに沿ってぐるっと厚い板の棚が取り付けてありましたが取り残された23人の乗客は皆その棚の下に頭を入れて足を部屋の中心に向けて船旅に慣れた人たちと見えて多くはぐうぐう高いびきで寝込んでいました。 夜となく昼となく時を嫌わず飲み続けた洋酒日本酒そして強い西洋たばこそれらの刺激が舌や喉や胃袋ばかりでなく頭の中までもめちゃくちゃに荒らしてしまってそこへ船酔いも手伝っていたのでしょう私はその薄暗い船室の甘いような寂しいような 一種異様な味わいを夢うつつの境で味わっていたことでありますともすれば赤で光ったコまくらの縁をフナムシともナンキムシともつかぬ足の多い生き物がぞろぞろとはい回るのを感じましたが常になく私はそんなことが大して気になりませんでした蒸し暑く薄暗く 赤とほこりで埋まったような二等泉室に酒の染みで汚れたお飯の着物の前をはだけて寝転がっていることが何とも言えず快いのでした私はあおむけに大の字になって目をつむったまま大きなうなり声とともに両手を頭の上の方へ思い切り伸ばしましたするとその時右の手に ずっしりと重く触れたもののがあるのです私は手荷物なんて何一つ持っていませんでしたし私の近くにはもう最前から誰もいないはずでしたそれにもかかわらず手荷物らしい重いものが私の手に触ったものですから私はふと好奇心を起こしましたそこで私はふらふらする体を起こし その品物を手に取って調べてみたことですがそれは油紙で厳重に荷造りした大型の書物ほどの包み物でした見渡したところ同室の客たちは寝込んでいるかそうでなければあちらを向いてじっとしているか私の行動に注意する者など一人もありません私は、 なおもその品物を裏返してみたり手に乗せて目方を測ってみたり油紙の隅の本をほんの少しばかり破いて中身を覗いてみたりいろいろに調べたことでありますそれがそんなにも私の心を引いた理由は荷造りが普通以上にむしろ非常識に厳重だったこと重さから判断すると 中身はどうやらら書類らしかったこと。それからその品を忘れていった持ち主が多分私の右隣に席を占めていた人なのでしょうが私にはちっとも記憶がなかったこと老人であったか若者であったか男であったか女であったか不思議にその人が思い出せないのでしたそこへ当時の私の この,世の道徳には縁の遠い生活で結局私はその包みを持ち帰ることに決めてしまったのでした船から上がって宿に着くとそれがどこの何という宿屋であったか料理屋であったかそれもやっぱり思い出せません私は早速荷造りを解いて中を調べてみました 船を上がったのが夜のしらじら明けで、その時宿の部屋の中はまだ薄暗かったように覚えています。さて、包みの中から出たものは一応私を失望させたことには何の根打ちもない原稿用紙の一束でありました。しかしそれはどうやら小説の原稿らしいのです。見出しには。 闇にうごめくとあり、署名のところには「お難度色」とありました現にそれを商売にしているだけあって私は生まれつき大の小説好きだったものですから少々当てはずれではありましたけれどその代わりよほどの力作と見える長編小説を手に入れたのをかえって喜んだことでありますそれにしても、 ど色とはなんと変な画合でありましょうそれにもまして闇にうごめくとはなんと不気味な表題でありましょう私は酒を命じることも女を呼ぶこともつい忘れてしまっていきなりその小説を読み始めたものであります私が年若であったためかそれとも 当時の大敗的な生活とその小説の空気とがしっくり合っていたためか私は妙にそれに引きつけられ午前中かかってすっかり読み終わってしまいましたそして簡単これを久し臭したのであります次来私の生活は職業から職業へ都会から都会へと転々極まりなく さまざまな経路を経てきたのですがその間私の氷の底にはいつも闇にうごめくの一片が造せられ私の無量を慰めたこと幾たびというのを知らないのでありますこの長編小説の原作者が何人であるか無名の文学青年の手になったものかあるいは名ある人の匿名か私はいまだにそれを知りません 終始どうかして知りたいと願ってはいたのですが知るべき手立てがなかったのですところが最近に至って私の拙い小説にもぽつぽつ受容者が出てきましたそしてある雑誌社は私に長編小説を書けと勧めるのでありますでは各々の原稿があるのだがそれを私の名で発表するのでも構わないか 私はその雑誌の編集者にこう相談いたしましたそして編集者の同意を得た上ここに長編「闇にうごめく」を発表することとなったのであります原作者オナンドイロシがこれを読まれたならどうかその旨私までご一報願いたく存じます私は決してオナンドイロシの作品を窃盗するわけでもまた この小説に対すするる謝礼を資するわけでもありません。どうかして原作者を探し出し10年前の私の罪深い行為をお詫びしたい願いの他には何の意味もないのです本文に入るに先立って闇に運をめくの出どころとこれを発表するに至ったいきさつについて一言 お断りりすする次第であります、1. この物語に出てくるであろう数人の重要人物のうち作者は洋画家野崎三郎に最も興味を持つのみならず彼は当然第一の登場者でもあった野崎の生まれについてはボヘミアンであるそしてなんと幸いなことには 彼はこの世に何の経類もない本当のひとりぼっちなのである父も母も二人の兄も順々に死に絶えて後に残ったものは三郎が一生遊んでいられるほどの財産であった世に過ものとは彼のことであるその野崎三郎がお蝶と呼ばれる無名の踊り子に恋をしたところから この物語は始まる。洋画家とは言っても三郎はかつて一枚の絵をも完成したことはない彼の仕事は油絵を描くことよりも西洋の名画彫刻や日本品の古い絵を鑑賞し散誕することであるように見えたそれほど彼は古名画に浸水しそれを収集することを努めた そして彼自身の絵はというと描きかけてはよしたカンバスが物置に山と積まれていたにすぎないのである彼のアトリエに雇われていた婆さんの考えによると三郎という男は絵を描くためまたそれを売るためにではなくてただモデル女とふざけたいために画家という低のいい商売を選んだものに違いないというのであったそんなに見えるほど 彼はまたモデル女にも興味を持っていた市場に現れるモデル女というモデル女は一度は必ず彼のアトリエの床を踏んだのみならず職業的なモデル女のほかに素人の奥さんや娘さんも幾人となく三郎の画家の前に立ったそれというのが少々むっツり屋ではあるけれど金離れはきれいだし 男ぶりはいいし彼には十分異性を引きつけるだけの値打ちがあったからであるだが彼らの間に単なる画家とモデル以上の関係が結ばれるようになるとその関係が3日と続いた試しがない決まったように女の方から離れあるいは逃げていくのだ無論そこには何かの理由がなければならない そして三郎自身はその理由を知りすぎるほど知っている時として三郎は「なるほどばあさんが陰口を聞くとおり自分が洋画家という仕事を志し画塾に通いアトリエを建てたのはモデル女を見るためであったのかもしれないな」と思うことがあった彼は世間の人のようには 異性の要望に心を惹かかれなかった襟から上の顔形などよりも体全体の美について彼は独特の好みを持っていたそしてそういう彼の好みの相手を物色するには画家という商売が非常に便利だったのである彼が西洋の名画彫刻に浸水したのは一つはそんな理由からでもあった 優れた裸体画などを見ると彼は決して卑しい気持ちからではなくその作者の批判力を簡単した彼にはどんな美人の写真よりも切り離された一本の腕の彫刻により誘惑を感じる場合があったある小説家は美人の素足を崇拝したが彼は足はもちろんのこと首にも腕にも胸にも にににも、尻にも、太ももにも、体のあらゆる部分に要望以上の美を見いだすことができたある女は耳の美しさによってある女は肩の美しさによってある女は首筋の美しさによって彼の心を引きつけた無論こうした感じは 肉体の美を取り扱うほどの画家彫刻家には共通的なものであるかもしれないただ野崎三郎のはそれが世間並み以上にむしろ病的にまで発達していたというにすぎないのであろうそれにしても世間にはどうしてこうも美しい体の持ち主が少ないのであろうか耳だとか肩だとか首筋だとかあるいは顔形だとか そういういい部部分部分の優れた女はいくらもある。だが体全体がある西洋の名画のようにしっくりと彼の好みにあったものには彼はかつて出会ったことがないのである彼とモデル女との関係が長続きしないというのは一つには彼のある病癖が化するからでもあったがまた一つには相手の女に あくまで執着を感じさせるほどの魅力がなかったせいでもある彼の目から見るときは多くの女はその要望の美醜にかかわらず哀れな片輪物にすぎないのであったかようにして我が野崎三郎が踊り子お蝶を見いだすまでには幾十人の女性が彼の実験台に上ったことであろうが ついに彼は彼が半省の間も無双していた理想の女に巡り合うことができたのであるある日知人の紹介によってしばらく前に舞台を引いた下っ端踊り子のお蝶が彼のアトリエを訪れた時そして彼女が薄汚れた名船の合わせを脱いで彼のモデル台に立った時彼の歓喜はまあどれほどであったろう。 舞台でインド人というあだ名をもらっていたお蝶は無論いわゆる美人に属する女ではなかった彼女の要望の第一の欠点はあだ名の通りインド人のように鼻の低いことであった口は決して嫌な感じを起こさせる種類のものではなかったけれどこれもまたインド人のように異常に大きくかつ厚ぼったいものであった 全体の輪郭は十分肉付きを持ったしゃくれ顔であったそして彼女の顔中でたった一つの美点ともいうべきは異常に切れ長な,なまなじりを持ったひとえまぶたのかわいらしい目であった三郎はそのお蝶の要望にすら言い知れぬ魅力を感じたものであるが 彼女の特殊の美しさがその全身にあったことは言うまでもない「インド人」というあだ名をつけられた第一の理由は彼女の皮膚の色がそれを連想せしめたからに違いないがそれにしても何という鈍感なあだ名であろう彼女の皮膚は白いとは言えぬけれど決してインド人のようにどす黒いものではなかったもっと明るい感じである例えて言えば 焦げぬほどに焼かれた大福餅のきつね色少しばかり褐色を交えたクリーム色それがつやつやと健康に輝いたものであったその皮膚の表面には無数の毛穴から噴き出した目に見えぬほどの脂肪がしっとりと高価な香油を塗り込んだかのように一種の紅氣を伴って鈍い光を放っていた。 彼女ののの全身の感じはひょうのように精悍で、しかも十分しなやかに見えたしかしそれは戦略な錦絵の美人というよりは我々の祖先が同型した仏像のことに具足円満なる菩薩の像の美しさであったもったいない形容だけれど母体さったの尊像に十分の野獣性を吹き込んで 彼女に三夜を駆け回らせる。人間界に打在した菩薩。それがちょうどお蝶の全貌を彷彿せしむるものであった耳から首筋首筋から肩への微妙にも豊満なる曲線乳房から腹部へかけての日本人には珍しく豊かな急流不可視になる腰部のくびれ尻からももへの 深く艶やかくやなる陰影。伸び伸びと発達した足の線それらの到底ここには描き尽くせぬさまざまな美しさを野崎三郎はまあどんなに有頂天に散々したことであろう言うまでもなく三郎は全てのものをなげうって彼女をモデルに絵筆をとることなどは夢のように忘れてしまって ひたすらお蝶の愛を得ることに努めた。彼女の家庭がどうあろうとそんなことは問題ではなかった。彼はただ今目の前に立っている美しい生き物としてのお蝶を熱病のように恋求めたのである。そして、彼のその願いは案外にたやすく入れられた。しかも彼らの関係は従来の霊を破っていつまでも。 いつまでも、やがてお蝶が信濃の山中にはかない変死を遂げるまでも変わることなく続いていたのであるお蝶が図らずも彼の病壁の理解者であったことは三郎にとっては二重の大きな喜びであった三郎にはお蝶という天使を見つけ出したことがむしろ ありうべからざる奇跡のようにさえ思われるのであったやがて締め切った三郎のアトリエの中にひねもす凶暴なる遊戯が続けられるようになったそれがいかなる種類のものであったかは到底外部からはうかがい知ることができなかったけれどかの雇いばあさんは毎日のように床と言わず壁と言わず 非常に重いものを投げつけるような音を聞いて不気味さに肝を冷やしたことである二、2. お蝶が初めて三郎のアトリエに現れてから数週間は夢の間に過ぎていった彼女は初めの間は本所の方にあるという彼女の家庭から富山ヶ原の三郎のアトリエまで 毎日通勤していたけれどいつの間にか家へ帰ることをよして三郎の家に寝泊まりするようになっていた「うちで心配しやしないか」と聞くと「かまわないわ」彼女は投げ出すように答えるのが常であったそして2人の会話はいつの場合にも彼女の家庭についてそれ以上には進まなかったそれは一つは、つ その方へ話題が行きそうになるごとにお蝶が巧みにそらしていたからでもあったまた三郎の方でも無論そんなことを追求する気はなかったやがて二人の生活に調子を合わせでもするように気候の春が巡ってきた濃厚な桃色の大気が彼らのアトリエをやわらかく包み始めたそして 早い桜がぼつぼつ咲きそめる頃お蝶の口から妙な要求が持ち出されたのであるだが読者諸君が許してくださるなら作者はここで彼らのアトリエにおける生活がどのようなものであったかその一端を叙述したいのである同時にまたお蝶の不思議な要求がどんな情景のもとに持ち出されたのか そして三郎がその要求をいかにやすやすと引き受けたかそれらの点についても少し詳しく語りたいのである今も言うとおりそれは桃色の春のある一日のことであった締め切った三郎のアトリエの中はまるでおもちゃ箱をひっくり返したような光景を呈していた10坪ほどの板張りの床の中央には 真っ赤な絨毯が筋違いに敷かれきらびやかなシュの羽布団や数個の長い椅子用のクッションや虎の皮やまたそれを模した厚ぼったい毛布などが乱雑に放り出され部屋の隅々には長いすひじ掛け椅子、書籍を山と積み重ねた丸テーブル画家三脚えぐ箱そういう種類のごたごたしたものが 引き潮の後の海藻のように乱れていたそしてその上の壁や天井には三郎の好みにかなった東西の名画やその複製がそれぞれ不思議なあからさまな死体を見せて所狭く描けられていた実際の人間の2倍もあるものすごいまで妖艶なラジオの全身像や片輪のように筋肉のねじれ曲がった 労働者の裸体像やそのほか種々さまざまのポーズを示した無数の男女の肉体が一種血なまぐさい限界な情景を醸し出していたもっと泳ぐんだ本当の海の中で自由自在に暴れまわったように泳ぐんだその窓際の長椅子の上につったってスケッチブックを片手にサブローが命令を下していると 彼の足元の真っ赤なじゅうたんの上ではくっきりと白く浮き上がったお蝶の裸体が豊かな黒髪を振り乱してしきりと幽霊のまね事をやっているのであるだって、ここんななとこじゃ自由がききゃしないわ。そう言葉は返しながらも彼女はさものびのびと不思議な筋肉運動を続けているそれにしても 彼らはどうしてまあこんなバカバカしいまねを始めたものであろう三郎がスケッチブックを手にしているところを見るとお蝶の姿をモデルにして「婦女遊泳の図」といったものを描こうとしているのであろうかそれともまたこれは単に彼ら両人の子どもらしい遊戯にすぎないのであろうかいやいやこれこそ先に言った 野崎三郎の不思議な病壁の一つの姿なのであるそして彼女が彼の要求をいいとして入れているところを見るとお蝶もまた幾分三郎と同じ病壁の持ち主かもしれないのであるおっとそのままじっとしておいでいいかいそして遊泳中のお蝶のある死体を捉えると 三郎はまるで写真師のような掛け声をかけてそれをスケッチするのであるこれがまたこの真似事の一つの目的でそうしてお蝶がやたらめったらに手足を動かしている間にしばしば普通にしていてはどうしても見ることのできないたくまぬ筋肉の美しさに接することができるその刹那の姿をスケッチブックの上に 永久に残そうというのであるお前の体を見ていると漁師の網の上でピチピチ踊っている鯛のようだねそれも内海で獲れた鯛ではなくて日本海の荒波に育った肉のしまった大台のようだねそうよそのはずだわ私小さい時分本当に日本海の荒海を泳ぎ回っていたんだもの 陸になぞらえた長いすの上の三郎と赤いじゅうたんの海の中を浮きつ沈みつ泳ぎ回っているお蝶とは時々こうした会話を取り交わすのであるこの不思議な遊戯はお蝶の「遊泳に巧みだ」という話からふと思いつかれたものであるが今やわらかい敷物の上に踊り狂う彼女の姿はまことにすばらしい泳ぎ手を彷彿せしめるのであった。 小アユのように敏昇な横泳ぎ全身を蛇のように波打たせて猛烈な筋肉の変化を示す抜き手・傾き手さては膝を抱えて駒のようにくるくる回る曲泳ぎその他戦士万体の水中ぶどはケバケバしい部屋の背景と相まって 怪しくもようれいな夢のかた。それにしてもお蝶は実際不思議な泳ぎ手であった日本海の荒海に育ったという彼女の言葉もまんざらでたらめではないのであろう濃厚な海水に練られ泡立つ波糖に鍛えられたのでなくてどうしてあんなにも豊かな引き締まったしかも 自由自在に躍動する筋肉が得られよう。その後彼女が踊り子の群れに入ったというのも、やっぱりそうした筋肉の連馬が彼女を勇気づけたのではなかろうか。うん、はあ、くたびれちゃった。これ見てよ、顔から体から、汗でびっしょりだわ。やがて、お湯に浸かれて海から上がってきたお蝶の体は、彼女の言う通り。 薄赤く充血した皮膚がぬめぬめと汗ばんで妙になまめかしく見えるのであったんにくくたた。びれれちゃった少し肩を揉んでくれない彼女は三郎の立っていた長椅子のもたれにぐったりと身を寄せかけて豊かな肩を三郎の目の前に差し向けながらこんなことを言うのであるすると三郎はそれが何かありがたいことでもあるように だくだくとして彼女の肩をもみ始めるのであったでねあたしお願いがあるんだわ一生に一度のお願いなんだけれど言ってごらんそれはねあたしと二人でどっか遠いところへ逃げてくれないねお願いだからなぜだい 誰か逃げなければならない人でもあるのかいいえそうじゃないわそうじゃないけれど私ねどっかの山の中へでも入ってあんたとたった二人っきりで本当に二人っきりで暮らしてみたくなったのねえ三郎さんそんなことを考えてみたことはないのそうだねえ。 本当の二人っきりで山の中でねぇ三郎はこのお蝶の妙な発案が何を意味するかそんなことは点で考えてもみなかったそれよりも指で押さえつけるたびにえくぼのようなくぼみのできる滑らかなお蝶の肩の感触を夢中になって享楽しているのだった「誰にも知らさないでこっそりと」 かけ落ちのように2人でどっかへ行きましょうよそしてもうもう二度とこんな東京なんかへは帰らない君は面白いことを言うそれもいいなじゃあ2人で温泉へでも出かけるとしようか「温泉」という言葉とともにふと三郎の頭にある計画が浮かんできた去年の暮れ彼は 信濃の山奥の S という温泉場で測らずも妙なホテルを発見したそれがどんな妙なホテルであったかは物語が進むに従って読者に分かってくることだから詳しいことはここに省くけれどそこには病的な三郎を喜ばせるような一種の設備があったことそのホテルの主人というのがたった23度話し合ったばかりだけれど 妙に三郎の気にのったこと。それらの記憶がもう一度あそこへこのお蝶を連れて出かけるのも悪くないという気持ちにさせたのであったじゃあ信濃の S 温泉へ出かけようか妙なものがあるんだきっとお前にも気に入るよだってそれじゃあまたすぐにここへ帰るのねあたしの言うのはそうじゃない。 行きっきりに行っちまうのよ駆け落ちなんだものね、それがいいわそしてこんなアトリエなんか売り払っちまうといいわアトリエを売り払うかそいつは賛成だね僕はもう絵描きなんて商売はよしてしまったも同じだからながまあアトリエのことなんぞどうだっていいともかく S 温泉へ行くことにしようよ ああ、そうだ去年の暮れに行った時にはちょうどホテルのそばに別荘風の売り屋があったからきっとまだそのままになっているだろうホテル住まいが嫌だったらあそこを借りるなり買うなりすればいいんだねえどうだいこれなら賛成するだろうそしてもう東京へは帰らないのよそれはもうお前の御意のままだ お前さえ一緒にいてくれれば僕はどんなところだって辛抱するよ僕はもうお前なしには一日も生きちゃいられないのだよそうして立つ時には誰にもあんたの友達にも知らせないのよどうしてだい駆け落ちのお芝居を一層本当らしくするためにかいそうなのだからね誰にも知らせないで こっそりと、ででももいいいいわ、今晩でもいいわ、その、S、温泉へ行きましょうよ。そう言ったかと思うと、お蝶はいきなり三郎の手から彼女の背中を振りもぎって、椅子を降りると、おお寒くなったとつぶやきながら、そこにあった虎の皮を、真っ裸の体の上からくるくると巻きつけて、まるでどこかの伴女のようにじゅうたんの上へ転がるのであった。 三郎はこうしたお蝶の態度を世にもいじらしいものに思った彼女にはきっと打ち明けかねる悩みがあるのだ秘密があるのだ何かの理由で彼女は東京という土地に二度と帰りたくないほどの不快な思い出を持っているかあるいは現に彼女の後をつけ回す執念深い男でもあってその男から身を隠そうというのか それともまた彼女が見かけによらぬ悪人で過去の在籍が現れそうになったためこうしてはいられないとでも言うのかだがどんな悪い場合を想像してみても三郎は今さらお蝶を手放す気にはなれないのであったたとえお蝶にれっきとした夫があって貫通罪に問われようともあるいはまたお蝶の罪の巻き添えを食って 一生世間に顔向けのできぬ身になろうともそれどころかお蝶のためなら今が今切り殺されても三郎は少しもいとわないのであるそれゆえお蝶が何者かを恐れているとすれば三郎もまたそれを恐れねばならぬお蝶がその者から逃れようとしているなら三郎もまた彼女と共に逃れねばならぬ お蝶の悲しみは三郎の悲しみであるお蝶の喜びは三郎の喜びである変に仏蝶面をしてくねくねと全身をよじらせじゅうたんの上に頬杖をついて彼の方を見上げているお蝶の顔を眺めながら三郎はこんなことを考えていた彼はちょっとお蝶のこの発案の理由を尋ねてみようかと思ったけれど 表面は平静を装いながら泣きださんばかりに緊張して彼の返事を待っている彼女の顔を見るとあまりいじらしくてとてもその気になれないのだったじゃあそれに決めた明日というわけにはいかないけれどできるだけ早く始末をつけてたぶんあさってあたり出発できるようにしようそこで三郎は、 がらかにこう叫んだのである。すると飛び立つばかりのうれしさをじっとかみ殺したそのためにビクビクとけいれんしているように見えるお蝶の笑顔がぐっと顎を天井に向けて少しずつ少しずつ三郎の方へ近づいてくるのであった三 長年勤めた雇い婆さんを事情も言わずに解雇し秘蔵の銘柄類と油絵の道具一切と少しばかりの着替え手回りの品々の他は全てアトリエに残しアトリエの管理はこれも事情を明かさないである友達に託したまま三郎とお蝶がひ然と東京を後にしたのはそれから3日の後であったそして彼らが の山中の S 温泉に到着するまでは別段のお話もないのであるが物語の舞台を温泉場に移す前に極めて些細な出来事ではあるけれど一応読者の注意を引いておかねばならぬ事柄があるというのはあの日以来彼らの乗った汽車がいよいよ飯田町駅を離れる時まで引き続いてお蝶の示した不思議なそぶりである。 彼女はその3日の間というもの旅の用意の買い物などにもさまざまな口実を設けて三郎一人を出してやり自分は終日アトリエに閉じこもって一歩も外へ出ないようにしていたがその物に応じたハツカネズミのような彼女の態度が三郎をして一層彼女をいじらしいものに思わせたことは言うまでもないいよいよ出発の時が来て ひっそりと閉じまりとされれたアトリエにはを告げてさて用意された車に乗ろうとする時うららかに晴れ渡った春の日であったにもかかわらずお蝶はさも遠慮らしく「車屋さんホローを下ろしてくださいね」と頼むのであった三郎は言うまでもなくこのお蝶の妙なそぶりをそ知らぬふりで十分観察していたそして お蝶と共に心を痛めお蝶と共に目に見えぬ敵を叔父恐れたのであるお蝶の恐怖の対象が何者であったかそれは調べて調べられぬことはなかったかもしれない彼女を紹介した友人それから彼女の家元彼女の関係した武闘団というふうに遡っていけば無論何かをつかむことができたであろうだが その日その日の京楽に生きている三郎にはそんな詮索立てをするほどの根気がなかったまたたとえ詮索をした結果相手が分かってみたところでお蝶と同じように東京を逃げ出しでもするほかに何の手だてもあるはずはないのだ彼のお蝶に対する愛はそんなことで動揺を感じるようなものではないしそれに今のように おの方でも彼を愛していていくれれさえすれば、もう何も言うことはなかった彼女の望むがままにどんな山奥へでも海の果てへでも放浪の旅を続けていればそれで三郎には満足なのであるそれはともかく二人の旅路は長野県の M 町で1泊するとそこから小さな箱の私設鉄道に運ばれて若葉の香る山地を S, S 温泉へとたどり着いたのであるさてかわいらしい駅の前にちょうど2台だけ客待ちをしていた車を宿って三郎とお蝶は目指す籾山ホテルへと急ぐのであった道の両側に迫る青葉の山谷間に見える清き流れ久しぶりのうぐいすのさえずりそして何よりもすがすがしく透明な大気 もう汽車に乗るときから元気を回復し始めたお蝶はすっかりと上機嫌になって車の上から三郎の方を振り返っては晴れ晴れしい笑顔を見せるのであったもみ山ホテルの建物は変わり者の主人が自ら設計・監督して建てたといわれるだけあって片田舎の温泉場にはもったいないほど贅を尽くしたものであったホテルの名前にふさわしく 外観はすっかり西洋風にできていて青葉隠れに赤い屋根瓦がちらちらする風情は舶来の石版画でも見るようで自然の風景などには大した興味を持たない三郎にも一応は美しくも感じられるのであった車が玄関に横付けになるともみ山ホテルの習慣と見えて番頭や女中たちと一緒にかねて見知り越しの主人もそこへ出迎えて ううやうやしく案内に立つのである声太った太鼓腹を突き出してテラテラと脂ぎった顔に人の良いお世辞笑いを浮かべている主人の様子は去年と少しも変わりがない客が少ないのか広い廊下はひっそりとして嫌にうそ寒い感じであったが開花の奥まった日本馬へ通されてさてくつろいでみると室内ちょうどの吟味といい ガラス窓からの見晴らしといい全てがすがすがしくこうした人外峡に一生を送るのもまんざら悪くもないとさえ思われるのであった荷物が一汽車遅れたということでなんとなく落ち着かぬ気持ちであったがすっかり疲れてしまった2人はともかくもそこへ寝そべってさて今更のように顔を見合わせたことである浴衣が来たら先へ一っ風呂を浴びちゃうどだい。 ええ、でも、今は入りたくないわ。お前はここの温泉を知らないんだよ。ともかく行ってごらん。僕が S 温泉を選んだ意味がわかるから。そんなに立派なのそうじゃないよ。構造がどうこう言うのじゃないよ。まあいいから行ってごらん。きっとお前の気に入るから。そんな会話があったのち、結局お蝶はサブローよりも先に、 山ホテルの有名な浴場へ案内されることになったのであるお蝶の後ろ姿を見送った三郎の顔に妙な笑いの浮かんでいるところを見るとその浴場にはお蝶をびっくりさせるような不思議な設備でもしつらえてあるのであろうかそれともまたそこでは設備などではなくて何か奇妙な事柄が行われるのであろうか この浴場が何を意味するかお蝶は無論知らず三郎とでもただ彼の一種の病壁からそれに興味を持っていたにすぎないのでもみ山ホテルの浴場というものが彼ら両人のその後の悲惨な運命にある密接な因縁を持っていようなどとは彼らは夢にも気づかなかったのである。 宿の浴衣は見たばかりで荒いかすりのお飯の合わせに伊達巻姿のお蝶は越後訛りのただし美人ではない子女の案内で浴場へと立っていった三郎はやがて彼女らの足音が長い廊下をはたはたと遠ざかっていくのを聞きながらふと真昼の温泉宿の静けさが身にしみるように覚えるのだった春ながら なんとはなしに底冷えする三旗が物音一つしない大きな建物の部屋部屋をしっとりと流れていたあいつどんな顔をするだろう三郎は妙にめいりそうになる気持ちを引き立ててそんなことを考えてみた「こっそり隙見をしてやるから」「隙見も隙見だけれど実は」 がらんとした部屋にとりぼっちで取り残されているさみしさに耐えられぬまま彼は手早く着物を脱いでそこにあった浴衣の上に丹前を重ねるとそそくさとスリッパを突っかけてお蝶の跡を追うのであった行く手には慣れぬためことさらそう思われるのか不自然に曲折した迷路のような廊下があった無論そこにはもうお蝶の姿は見えなかった 彼はともかくもおぼろげな去年の記憶を頼りに浴場とおぼしき方角へ歩いていった狭い角を2つばかり曲がるといくらか長い廊下へ出た両側にはずっと客室が並び鈍い光線がつやつやと吹き込んだ板の間をおぼろに照らしていた見ると洞窟のように見える薄暗い廊下の向こうから 一人の四角らしい男が歩いてきたこちらが一歩進めば先方も一歩進んだ右に寄れば右に寄り左に寄れば左に寄ったはて変だなそう思って三郎が立ち止まると先方の男もまたいぶかしげに立ち止まってこちらを見ているそれは得体の知れない彼の頭の調子が狂い出したのか それとも夢でも見ているのか世にも不思議な感じであっただが間もなく三郎はその妙な感じの由来を悟ることができた向こうから来た男というのは実は三郎自身だったのであるつまりその突き当たりには壁いっぱいに鏡がはめ込んであったのだそれを彼はまるで忘れてしまっていたなーんだ 三郎は思わずニヤニヤと一人笑いをしたすると薄暗い鏡の中の男も同じようにニヤニヤと笑ったそれを見ると別段何でもないことなのだけれど彼はふと恐ろしくなった閑散期の温泉宿はそれほど物静かでその廊下はそれほど薄暗かったのである彼は鏡を見ないようにして と言って引き返すほどのこともないのでその鏡の方へ近づいていった鏡の前から廊下はまた屈折してその先に多分あの有名な浴場があるのだが彼が今その曲がり角を回ろうとした時である見舞い見舞いとしながらついその方へ目をやっていたのか彼は鏡の表に彼自身の影のほかの何者かがうごめいたように思った 思わずぎっくりとして見直すと彼の影のはるか彼方に青白い女の顔がぽっかりと浮き出しそれはじっと彼の方を見つめていたと思ったのであるそれはただ幻に過ぎなかったのかもしれないのであるなぜといって彼がハッとして後ろを振り返った時にはもはやそこには何者の姿もなかったのだから その時廊下に面した一つの部屋のドアがスーッと閉まったように感じたけれどそれも気の迷いであったのかもしれないのだからだがほんの一瞬間の出来事ではあったが彼はその女の顔をよく見たように思った髪は確か丸曲げにゆっていたそれが幽霊のように乱れておびただしい遅れ毛が額に垂れていた顔は 彼はかつてあのような透き通った青白い顔を見たことがなかった決して普通の女の顔ではないそして静脈の現れた額には大きな目がさも陰鬱に光っていたバカだなあお前は温泉場のことだから病人が養生に来ているのは当たり前じゃないかそれを何か怖いものでも見たように立ちすくむなんて お前は今日はよっぽどどうかしているぞ三郎は強いてそう気を取り直してみたけれどなんとなく不吉な前兆に出会ったような感じがしていつもの快活な気持ちに帰ることができなかった彼は進まぬ足で廊下を曲がったすると思ったとおりすぐ向こうに見覚えのある浴場の入り口が見えジャブジャブと湯を使う音も聞こえてきた 同時に生めかしいお蝶の想像図が彼の感覚をくすむった彼はやっと平常の自分に帰ったような気がしたこのへんぴな山奥で男湯女湯の区別などつけることはないのだけれど別の必要から浴場ははっきり2つに分けられていた三郎はその男湯の方へそっと忍び込んで 脱衣場へ炭煎を脱ぎ捨てると音のしないように注意しながら大きな浴槽の中へ使ったごゆっくり時期流しの者のが参りますから女湯の方からさっきの子女の声が聞こえてきたええお蝶の声が不愛想に返事をするとまたジャブジャブと浴槽の方で顔でも洗うらしい物音がした三郎は 浴槽の縁へ頭を持たせ大の字に体を浮かせてさすがにのうのうとした気持ちで浴場の中を見回すのであった温泉は普通の炭酸泉で決して珍しいものではなかったがその浴場には温泉そのものとは別の妙な設備があるのだまず目につくのは浴槽の隣に築かれた漆喰作りの偉大なかまどのような一物である もみ山ホテルの主人はこれをトルコ風呂と呼んでいるが形こそ異様であれ実は一種の虫風呂に過ぎないのだそれよりも不思議なのは浴場の隅っこにある長さは67尺のちょうど魚屋の料理台を少し大きくしたような立派な板に頑丈な足のついた巨人のまな板めいた代物であるそこに腰掛けて体を洗うためには あまりに感情で贅沢にできている。用とを知らぬ人にはいかにも不気味な設備である。サブローは人当たり場内を見てしまうと、今度は目を女湯との境の板張りに点じて何を探すのかじろじろ隅から隅まで眺め回すのであった。奥様、お願いしいたしましょうか。女湯から。 太い男の声が漏れてきた「えん<っ>」そしてザブリとお蝶の浴槽を出る音がしたそれを聞くと三郎は一層慌ただしく教会の板張りを見回した彼はそこに適当な隙見の箇所を物色しているのだしかし立派な鏡板には節穴一つなくせっかくの彼の思い立ちも失敗に終わるかと思われたが 最後にふと気がつくと例のし風呂の漆喰作りそれは男湯と女湯とに共通した一つのお山のようにできていて内部に仕切りがつくってあるのだと板張りの境目に漆喰の表面がひどくくぼんだ箇所があってどうやらそこから隙みができそうに思われるのだった彼は慌てて浴槽を飛び出すと 蒸し風呂の隅にぬれた体をくっつけてその隙間の箇所へ顔を寄せたそんなにしてかつて世間を騒がせた有名な女湯のぞきの常習者のような格好で隙見をしているというそのことが彼を一種異様の気持ちにした浴場の入り口には二重のドアがあるのだし誰も見ていないとは知りながら彼は 妙に後ろが振り返られるのであった隙間の箇所がちょうど箱の隅のように直角になっているのと隙間といってもごく狭いものだったので到底浴場の前傾を見渡すことはできなかったがそのためにかえって異様な興味が加わるのである右の方半分は虫風呂の漆喰の険しい断崖が怪物のように彼の目を押しその下に 例の巨人のまな板ががっしりと白い生地を半分ばかり見せていたそしてそのまな板の上には薄赤く蒸気したお蝶の後ろ姿が彼の眼界いっぱいに広がっていたそれがあまり間近に迫っていたために三郎はひと切な何か得体の知れぬ別世界の生き物でも見るような気がして妙に恐ろしくさえ感じられるのであった 巨人のようなお蝶の肉体はじっと動かなかったただ充血した首筋のところが何かこう巨大な動物があえいででもいるようにドキンドキンと脈打っていたそして滑らかな肌の上をおびただしい温湯がキラキラと火星の運河のように縦横無尽に流れていたわずかに見える彼女のあごからは 異様にに大きい水滴がつららになっては落ちていた。三郎は「浴場の隙みということがこれほど異様な感じのものだとはかつて想像もしていなかったそこにはのぞきからくりのあるいは映画のあの不思議な旋律と興味があった彼は以前から湯屋のぞきの常習者がなぜ不自由な節穴を選ぶのかと不審に思っていたが その疑問が今解けたような気がした。気がつくと目の前の桃色の急流がなだらかな曲線を津波のように動かしてムクムクと膨れ上がったお蝶は今湯の滴る腕を上げてつるっと顔を撫でたのである「旦那様には昨年もご登流を願いましていつもごひいきに預かります」。 忘れていたもう一人の人物の太くやわらかい声が聞こえてきたお蝶の腕の隙間に声の主の声太った姿がちらちらした三郎はそれがもみ山ホテルの主人であることを知っていたホテルの主人ともあろう者がどうして三助のまねなぞするのかと事情を知らぬ者はまず驚くのであるがだがその点が 一部の人たちの間にこのホテルが有名になったゆえんなのだ五重男の彼が自ら客の体を流すそしてそれがまた並々ならぬ腕前なのである彼自身が吹聴するところによるとこの技術は往年彼が海外旅行の右り、トルコの浴場で見覚えた方法に彼独特の考案を加えたものだというのであるそして彼の18番は、 その本場のトルコボロというものがいかに広大な設備であるかその客扱いがいかにかゆいところに手が届くように至れり尽くせりであるかということを手ね身振り入りで物語ることであった三郎はかつて数日の滞在中いろいろと彼の人物を観察した結果彼もまた三郎自身と同じ病壁の持ち主ではないかと疑うようになった。 それほど深く話し合ったわけではないけれど、三郎はなんとなく彼に好意を感じた主人の不思議な性質はトルコ風呂の一条ばかりではなかったふとしたことから知ったのであるが彼はその異常な食欲の点においても三郎と一致していた彼の部屋には内外の名も知れぬ気味の悪い食料品の瓶詰めが並んでいて彼はそれを 暇さえあれば一つ一つつまみ出しては口に入れている様子だったにちゃにちゃと口を動かしながら廊下を歩いている彼をしばしば見かけたほどであるその時お蝶と不思議な三助との間には次のような会話が訂正に取り交わされていたお背中だけにいたしましょうかそれともお体全体をえどちらでも。 なんでございましたら全体をお流しになりました方がそれがこの温泉の呼び物でございますからこれは千年私がトルコへ参りまして習い覚えてきました有名なトルコ風呂のまね事なのでございますこの蒸し風呂でよく温まっていただきまして それからお体中をきれいにお洗いします。すっかりお疲れが取れまして、それは気持ちのいいものでございますよ。ええ、じゃあそうしてもらいましょうか。脱衣所でキモノを脱ぐのと一緒に羞恥の仮面ごも脱ぎ捨ててしまうのか、それとも浴場特有のあけっぱなしな空気が彼女を大惨にするのか、浴場の中だけでは。 女は恥ずかしさを忘れてしまったように見える男には指先に触られても顔色を変えるその同じ女が銭湯では真っ裸の背中を若い三助に殴らせて平気でいるのだだからここでも「存外女のお客があるのです」と去年ホテルの主人が三郎に話したことがある「なるほど。 女なな。んんてつうずうしいもんだなお蝶の偉大な肉体が揺らぐように片江の漆喰作りの中へ消えたのを見て三郎はいささか驚いていた障害物が取れたので彼の眼界はにわかに広くなったネズミ色の壁と浴槽をバックにして妙に白々しく見える空気の中に声太ったホテルの主人の半裸体の姿が現れた。 お苦ししいでしょう。初めての方には何二三分もご辛抱になれば十分うだってしまいますよ彼はてらてらあぎった恵比寿顔を異様にうごめかしながら漆喰の中のお蝶に声をかけるのであった五。<お>今三郎の眼前には 綿で作った巨人化と見える不思議な物体が横たわっていたそれは一面シャボンの泡に覆われたお蝶の体なのであるあまりに間近なため三郎には全身の3分の1ぐらいしか見えないのだけれどそこにどんな奇妙な光景が展開されつつあるのかは彼自身の経験によって十分察することができるのだ蒸風呂から出たお蝶は、 不思議な三助の指図によってあの巨人のまな板めいた台の上に横たわる三助がシャボンをつけたスポンジでいきなり彼女の体をこすり始めるそして十分シャボンの泡が立ったところに彼は今度はその声太った両手を使って全身のあんま術に取りかかるのである三郎の目の前を十本の太い指が巨大な雲のように駆け回ると 泡の山がもくもくと動きお蝶の全身が水枕のように揺れるのだ彼女の体の向こうには三助のビールダルのようなシャツ一枚の腹が苦しそうに起伏して「はっはっ」という激しい呼吸が聞こえてくる彼はそうしている間にも客を恥ずかしがらせないためか絶えず何かとしゃべり続ける 彼が初めてトルコ風呂に入浴したきの驚きトルコ人の不思議な風俗さてはロンドン・パリの見聞に至るまで彼は話し上手にしゃべるのであるそして時にはこんなことも混ぜながら失礼ですが奥様は学校にいらっしゃる自分運動の方がご熱心だったと見えますがこのまあ引き締まったお体はどうでしょう 心からご健康体なんでございますねそれにお肌の細かいことを失礼ですが私はまだこんなにつやつやしたお肌の方に出会ったことがございませんよそしてお蝶はというとまるで死人のように黙り込んでぐったりと相手に体を任せたままろくろく返事もしないのである彼女の方では 五十男のデブちゃんなど眼中になくひたすらあん馬の快感に浸っているのであろうし三助の方でもお客をおもちゃか何かの気で自由気ままに慣れた技術を振るっているのであろうちょっとそちらをお向きくださいませちょっとうつむきにおなりをなどと言われるままにお蝶は無言で体を動かしているその度に 三郎の目の前の切迫のお山は種々様々な曲線と陰影を作って縦横に起伏するのであるある時は背骨が弓のように湾曲して腹部の皮膚がゴムマリのように緊張するそしてその向こう側にはホテルの主人の真っ赤に力んだ顔が見えるこれは彼がお蝶の肩と足首と思って 力任せに後方へ引き寄せているのだまたある時は行崖した腹部の上に豊かな2本の太ももがぐっと重なり合ってぐしゃのような不思議な姿が現れるこれは彼がお蝶の足首を彼女の額のところへ押し付けているのだ全身が見えないせいもあるが三郎の目の前にムクムクと動いている巨大な肉塊は それがお蝶だなどとはまるで考えられないしそればかりか人間の体とは見えないで何かこう白くふわふわした不思議な生き物のように思われるのであった人当たり激しい運動が済んでしまうとたくましく充血した三助の手が光景を持ってザブザブとお蝶の上に湯をかけるのが見えたするとまだらに残っていたシャボンの泡が 川の雪解けのように洗い落とされその下から赤子のように血色のいい腹部やお尻の地肌が輝かしく現れてくるのだったやがてお蝶の美しい肉体は大きなタオルによってふわりと包まれその上を例の雲のような十本の指が隅から隅まで走り回ると三郎の目の前の巨大な肉塊はまたしても ゴム製の水枕のように怪しくふるい始めるのであった、6. S 温泉は野崎三郎のような工事家のほかにはあまり世間に知られていなかった不愉快な軽便鉄道を降りてさらに長い山道を車に揺られるのではさ山方々の当時には適しないのみならず そこは女子供にとってはあまりに物さみしい片山里であった見渡す限り山また山に取り囲まれる暗い谷間一軒切り取り残されたように立っているそんな場所には不似合いなもみ山ホテルそして近所に村があるでもなくわずか数軒の田舎びた売店と今は空き家になっているもみ山ホテルの別宅と少し離れたところに木こりの小屋が見えるくらいで もしこれが一人の旅であったなら寂しさに一晩でも辛抱できないような場所であっただが何者とも知れぬ追跡者を恐れているらしいお蝶にとってはまたそのお蝶の愛に溺れきっている三郎にとってはこのような安全な隠れ家はないのであるその上もみ山ホテルの浴場には彼らの病壁を喜ばせる不思議な設備があるのだし そればかりかそこには彼らと同じ部類に属する異様の人物さえいるのであるここでなれば当分辛抱ができそうに思ったおちょをとてもことさら訪ねてはみなかったけれどあのトルコ風呂には十分魅力を感じているらしい様子であるそうして彼らののんきな温泉場の生活は1日2日と続いていった部屋に焼きると浴場に。 それにも飽きると2人は討ち連れて付近の森林をさまようのであっただが一方において三郎はもみ山ホテルに到着して以来不思議な不安を覚えていたそれが何であるかは彼にもはっきりしなかったただなんとなく嘘寒いような感じである彼は日夜お蝶の愛に浸りながらもその上トルコ風呂の入浴によって 異常な快楽をむさぼりながらもともすれば心の中がうつろになってそこに冷たい風が吹きしさむような一種異様の寂しさを覚えるのであったあの廊下の鏡に映ったものすごい女の顔あれも彼をそんな気持ちにさせる一つの原因であったかもしれないだが決してそればかりではないのである 鏡の顔といえばもしやあんな病婦人でも登竜しているのかとその後子女や主人などに尋ねてみたのだけれど不思議なことには他に女の客などは一人もいないという返事であったあれは単に薄暗い鏡の中の幻にすぎなかったのかでも三郎にはどうしてもそうとばかりは思えないのだそれにおかしいのはそのことを尋ねた時の 主人の異様な素振りである三郎が鏡に映った顔のことを詳しく話して聞かせると彼は強いてさりげない表情でしかし慌ただしくそれは何か他のものが映ったのを三郎が見間違えたのであろうと強く打ち消すのであったしかしいぶかしく思いながらも2日3日と日が経つにつれてその不気味な記憶の方はだんだんと安らいへいった がそれでもまだ何とも得体の知れぬ不安はどこやら三郎の頭の隅に残っていた彼はお蝶とのいろいろな遊戯によってそれを打ち消そうと努めたけれど幽霊のような不安はいつまでも彼の身辺につきまとって去るべくも見えなかったのみならず相手のお蝶までも日が経つに従って何となく浮かぬ顔を見せ始めたのである どうしたというのだお前は一体何を恐れているのだこの平和な山里を見よそこに何が起ころうというのだどんなに恐ろしいものがいるというのだそう自分で自分を叱ってみるのだけれど彼はそしてお蝶もまたこれという原因のない不思議な不安をどうすることもできないのであったある日のことそれは 彼らがホテルに来てから1週間ほど経った自分であったが午後の入浴を済ませた2人はうららかに晴れ渡った山国の春を今日もまた裏山の散策にとホテルの玄関を出るのであったお蝶が山へ持っていくのに果物を買うのだと言って三つぼらしい売店の前へ行っている間に単禅姿の三郎はステッキを打ち振り細い坂道を森の方へブラブラと歩いていった。 道の片側はななだらかな芝山、片側は雑草の生い茂った低い土手を隔てて底知れぬ谷になっていた谷の底からは岩に激する水の音に混じって鳴き交わす小鳥の声が晴れ晴れと聞こえてきた三郎は道端に咲いている名も知らぬ草花などをステッキの先でたたき切ってみたりある時は 下駄のかかとでくるりと回れ右をしてお蝶の姿を求めたりしながらでもいつの間にか森の入り口へさしかかっていた気がつくと後ろにバタバタとお蝶の草履の音が聞こえたそれがなんとなく乱れているように感じたので三郎はふとその方を振り向いてみたすると「これはまあどうしたことであろう」そこには、 白紙のように青ざめたお蝶がせいせいと息を切らしながらさも彼の救いを求めるように近づいてくるのであったおいどうしたんだ三郎は思わず大声に叫んだするとお蝶はまるでその辺に聞く人でもいるように声を潜めて「早く早く!早く」と言いながら袖を引っ張るのだ「どうしたんだよ?」 彼はお蝶と一緒に森の中へ歩きながら幾度も聞き出しただがお蝶は彼女の恐怖の原因については何事も言わないのであるそしてまるで追っ手のかかった落ち湯のように少しでも森の中深く隠れようとするのであった S 山腹の森林は進むに従って深くなった幾かかえもある大木は見渡す限り打ち続いていて 重なりあった老樹の枝は青空を隠し場所によっては冷たい水滴が気味悪く彼らの首筋を打った2人は歩くたびごとにじくじくと水けを吐く落ち葉を踏んでなおも奥深く進んでいったお蝶の足は狂気のように速かったやがて彼らはいつも鬼ごっこをして遊ぶ大きな沼のほとりまでたどりついた そこにはもはや音というものはなかった沼は千個の水をたたえて静まり返っていたその水の表に真っ青な空が映っていた沼は水面を境にして上下に無限のように見えたここまで来た時お蝶はやっと日頃のお蝶を取り返したようであった一体どうしたというのだびっくりするじゃないか。 三郎は、彼女が落ち着いたのを見ると、さらにこう問いだらすのであった。い,いえ、なんでもないの。多分思い違いだわ。そうよ、きっと思い違いだわ。そんなこと、あるはずがないんだもの。お蝶は、しいて自分自身を慰めるかのように答えた。あそこの売店で、何か見たのかえー。 だけど無論私の思い違いだわ心配しなくてもいいのよそう言って安心しているかと思うとしばらくするとお蝶はまたこんなことを言い出すのである「ねえ三郎さんここからあのホテルの前を通らないで駅へはられない?そう」さあ多分あそこのほかに道はないだろうよなぜそんなことを聞くのだい この山を越したら向こう側にもきっと駅があるわねバカだなお前はやっぱり怖がっているのだねもう打ち明けたらどうだ一体お前はなぜ僕をこんな山の中へ引っ張ってきたのだいどんなことを聞いたって僕の命に関わるようなことだって僕は決してお前を見捨てやしないそれは違うだから打ち明けとくれ5勝だから お前はなぜ東京が怖いのだいそしてさっき何を見たんだいそれから先は三郎がどんなに口をすっぱくして口説いてもお蝶は固く口をつぐんで少しも答えようとはしないのであるそして最後にじゃあね話すわだけど今はダメもう少し待ってね だって今日は私そんなこと口に出すのも嫌なんですものそれよりもあまた鬼ごっこでもして遊びましょうよそして彼女は打って代わって快活になったのであるお蝶の言いなり次第の三郎はまたもや彼女の秘密を聞き出す機会を失ってしぶしぶながらその提案に従うのであったやがて いつものような鬼ごっこの遊戯が始められた。二人は沼のほとりの草原を小学生のように追いつ追われつ走り回った。お蝶が倒れると、その上へサブローも倒れた。そして倒れたまま彼らは子犬のように戯れあった。捕まった罰はキス。サブローはそんな定義を持ち出したりした。 間もなく鬼ごっこがかくれんぼうに変わったもういいかいまだだよ彼らは子供のようにそんな呼び声をかけ合ったそれが森にこだましていつまでもいつまでも消えなかった今度は三郎が鬼であった彼らはいつの間にか沼を離れて森の中へ入っていた そこにはいたるところに隠れ場所があった三郎は一本の大樹に顔をつけてお蝶の隠れるのを待っていたもうはるかかなたからお蝶の声が聞こえてきた「もういいかい」 「まただよ」お蝶の隠れるのは非常に手間だったもういいかいそれには返事がなかった三郎は待ちきれないで大樹の幹を離れたお蝶の声のした方角へ進んでいった彼は、 ところ狭く林立した木の幹を避けながら曲線を描いて歩いていった山里の暮れるに早く知らぬ間にそうでなくても薄暗い森の中は一層暗さを増していた今にもその木陰から「わ」と言って飛び出すかとそれを心待ちに彼はむやみと歩き回っただが探しても探してもお蝶の姿は見えなかった ろはふと恐ろしくなった。「あの幹の後ろにはあの草むらの影には」「お蝶でなくてもしやこの間の鏡の顔が彼が近づくのを待ち構えているのではないだろうか」「はっとして彼は立ち止まった」「見ると行く手の夕闇に何者かがうごめいている」 お嬢三郎は思わず悲鳴を上げただがそれは何も怪しいものではなかった一匹の大きなガマが人の足音に驚いてねぐらを這い出したのであったそうと分かってもしかし三郎の恐怖は静まらなかったともすれば目の先にあの不気味な鏡の顔がちらついた おーい、お蝶彼は大声に叫びながら森の中を狂気のように走り回ったおおい、おちょう答えには不気味な児玉が帰ってくるばかりであった一体全体お蝶はどこへ隠れたのであろう これほど呼んでも答えないのは少し変ではないか恐怖の上に言い難い心配が加わった彼は声を枯らしてお蝶の名を呼び続けながらおろおろと駆け回った同じ場所を二度も三度も往復したやがて探し疲れた三郎は森を出て沼のほとりに立ったその辺りは でもまだかかなり明るかった。ふと見れば彼か,から四五軒先の切り岸になった沼の縁に見覚えのある赤い鼻緒の草履が一つ脱ぎ捨てられてあったはっとしてなおよく見ると切り岸の草が一か所はげたように取れて土の地肌の上に何者かが滑ったような跡がついていた。 三郎は思わずそこへ駆け寄ったお嬢彼はむなしく恋人の名を呼んだ無論答えるものはなかった沼は推しのように黙りこくっていた切り岸から下をのぞくとよどんだ黒い水の上にもう一つのフェルトゾーリが 沈みもしないで漂っていた、7. 野崎三郎は沼の表にわびしげに漂っているお蝶のフェルト草履をぼんやりと眺めていた彼にはまだ事の真相がのみ込めないのだそこのよどんだ水底から今にもお蝶の赤い帯がひらひらと浮き上がって そして彼女のぬれた顔がニッとほほ笑むのではないかしら彼はふとそのようなのんきらしいことを考えていただが待っても待っても古沼の表面は夕闇の中で個体のように動かなかった三郎は頭の中にある考えが恐ろしい勢いでこみ上げてくるのを感じたでもそれが何であるか 彼にはかからなかったというよりは彼はわざとその考えをそちらぬふりでいたそしてよろよろと沼の周りを歩き回ったおおうがが死死んんだのだだだそのやっとしてから彼は今さらのように心の中でつぶやいた彼はやにわに着物を脱ぎにかかった 沼ののなへ飛び込むつもりなのだ。しかしやがて彼はハッと我に返った泳ぎを知らぬ彼が着物を脱いだとて何のかいがあろうお蝶が果たしてこの古沼に身を沈めたのであろうかそれは覚悟の自殺であったかただ過失にすぎなかったのかあるいは何者かのために突き落とされたのか それにしても彼女は泳ぎができるはずではなかったか第一、死体の浮いていないのがおかしくはないかこれはひょっとしたらお蝶が彼女の恐れている何者かから永遠に姿を隠すためのトリックではなかったのかもしその時三郎が冷静に考えることができたならばきっとこういう疑問を抱いたに違いないだが 彼には到底そんなな余裕ははかった。彼は刹那の方針を取り返すと柳輪に籾山ホテルを指して駆け出したのである凶砲に設置したホテルの内外はにわかに色めきだった主人をはじめホテルの人々は青くなって玄関へ出てきた近所の人たちも騒ぎを聞きつけて集まった早くしてください早く助けてやってください 三郎は息を切らせてそればかりを叫び続けただがお蝶が沼に落ちたと聞くと人々は異様に押し黙ってただ顔を見合わせているばかりであったどうしたというのです早くしなければ助かる者も助からないじゃありませんか三郎の少量にもかかわらず人々の間には不気味な沈黙が続いたそして彼らは天でに 何事かをぼそぼそとささやき合っていたそうと知っていましたらお止めするのでしたのにやがてホテルの主人が偶然として始めたあの沼には昔から妙な伝説があるのでございますよこの辺の人に言わせますとあれは底なしの沼だそうでその上邪神の主がいて それに見込まれたら、どんな泳ぎの名人でも、とても助かることができないというのでございます。何、無論、名人だと存じますが、なんだか気味が悪いものですから、お客様にもあそこへおいでなさらぬようにご注意申し上げております。でも、まさか、旦那様方があんなところへいらっしゃるとは、 思いもいいよらなかったのでございますよ。すると近所の人たちもそれに和して沼の恐怖を語るのであった孤狼の記憶にあるだけでも底なし沼に身を沈めて命を失ったものは23にとどまらなかったそして妙なことには入水者の死体は一度も浮き上がることなく未来永劫行方知れずになってしまう 現に紅山ホテルが建ってから2人の犠牲者があった1人は近くの村の若い者で物に応じぬ力自慢が仇となり1人はホテルの客の異国人で人々の止めるのも聞かず沼に入って泳いだために邪神の主の怒りに触れたというのであるだが三郎は無論そんなことを聞いている余裕はなかった 黒い水底でもがき苦しんでいる愛人の姿ばかりが痛ましく彼の目先にちらついていた彼はもどかしそうにまたしても叫ぶのであったともかく探してください誰か泳ぎのうまい人はいませんか沼の中へ入ってお蝶を探してくださいそれはもうおっしゃるまでもなく探すだけは探させますでも こんなことを申し上げるのは変ですけれど、多分無駄でございましょうよ。この前も、その前の時も、警察で人を雇って十分探したのでございますが、死体はとうとう出ませんでした。主人は気の毒そうにそんなことをつぶやきながら、それでも早速近くの村の駐在所へ人を走らせてくれた。 やがてホテルの若い者や付近の男たちによって捜索隊めいた者が組織され点でに紅山ホテルの縄文のついた提灯を持ってもうほとんどくれきった山路を森の方へ急いだ三郎はその先頭に立って気もそぞろに走るのであった暗闇の森の中を大樹の幹から幹へと時ならぬ狐火が飛んだ誰も物を言わなかった 落ち葉ががさごそとなり子連の鳥どもが怪しげな叫び声を発するほかには何の物音もなかったちょうちんの火が頭の上の木の葉の層に巨大な人影を映したそれが彼らの老媒をあわれむかのように細かく揺らいだ沼はもう漆のような闇に包まれていたほの暗いちょうちんの光では 何者をも識別することはできなかった人々は枯れ枝を集めて焚き火を始めた種のような炎がメラメラと闇をなめた見るとフェルトゾウリはやはり元の場所に落ちていた夜目にはそれが非常に遠くにあるように見えた人々は押しだまって沼のほとりに立ち尽くしていた夜の底なし沼に飛び込んで 哀れな犠牲者の死体を探す勇者などあろうはずもなかった三郎は甲斐なき焦燥にもだえながら沼の岸を歩き回った結局その夜の捜索は何の得るところもなかった駐在所の警官が駆けつけ急ごしらへの筏を沼の上に浮かべたりして ほとんど鉄むなしい努力が続けられたそして翌日はまた水中眼鏡などを作ってさらに捜索が行われたけれどそれも無駄に終わったお蝶は永剛に水底深く閉じ込められたかと見えたこの前にも一度歴史人がありましてね警官は三郎を慰めるように言うのであったその時も 今度のように手を尽くして探したのですが、どうしても死体が出てこないのです。その辺の人は妙な伝説を信じているようですが、何、主なんかがいるわけはありません。私の考えでは、沼の物性じゃないかと思うのですよ。水中メガネで覗いてみるとわかるでしょう。ずっとそこの方には恐ろしい物が密生していますからね。 落ち込んだ拍子にその中へ潜ってしまえばもう出られっこありませんよなるほど沼の底には無数の蛇が肌と肌をすり合わせてもつれてでもいるようにおびただしい藻が見えていた光線が届かぬために暗くよどんでその影には本当の邪神の主が潜んでいそうに思われるのだお蝶は果たしてあの ぬるぬるした闇の世界に閉じ込められてしまったのだろうか三郎は水中メガネを借りて水底をのぞいているとふと言いがたき物寂しさに襲われて自分もそこへ身を沈めお蝶とたった2人であの暗闇の物の中に包まれていたような気がするのであったこれだけ探してもわからないのですからお気の毒ですけれど。 もう絶望と見ななければなりません。たとえ死骸が見つかったところでお連れ合いの亡くなられたことに変わりはないのですし我々としても十分手を尽くしたことですからもうお諦めなさるほかはありますまい最後に警官が宣告を下した歴史の陰に犯罪の疑いでもあればともかくそうしたこともないのだしそれに 何を言っても片山里のことで、警察としてもこれ以上捜索する手立てはないのであった三郎が彼とお蝶との関係について一様の取り調べを受けたのは言うまでもない彼はお蝶の身元を尋ねられた時うかつにも知らないと答えるほかはなかったそしてそれを調べてもらうために彼女を紹介した友人に電報を打たなければならなかった さて捜索が一段落を告げると警官をはじめ付近の人たちもめ々の仕事に帰って三郎はただ一人底知れぬ絶望の中に取り残された彼はホテルの部屋に閉じこもったまま果てしなき物思いに沈んでいた唯一の生きがいであったお蝶を失った彼はこれから先何によってこの世を生きていけばよいのか それを思うといっそお蝶の跡を追って死んでしまいたいほどであったゆうべから曇り始めた天候が昼ごろには霧のような雨となった部屋の中が妙に蒸し暑く湿っぽく窓の外にはべた一面の雨雲が押さえつけるように迫っていたそうでなくても重い気分がいっそう陰鬱に沈んでいったと言って 好物のトルコ風呂に入る気にもなれず彼は部屋の真ん中に寝転んでぼんやりと窓の外を眺めていたともすればありし日のお蝶の好もしきたいどもがネズミ色の雲間を横切っていったふと気がつくとどこからともなく悲しげな子守歌が聞こえてきたそれがめいるような雨だれの音にわして 異様に彼の心を打った。一つには歌声の美しさが亡き人を連想せしめたのであろう彼はなんとなくその主を見たい気持ちになっただが窓を開いて眺めてもその辺に人影はなく声は明らかにホテルの内部から漏れてくることが分かった天候のせいであったかそれとも 歌の異様に物悲しき音律によってであったか三郎はふと言い難旋律を覚えたそしてなぜとも知らず沼の底の果てしもない暗闇の中に永劫に閉じ込められたお蝶の姿がおとぎ造紙の挿絵のように気味悪く物悲しくあるいは懐かしく 彼の心に描き出されるのであった。9お客様、おさびしゅうございましょう。はっとを我に返って振り向くと、ちょうどそこへ半ば開かれたドアの隙間からホテルの主人のニコニコ顔がのぞいていた。彼は。 度々繰り返した悔やみの言葉をさらにもう一度繰り返してさてこんなことを言うのであったいかがですむさ苦しゅうございますが私どもの部屋へいらっしゃいませんか何かお話でもいたしましょう蓄えた賃金もございますからそれで一本差し上げようではありませんかそうしていらっしゃってはお気が滅入るばかりでございますよ 今の三郎にとっては主人の慰め顔がむしろ煩わしかったけれど立っての勧めにせっかくの親切を無にすることはよくないと思って一応彼の部屋へ伴われることにしたそして廊下を並んで歩きながら三郎は何気なく先ほどからの気がかりを聞いてみるのであったここには子供を連れた女の人でも来ているのですか いいえ今のところお客様といっては旦那様の他に6番にお二人とそれから2階に3人都合6人それも皆男の方でございますお子供衆はお人方もいらっしゃいませんでもさっき子守歌が聞こえていたようですがお宅にはお子供さんは 私どもにもにございません。そして主人は妙に三郎の顔を見つめながらそれは何かのお聞き違いではございませんか子守唄を歌って歩くようなものは近所にもないはずですがそれとも女中どもがにおった歌でも歌ったのかもしれませんだが三郎は それを聞いてもまだなんとなく気が済まぬように思ったその後長い間彼はあの異様な音律を忘れることができなかったそれはともかくやがて三郎は主人用の客間らしい部屋に通された見るとそこに用意された食卓の向こうには一人の先客がもうきをあげているのだったこれは新道といいまして。 きのう久しぶりで訪ねてくれましたのでちっとも気兼ねのいらぬ男ですからどうかおくつろぎなすって主人はそんなふうに紹介しながらちょうど2人で酒を始めましたので置き晴らしにお誘いしたようなわけでございますすると新道と呼ばれた客は居住まいを直してしかし 妙に無作法な口調でまず悔やみの向上を述べるのであった彼は身なりこそ相当に整えていたけれど言葉の調子日に焼けた顔色節くれだった手先などがこのホテルの客にはふさわしくないような感じを与えた第一、彼の不気味な要望が三郎を不快にした日に焼けてはいても妙に青黒く 鉛を連想させる皮膚の色どんよりと曇ってしかも絶え間なく動いている瞳病的に薄い頭髪それらのものが何かよからぬ彼の前半生を語っているように見えた話題は当然底なしの沼のことお蝶のことなどが主となったホテルの主人がほとんど一人でしゃべって 道がそれに受け答えをした。三郎は話を聞きながらともすればあらぬことを考えふけっていた卓上には主人の道楽と見えるさまざまな珍味が並べられたその多くは三郎がかつて口にしたことのない名も知らぬ鳥、毛玉の長虫などの肉類であっただが日頃イカ物食いの三郎も 今日ばかりはそれを味わい楽しむ余裕を持たなかったそんなことよりも彼は今主人の話から図らずもある重大な事柄に思い当たっていたのであるそれは昨日お蝶が売店で買い物をしてからの不思議なそぶりであったまた森の中での不気味な言葉であった彼女はあの時 もうこしで真実を打ち明けるところだった。それを聞けば彼女があんなにまでおじ恐れていたものが何であるかを知ることができたであろうだがそれも今となっては帰らぬくりごとであるただ分かっているのはお蝶が売店の前で何かを見たということであったひょっとしたらそれが恐怖の本体ではなかったかつまり 彼女の追跡者ではなかかったかそしてもう一つ想像をたくましくするならば森の中でお蝶を殺した者は他ならぬその追跡者ではなかったのか狭い部落のことだからもし昨日外から来た人があるとすればすぐわかるはずであっただがこの時効外れに1日に2人も3人もの外来者があるのだろうか よそから来たものといえば今ここにいる神道もその一人ではないか聞けば彼のホテルに着いた時間がちょうど昨日の夕方であるこれは偶然の一致にしては少し妙ではあるまいかのみならず彼の胴悪な要望何となく落ち着かぬ物腰考えれば考えるほど それからそれへと恐ろしい疑念が湧くのであった「悲嘆のうちに数日は過ぎ去った」「連邦で問い合わせた友人からの返事を待つためでもあったがそれよりもどこかにおうが生きながらえているような気がしてもし死んだとしても」 その死骸の沈んでいる沼のそばを去るのに忍びなくてまた一つにはお蝶の死んだ日にこの土地へ来た唯一の人付近の人々に問い合わせた結果それが確かめられた進動を監視する意味もあり三郎もそのまま籾山ホテルに滞在していたその進動はホテルの主人の艦隊を受けてこれも不思議の一つであった 彼もまたそこに闘流を続けているのだ三郎は暇さえあればなんとはなしに沼のほとりが懐かしく例の水中メガネを借り出しては森の中へ入っていったそしてまるで何かに魅入られたように沼の底の暗闇の世界を眺め暮らしているのであったそうしているうちに彼はふと一つの計画を思い立ったそれは 儚くなった愛人の姿を今この愛情の念にもゆる心をもって彼の専門であるカンバスの上に残しておこうというのであった構図についても彼は特殊の案を持っていたまず背景には画面いっぱいに生い茂った毛を描きその暗闇の中央に銀色に輝くお蝶の裸像を横たえ全身を 深く細やかな水の色でぼかすそれは鳥りも直さず水中メガネでのぞいた底なし沼の景色であったホテルの明るい部屋はそのような絵を描くにふさわしくなかったそうかといって森の中へカンバスを据えるのもいなものである彼は仕事の場所に思いまどった末今は空き家になっているホテルの別宅を選ぶことにした 周囲の空き地にはぼうぼうと雑草が茂り家全体にどことなく影が多く妙に陰鬱なその建物が彼の心を引いた彼はこれこそ画題にふさわしき絶好の仕事場だと思ったホテルの主人は別宅を開放することを好まぬように見えたけれど三郎のかれな計画を聞き十分の借家料を支払うという彼の意向を確かめると やっとそれを承知した別宅というのは古い建物らしくまるで荒れ果てていてその上嫌に広いので雨戸を全部開け離しても内側の部屋は夕方のように暗かった三郎はわざとその最も暗い部屋を選んで画家を据えると早速彼の奇妙な仕事に取りかかるのであった木炭を取ると 彼はもう夢中であった。恋人の姿を如実に描き出す楽しみもあったけれどそれよりも今彼には久しく忘れ果てていた芸術がよみがえってきたのである水底に眠る幼女この誘惑的な画題は彼を有頂天にさせるには十分であったまたそうして F でをることは一方においては 心の痛みを忘れる絶好の方便でもあったのだ彼は何事も打ち捨てて絵画の世界に没頭したその第一日の夜のことであった彼は今日の向くままに日が暮れても絵筆を捨てずホテルから借りてきたランプを灯してこの土地には伝統さえないのだそのの赤黒い光の中に 光線に差し支古風なともし火は座敷いっぱいに目慣れぬ陰影を投げその無限的なあるいはおとぎ話のような光景が一層彼の気持ちにかなったそうしているうちにふと彼はまたしても怪しい声を聞いたそれは小姉から節回しから異様に物悲しい調子まで。 声の主は別宅の中のどこかの隅にいるらしくむせぶようなその子守歌はさも細々と耐えては続くのであったそれを聞くと三郎は前日と同じ一種異様の間に打たれたしばらくぼんやりその音律に聞き入っていたがやがて彼は立ち上がるとランプを片手に 声のする方へたっって行っただがランプの光が動き始めるとその声はばったり止まったそして何者とも知れず部屋の縁側の外へ逃げるような物音が聞こえた誰です。三郎は叫びながらその後を追ったそして縁側へ出て真っ暗な空き地の方を透かしてみるとそこを 女らしい人影がバタバタとかけていくのがかすかに眺められた、11. 野崎三郎の愛人お蝶は三郎をはじめもみ山ホテルの人々が信じていたように怪しき沼の木ずと消えたのかそれともまた 人目にかからぬこの世の隅に永久にかくれんぼをしているのか三郎が再度耳にしたところの子守唄の主は一体何人であったかもしかしたら彼女こそお蝶その人ではなかったのかそれらの数々の疑問に答える前に物語の舞台を一転して作者はもう一人の人物上村喜八の 少しばかりり風変わななな見聞について語ららねばならない。浅草公園の裏に一軒の薄汚い酒場があるある晩のことそれは野崎三郎がお蝶を発見して彼女に夢中になっていた頃なのだが上村喜八がその酒場で一人の妙な男に出会うお話は突然ここから始まるのだ 上村喜八もやっぱり洋画の学校を卒業した一人の画家であったが野崎三郎とは違って家に降参なくといって絵が売れるほどには認められず東京のバスへに転がっているたくさんの貧乏書生、着物の襟が赤で汚れてよれよれになって骨張った腰部にみすぼらしい猫じゃらしの帯がぶら下がっている。 そうした貧乏書生の生活を営んでいる青年であった描いても描いても売れないままについ絵の方はお留守になって彼は浅草公園の隅から隅をほっつき歩いているような日が多かったそんな風亭の彼には公園のあんぱんのかけらと古新聞で汚れた共同ベンチが最も調和ある背景であった彼はその、 風雨にさらさら立ちんぼうの油や赤ん坊の小便に汚れて不思議な光沢をさえ持っている共同ベンチに腰を下ろして彼と同類とも見える青年や道草を食って打眠をむさぼっているおたな者や金坪にむしゃぶりついている小僧や浮世の雨風に洗いさらされて油の抜けた乾物のような老人や子守女や。 それらののの社会のあるるる一面をを語る人物物たちをまざまざと観察するのが大好物であったそれらの人たちは彼の知っている一つの社会例えば山手に住んでいるある富裕な友人の家庭だとか当時できたばかりの帝国劇場だとか三越百貨店だとかそんなものとはまるで違った国に住んでいた。露天の洋食や セリ売りのシャツやアラスカ金の指輪電気ブラン軌道10銭のなにわ節そういう世界が彼らにはふさわしいものであった上村喜八がこの世界に興味を持ち出してからもうお久しいものであったが知るに従ってそこに夕うべからず魅力を感じないではいられなかったそれは例えば玉乗り娘の 赤じんだ肉じゅばんの魅力であった。豪舎とか絢爛とかいうものとはまるで違った別世界の美であったのみならずそこには都会の中央から下町の下流海からでさえも影を消した江戸の匂いが濃厚に漂っていた居合抜きガマの油売り弘法大師の石芋栗からモンモンのおじいさん 鳩に豆を売るおばあさん、シワクちゃの梅坊主そういう江戸が漂っていた上村喜八はいつの間にか浅草人種の一人になりきっていた昼席の尺場では箱に入った寿司を食い江戸一座のおしさんや一寸帽子と顔なじみになり活動小屋の生々しい絵看板に無情の美を感じ観音堂の古事と口を利き 何々バーで電気ブランを引っ掛け純粋江戸弁の兄と議論を戦わしたさてその日上村喜八は当時ロックの呼び物であった女大力女相撲を見物したテンテコテンテコと鳴り響くやぐら太鼓の下で声太った漁師のような娘どもが肉界をよじらせて客を引いていた娘どもは 取り組んだかと思うと決まったように土俵際へ及び腰になって足を組んだりほぐしたりしながら真っ赤に頬を膨らましお互いを外へ投げようともがいたそれを後ろから見ていると薄汚い締め込みを境に2つのフットボールのお尻が締めて4つ奇怪な生物のように躍動するのであったは 御座を敷いた座席の一番前にじんどって、かえってそれが見えてでもあるように夢中になって見物していた。さてこの度は、中入りを京都つかまつりまして、女大力七十貫持ちの芸当をご覧に入れます。ちょんちょん。印番しの男が表紙着を打ち鳴らして工場を述べた。重そうな酒樽や土俵などが持ち出された。 一段高い楽屋では相撲ジンに似たしかし何となく物悲しい歌がやけな三味線に連れて歌い出されたその時ふと土俵を起こして向こう側の見物席を見るとそこに思いがけない一人の男を発見して上村喜八は思わずハッと首を縮めた妙にゆがんだ鉛色の顔あれを忘れてなるものか 相手の方では多分こちらを見覚えていまいとは思ったけれどでもなんとなく薄気味悪くそろそろと人混みの中へ身を隠しながら彼はその夜の出来事をまざまざと思い浮かべた十二。12. 妙に真っ暗な夜であったどこかのバーで少し酔って喜八は いいいおての塀のそばを歩いていた。「さして夜更けというでもないのにぱったり人通りが途絶えて電車のきしり品そばの笛四番の拍子木などがさも真夜中のように遠くの方で聞こえてきた長い土塀がつきてそこの細い横丁へ曲がろうとした時であった突然ふわりと風をはらんだたもとが木八の胸をかすめ 若い女の激しい息遣いを残して彼の背後の少しくぼんだ暗闇へ身を隠したものがあった「助けてください」「そよ風のようなささやきが気八を立ち止まらせたすると何を考える暇もなく同じ横丁から隠れた女を追ってきたらしいもう一人の人物が現れた」「城野党の薄明かりにその男の異様な顔が」 妙にねじれた鉛色の顔が喜八の目から一尺ばかりのところで固定した相手は思いがけぬ喜八の出現にたじろいで彼の方を透かし見ながら動かなかった彼らはお互いの異常な呼吸を感じ合ったとっさの場合おそらく公爵から教わった基地であったろうか喜八は柄にもない妙なことを考えついたこら 彼はしょっちゅうその辺をぶらついている刑事探偵の精悍な姿を思い出しながら下っ腹に力を込めて怒鳴ってみたこののをどうううしようというのか。すると意外にも相手はくるりと回れ右をして元来た横丁の闇へ姿を消してしまったそれがあまり素早くあっさりと行われたので喜八はむしろ驚いたなんとなく悲劇じみておかしくもあった どうもありがとうございました。やっとしてから、まだその暗闇にくすんでいた女が、うわずった声で呼びかけた。もう、行ってしまったのでしょうか。お待ちなさい。今見てあげますから。木八は言いがたき満足を覚えながら、少し頬を移して横丁の闇を透かしてみた。しばらく考えていても、人の気配はなかった。 大丈夫ですよ。もうどっかへ行ってしまいましたよどうしたのですか一体おずおずと彼の前に進み出た娘の顔をおぼろげな瞳孔が照らした身なりはあまり美しからぬしかし豊満な体の線と魅力ある要望を持った安カフェの女給とも見える女がうなだれてもじもじしてそこにたたずんでいた どちらへ帰るのですそこまで送ってあげましょう。木八は胸を張って先に立った。こちらですか。あの男は一体何者です私、危うく殺されるところでした。あれはこの頃監獄を出たばかりの善科者です。それだけの言葉を交わしたばかりで長いお寺の土塀を外れて、二人は少し明るい町へ出てきた。 前かから知っている人ですかええ少しばかりでも深い関係なんかありゃしませんあたしまるでヘビに見いられたようなものですわうるさくつけまわして言うことを聞かなければ殺してしまうってさっきも懐中に担当を持っていたのです警察へ届けてはどうですかあなた警察の方ですのいや さっきのはあれはちょっと脅かしてみたのですよ。僕は絵描きですよ。あら娘はなぜかちょっと驚いた様子であったが。でも警察へ届けたりすればなお億はございますわ。それこそ本当に殺されてしまいますわ。それよりはあたしどっかへ逃げようと思いますの。ええ、そうしますわ。あいつが。 いくら探してもわからないようなところへ逃げてしまいますわ彼女は半ば独りごとのようにそんなことを繰り返し繰り返し言っていた何だったら詳しい事情を話してみませんか僕にできることなら力添えをしてあげてもいい木八は恥ずかしいのをこらえて思い切って言ってみたええありがとうございますでも 私一人ででどうにかできそうですわ。その彼女の言葉にピンと反発するようなものを感じて喜八は思わず赤くなったそして実は人一倍気の弱い彼はそれ以上援助を申し出る勇気がなくなってしまった両側の家並みが明るくなるに従ってみすぼらしい彼自身の風景にだんだん引け目が感じられたそして暗闇の英雄は いつの間にか彼の救った女に顔を見られることさえ恥ずかしくてたまらぬほどの小心者に変わっていた。どうもいろいろありがとうございました。私もう大丈夫ですから、ここから一人で帰りますわ。間抜けた格好でつたっ,っているキハチの前に丁寧に一礼すると、彼女は明るい街角をすっと曲がっていった。キハチは。 非常な恥ずかしさを押し隠した無表情でさりげなく別の方角へ歩きだしたそしてさらに間の抜けたことに彼はその時になって初めて彼の救った女の正体に気がついたのであるああ分かったあれは軽部藤団の踊り子じゃないかなんだか見たような気がしたはずであった 以前彼が足しげく通ったことのある浅草ロックの見せ物小屋で人気を取っていた「古町」という踊り子いつの間にか舞台から影を消したと思っていたらやっぱりこの辺にうろうろしているのだなどうせ暗い世界に巣をくってよからぬ徒性をしているのであろうがそれにしてもあのような前科者の無頼感に追い回されているとは気の毒だな彼の救った女が、 踊り子胡蝶だとわかると喜八は幾分気持ちを取り直すことができた浅草界わに充満している材業の一段面を隙見したようでなんとなく興があった彼は彼の目の前で引きつった鉛色の前科者の,の表情と踊り子胡蝶の後ろ姿等を脳裏に描きながら暗闇の裏通りを家路に着いた。 上村喜八はむろんそれを知らなかったけれど彼の救った踊り子というのは他ならぬ野崎三郎の愛人お蝶なので彼女はその夜三郎のアトリエからの帰り道をあの前科者に襲われたわけであった喜八がこの物語の世界に巻き込まれるに至った因縁は実にその夜のお蝶との不思議な開口に始まっているのである 以来上村喜八は妙にその夜の出来事を忘れかねた浅草の見世物小屋の踊り子となまり色の顔を持った前科者このへんてこな取り合わせがなんとなく彼の心をそそった考えてみるとあの時の胡蝶の態度には腑に落ちぬところがあった見世物小屋の舞台に顔をさらすほどの彼女が たとえそれが凶悪なる前科者であるにしてもたかが一人の男のいわれなき脅迫になぜなればああもう恐れおののいていたのか相手をその筋へ訴えようともしないで彼女自ら姿を隠そうなどと口走ったのか彼女の側にも何かの秘密があるのではないだろうか彼はひと事ならず思い惑うのであった。以上の記述によって、 読者も多分想像されたとおり上村喜八は人知れず他人の秘密を探求することに異常な興味を持っていた彼がもしもっと臆病でなかったならいっそ絵筆を捨てて刑事探偵の職に就いた方がどれほど適任であったかもしれないその上村喜八の前にこの日頃彼の好奇心の的となっていた千夜の前科者が現れたのだ 女相撲の見せ物小屋で土俵を隔てて再び顔を見合わせたのだ彼が一種異様の興奮を感じたのも決して無理ではなかった喜八は人の背中に隠れるようにしてちょっとも男から目を離さなかった力持ちの芸人も女力士の土俵入りも目覚ましい5人抜きの勝負ももはや彼の興味を引く力はなかった どのようなそれは知るすべもなかったけれどこの童悪くなる教場持ちの一挙一動が彼の目を捉えて離さなかったそしておそらく30分も監視を続けていたであろうかやがて相手の男は傍若無人の大あくびとともに立ち上がったそして色あせた印番点の袖をくるりと肩までまくり上げて のそれを見ると喜八もまた立ち上がり見物たちの間をかき分けて別の木戸から表へ出た尾行の興味が彼をそそったのだ木戸を見て回すと小屋の表の人だかりに混じって男は今薪きたばにマッチの火をつけているところであったそれがあまりに間近だったので喜八は 気づかれてはならぬと大急ぎで人混みに隠れようと身構えたがちょうどその時相手は火をつけ終わってひょいと顔を上げたそして2人の目と目ががっちりぶつかってしまった気づいたからハ八はハッとして思わず逃げ腰になったが男は一向無表情にぼんやりたたずんだままだったどうやら彼は見覚えていない様子である この分なら大丈夫だどこまでも尾行してやろう喜八はほっとしてなおも男の挙動を打ち守ったやがて男はノロノロと歩きだしたゴリラのように曲がった足真っ黒な足の裏ベタベタ音を立てるシーキレゾーリ随分みすぼらしい風景である喜八は尾行しながらふとバカバカしくなった こん立ちんぼうの跡をつけてどうしようというのだお前もよっぽどもの好きだなしかしまた男の機械にひん曲がった鉛色の顔を思い出すとなんとなく見逃してしまうのは惜しいようでもあるその顔には何か妙に彼を引きつけるものがあったとつおいつ迷いながらも尾行を続けているうちに 男はいつしか公園を抜けてその裏のゴミゴミした迷路に入っていった右に折れ左に曲がり行くに従って両側の家並みはますます埃っぽく薄汚くなっていったそのとある町の1軒の小さなバーへ男はふらふらと入っていった2軒に足らぬ間口で入り口には黒く汚れたカーキ色ののれんが下がり その両側のガラス窓は油と砂ぼこりのためにほとんど不透明になっていた木八は思い切って男の後からバーののれんをくぐった五六坪の土間に馬蹄型の広いスタンド用の台が続いてその外側にもたれんも何もない数客の椅子が並び馬蹄型の内側には山出しの子女が突っ立っている時間が早いせいか客は一人もいなかった おい、ブランだ。前科者はどっかり椅子に腰を下ろしスタンドに頬杖をつくと底力のあるしわがれ声で命じた喜八はビールを言いつけたもう一杯一杯の電気ブランを引っ掛けてしまうと男は矢継ぎマにお代わりを命じた細く切った生のキャベツが酒の魚だった男はそれにソースをつけてむしゃむしゃやりながら 何杯も何杯もコップを変えた「ねえやこの兄さんにも一杯ついでやってくんな兄さん一つけんじよう」男はもうかなり酔っていた前に置かれた赤い酒を眺めてもじもじしている喜八の様子を見ると彼は途方もない声を出して笑った遠慮することはねえ何も割り前を取ろた言わねえ景気よくやってくんな そして何がおかしいのか男はまたゲラゲラと笑うのであったやがて土間の隅々に夕闇が迫りすすけた電灯が赤い光を話し始め一人二人と新しい客が詰めかけてきたんなのおあつらえを通す声が忙しくなってみすぼらしいバーの中もいつとはなく陽気に華やかに変わっていった馬蹄型のスタンドを取り巻いて 不思議な委員会が始まっように従って初対面の客たちの間には驚くべき乱暴な言葉がしかし少しも悪意のない会話が取り交わされた会話の大部分は不平話であった立ちんぼうの不平話なんて子供のように無邪気なものだ喜八は1本のビールに当然として耳慣れぬしかし快い会話に聞き入った。 おおいおい。突然前科者が無骨な手拍子を打ちながら奇妙な歌を歌い始めた「なんとかしてホイホイ」という非常にのどかな節回しであった酒のために幾分人間らしく見える彼の顔を眺めその歌を聴いていると喜八はなぜか広々とした海原を思い浮かべた潮風に吹かれながらほわみを操る爽快な船乗りを思い浮かべた おそらくその歌は一種の船歌であったのかもしれない「ほいほい」というのびのびした余韻がいつまでも耳に残っていた不景気な面するな前科者は突然歌をやめて怒鳴り出した人々は面白そうに酔っ払いの顔を眺めた「金金金が何で金なんでもなあるところにあるんだ」。 俺らこう見えてもな、大金持ちの親戚がある。まあ親戚みたいなもんだ。そいつを痛ぶりさえするや、なあに、百両や二百両の端たがれ、ね、先方から、どうぞお使いくださいって、頭を下げて持ってくる。はははは男の不気味な顔は、酔えば酔うほど陽気にお人よしに変わっていった。これが恐ろしい善か者なのかと、 八は不思議な気がした。今まではそいつのいるところが知れなかったのだ。昨日だ、分かったのは。俺の運の尽きねえところだ。明日にもそいつのところから金が来る。なに、よこさねえわけはねえ。ははははは俺は成金だ成金だ兄さん、前言わだ。もう一杯やってくんねえ。 男は口の周りを泡だらけにしながら大きな骨ばった手で上村喜八の背中を嫌というほどたたきつけたその屈託のなさそうな様子を見ると担当を懐にして踊り子の後をつけまわした男とはまるで別人のようであった喜八は相手の酔っ払っている隙に乗じて胡蝶との関係がどの程度のものであるかを探り出そうと計画した 間に出ていた胡蝶という踊りっ子を知ってやしないかい君喜八は何かの拍子にさりげなくこう切り出してみた何だってそら、お踊りっ子の胡蝶という娘さそれを聞くと陽気な前科者はさっと顔色を変えた胡蝶胡蝶がどうしたっていうんだ 前科者の引きつった顔が喜八をにらみつけてじりじりと近寄ってきた「胡蝶」という言葉を聞くとにわかに変わった相手の剣幕に植村喜八はハッと立ちつくんだ持ち前の好奇心を後悔したとんでもない間違いをしでかしたこいつは 俺を殺すかもしれチカリとそんな考えがひらめいた唇の色を変え飛び出た目の玉でバカのように相手を見つめている喜八の前に前科者の鉛色の静脈の筋張った大きな顔が仁王様のように迫ってきたおめえ胡蝶のなんで前科者の口から。 強いアルコールの椿が飛んだこの簡単な言葉が百の意味を持って喜八の頭を渦巻いたどう答えればいいのだろう相手の充血した両目から言い出す虹はただの主教でないことを語っていたこの男はあの夜以来喜八が刑事の声色を使った夜以来胡蝶を見失っているに違いないそして今その彼女を逃がした男が 刑何で,でもない彼に過ぎなかったことを悟ったに違いない顔を見覚えてはいなくても空気で悟ったのだ何でもないよ舞台で覚えているきりなんだよ喜八はそれを胸で言った白茶けた唇は妙に言うことを聞かなかったはッ笑わせやがら色男面か何にも知りもしねえくせに 前科者は今にも喜八の目玉を突き通すかとばかりに振り上げていた塗り箸をカチャンと卓上に下ろして意外にもそこにあった生キャベツをひょろひょろとつつき始めた首がガクンと垂れて自分の懐をのぞいている格好になったそして意味をなさぬつぶやきが泡とともに彼の口からブツブツと漏れてきたおい そうかと思うと、彼は突然。また頭を振り上げて叫んだ。酒持ってこい？酒だ酒だ酒。酒語尾とともに首が下がって、終わりはわけのわからぬつぶやきだ。馬鹿に酔っ払ったもんだなあ。喜八はまずよかったと胸をなでおろしながら、他の客たちへの照れ。隠しのようにこんなことを言って、大急ぎで感情を済ませると。 バーの,のれんを出た。外は夜の世界に変わっていたバーの向こう側は南京虫の匂いのする安宿でぼやけた角安んどのもとに栄養不足の客引き男が龍太郎と間違えそうな格好で田舎者の迷子を物色していた東山島の飯店にせったばき入れ墨繭の2位が鼻歌で通る「もうそんな時間かな」 木八はその町に馴染みがなくて方角に迷ったけれどともかくも歩き出した待った。23歩行くか行かぬに袖が重くなった「待った」低い押さえつけるような声彼は袖の後ろに重いよろめくものを感じてギョッとした兄さんおめえに聞きたいことがある。 前科者は高ぶる感情を無理に低めた声で執念深くつぶやいていた親方親方お前さん感情がまだだ85銭さあそれを払ったからねえ親方飛び出してきたバーの親父が倒れそうな前科者の肩をたたいたそうが85銭だな。前科者は ブツブツ言いながら腹かけのどんぶりを探っていたがらいりはねえ泡だらけの口で威勢のいいつもりなのが泥酔の夜迷いとになってしまう小心者の喜八はその間に袖を振り切って逃げ出す分別もつかず一方では相手の泥酔にいくらか気を許すところもあってぼんやりそこへ突っ立っていた一瞬間 妙にに心が空虚になっていたちょっとこっちへ来てくんね木八は酔っているだけに相手の気持ちを測りかねた彼は今倒れそうになっているかと思うと次の瞬間には非常に明瞭な威圧的な口を聞いたそして粘り強い力が袖を離さなかった隠さねえで教えてくれ胡蝶は今どこにいるんだ、うん ええ、兄さんおめえは知っているにげえねえ。喜八はこの酒臭い四十男からふと性的圧迫に似たものを感じたそれが不思議に彼をすくませてしまった彼は十八の娘のような答え方をしながら前科者の引っ張るままに足を運ぶほかはなかった 両側の焦点の刀工に現れては消えていく通行人たちは食い違った別の世界の人たちのようにまるで彼らの挙動を注意しなかった喜八は自分たちの一対がこの世の盲点にでも踏み入った感じを受けたうんにそうはは言わねねえ。おめええ。お知っているに違えねえ前科者はだんだん暗闇の方へ彼を引っ張っていきながら 一つことを繰り返した。そんなことはないったらハチは相手の脅迫めいた態度に案外危険のないことを悟ると今度はどうしたわけかそれに一種の甘酸っぱい魅力を感じ出していた妙な言い方だけれど幾分は性的なそして残る幾分は罪の世界の魅力であったいつの間にか二人は真っ暗な空き地へ出ていた 三角形の白い空き地の中央に人の背丈ほどの樹木が立ち並び鉄柵がそれを囲んでいるのを一方の隅の共同便所の雲の巣だらけの電球がぼーっと照らし出していたすぐ目の上には大入道の十二階が追っかぶさるようにそびえロックのざわめきが家々の屋根を越して漂ってきた隠す気だなはっ <laughs> 隠すがいい。 だがおめえに言っとくがなあの女はただの女じゃねえんだぞその証拠には生まれ故郷を聞いてみたがいいめったに言うもんじゃねえから前科者はそこの暗闇の鉄柵にもたれ喜八をそばへ引きつけておいて妙なことを言い出した彼は何かの理由で喜八を胡蝶の色男かなんぞのように思い込んでいる様子だった喜八は 複雑な気持ちで酔っ払いの言葉を聞いていた返事をすべき時にもわざと黙って先の言うままに任せたあいつの席を笑うとなおめえ人外の子なんだぞ驚いたか男はそれから長い間かかって胡蝶の身元を説明した彼が紀伊半島の南端のある孤島の 物ばかりの部落にさすらっていったこと、その部落でたった一人まともな顔をしていたあの娘に出会ったこと、彼女がどんなふうに部落外の生活を熱望していたか、したがって親子ほども年の違う、どこの馬の骨ともわからない彼のような男になびいたか、それらの行き先を非常識とも見える熱心さで物語った。その様子が、 生酔いの作り話ではなかった喜八はさすがに驚いた彼は男の意志に反してむしろ胡蝶の痛ましい身の上を憐れまないではいられなかった同時に彼女の境遇につけ込んだ男の所業を肉々しく思ったどうだこれだけ聞いたらおめえもあの女に嫌気がさしただろう手を引くがいいぜ どこへ持ち出したって俺のほかにあいつの亭主はねえやつだなるほど俺は半年ばかり旅行してあいつの面倒を見てやらなかっただが帰ってくるや元の亭主に違いながろうじゃねえかそれよ、亭主の留守をいいことにしていつの間にか色男をこしらえやがって俺の顔を見ると逃げ出すって方があるけえなあおめえ 前科者はもうだいぶ酔いがさめたらしく抜け目のない悪人型に変わっていたしかし喜八の目にはそれが気味悪いよりはむしろ不憫に見えた悪人なんてつきあってみれば世間の善人たちよりはよっぽどお人よしな組みしやすいものだという感じがした頼むから教えてくれなんぼ汚らわしい女でも 俺にとっちゃ大事な女房だよ頼むからあいつのいるところを教えてくれ何を言っても喜八は黙っているので男は妙な目遣いをして下でにてただって本当に知らないんだよ喜八はやっとしてから突っ放すように言ったそんなふうに芝生っ気を出すほど余裕が出ていたよし前科者は いきなり腹かけのどんぶりへ手を入れたかと思うとカチャカチャ言わせながらきらりと光るものを抜いた白鞘の担当だった喜八はそれを見ると心臓の辺に金属製の冷たさを感じたそしてにわかに動機が早くなったその刹那から相手がやっぱり非常に偉いものに見えだしたこれでね あいつをやっつけるつもりだったのよなにおめえをどうしようというのじゃねえこがることはねえさあ教えてくれあいつはいったいどこにいるんださっきから言うとおりギハチはそうなるともうべそをかいてそれは君の誤解ですよ僕はただ胡蝶という踊り子を見知っているだけでべつに何も関係があるわけじゃないんです どうか弁してください。もう遅いんだから僕は帰らなくちゃならないそれからしばらく緊張した問答が続けられた前科者の白人はしばしば喜八の前に踊った結局喜八は彼の下宿まで男を同伴することによってこのいわれなき嫌疑を晴らそうとした二人はよそめには仲のよい友達同士のように手を取り合って その実前科者は喜八の逃亡を恐れて彼の手を離さなかったのだが浅草裏の暗闇の路地を縫って喜八の宿へと急ぐのであった十五。野崎三郎は水底に眠る幼女の図を仕上げる暇まひまには日課のように 森の中の中底なし沼のほとりをさまよったその日もそれは彼があの不思議な子守歌を聴き闇の中に消えてゆく女の後ろ姿を認めた夜からちょうど3日目の夕方であったが彼はいつもの通り沼の岸にうずくまって動かぬ水を眺めながら果てしもなき物思いに沈んでいた巨大なる木々の小に雲と群がり 炎ともゆる若葉の色が沼の上を妖艶に彩って微動だにもせず途方もなく大きな無限劇の舞台装置を成していた目地の限りのワカメから霧と吹き出す悩ましき初夏の香りは三郎の汗ばんだ肉体をよじらせて亡き恋人の空いっぱいの幻影を浮かべ桃色の雲のラジオは小杖を踏んで沼を覆うて 彼の頭上にうごめき狂うのであったふと聞くと幻は奇妙な音を伴っていた森の小鳥のささやきかそれとも三郎自身の耳鳴りかある年もなき歌声はそよ風のように続いては消え消えてはまた続いたあ,あやっぱり子守歌だ三郎は夢から覚めたように 怪しく懐かしきその歌に聞き入った。歌の主は木の間を抜ってほいっぽサブローの背後に近づいてく。彼はしかしわざとその方を振り向かず元のままに沼の表を見つめていた。今度こそはとっ捕まえてやるぞ。ちょうど干木の葉がくれにうずくまっていたのを幸い獲物の近づくのを。 息を殺して待ち構えるけだもののように耳をそば立てて動かなかった5分10分歌の足並みは父として進まないそこであまりの待ち遠しさに三郎は今にも茂みを踊り出そうと身構えた時その時だった「うー」と骨の髄を震わすような一種異様なうなり声が起こって それと同時に子守歌は断ち切るように消えてしまった一瞬間立ちつくんだけれど次の瞬間には三郎は森の中へ走っていた声の見当をめがけて大木の幹から幹を縫って走った森の中はもう暗くなり始めていたふと彼にこの前お蝶を探し回った時の情景を連想せしめた 得体の知れぬ戦律が背骨を走った確かにその辺だったと思う場所に達しても人の姿は見えないそれらしい気配も感じられぬ子守唄の主が何人であったにせよそれは不思議にお蝶の場合と似通っていたあの時は沼に身を沈めたという痕跡があったけれど今度はそれさえも見えぬ 森は果てしもなく深いのだしまたあの叫び声は必ずしも忌まわしき出来事を告げるものとは決まらぬが夕闇の森の中をあちらこちらと歩き回っているうちに三郎はそんな風に感じないではいられなかったふと見れば足元の笹の葉隠れに白いものが落ちている下駄の先で蹴返すと意外にも 細かくたたんだ手ぬぐいであった。それがちょうど小森唄の消えたとおぼしきあたりなのだ。先ほどから幾度も通ったところなのに、どうして見逃していたのかと不審に思いながら、広い上げて広げてみると、豆搾りのまだ新しい手ぬぐいだ。小森唄の主の持ち物か、それとも村人の誰かが行きずりに落としたものか。 森の下つゆに濡れた様子もないところを見れば、それを落としたのはおそらくは今日のことだろうが、この道もない森の中を彼のほかに小森歌の主のほかに誰か通ったものがあるのだろうか。サブローはともかくもこの一枚の手ぬぐいの語る意味を考えながら思わぬ獲物を心やりにいよいよ迫る夕闇の中をひとまず宿に帰ることにした。 彼は別荘に帰る前に一応もみ山ホテルの本館に立ち寄って事の司祭を宿の主人に告げただが主人とても別段の考えがあろうはずはなくただ不思議なことだと小首をかしげるばかりだった別荘の旧御しらへのアトリエに帰ると夕飯の禅と一通の手紙とが待っていた手紙はかつて彼にお蝶を紹介した男からで 三郎が首を長くして待ちかねていたものだった彼は食事の箸を取る前にまずその手紙を開封してみた「前略先日とりあえず電報いたしおき総郎通りご依頼のお蝶の身元は手を尽くして探索いたし総郎にもかかわらずいまだに判明つかまつらず並行いたしおり総郎」 彼女を小生に紹介したるモデルやも知らず彼女が以前、俗しいたる舞踏団に問い合わせたるも判明せず彼女の芳賠なりしという踊り子たちも彼女の身元については何事をも存じおらずもはや問い合わすべき心当たりもこれなし次第にてこの上は警察沙汰にでもいたすほかなきかと存じおりそうろうところ昨日、浅草公園において図らずも 旧友上村くんに行き合い道くんより耳寄りの話聞き込み申し騒動上村くんは我々と同じ学校の卒業生ゆえ既形も無論ご存じの間柄かと拝察いたし騒動くんはなかなかの浅草通にて「胡蝶」という芸名によってお蝶を存じておるのみならず他に「主々面白き事実」を握り寄るようにこれあり その上、非常に気を好む性質と相見え小生の話を聞きてぜひ一度 S 温泉に行ってみたしなど申し入れろう。道君の言うところによればお蝶はある機械なる片輪部落に生い立ちしもののよしこの事実は奇形の彼女に対する言われなき執着と悲嘆等を緩和するには最も適材かと存ぜられろう。 のみならず、彼女の変死はあるいは暴殺なるやもはかりがたくさらにその犯人の心当たりさえこれある様子にござ騒々ううそれはともかく既敬のご近所は友人としていかにも懸念に耐えずこの際上村君のごとき人道君は必ず既敬の良き話し相手なりと信じており騒々ううが 基地を訪れ「帰京を慰めくれ総郎ことは最も好ましき儀につき道君にその意向ありしを幸い早速基地に赴きくれるよう時務め総郎ところ道君は即座に同意いたし明日の夜行にて出発する手はずに行こざ総郎」「基地到着は多分明後夕景ならんと存じい総郎」 斎は道君より申しあぐべく揃へども小生らは騎刑が一日も早く基地を引き上げられ再び昔の画質にて絵筆に親しまれんことをせつにせつに祈りよる者にござ揃ろう手紙はそれで終わっていた三郎は長い巻き髪を手にしたままこの異様なる放置に胸を躍らせた 文中お蝶はある機械なる片輪部落に生い立ちし者よしというところが妙に心を打った片輪部落などというものが日本のどこかにあるのだろうかそれにしても妙号有形といえばちょうど今頃である京弁鉄道の時間を考えてみると上村喜八の車はもうやがて到着する時分だった 上村とは三郎も在学当時親しく付き合っていたその旧友が今不思議な放置をもたらして彼のところへ急いでいると知っては三郎は待ち遠しさにじっとしていられなかった彼はともかくも別荘の表に出て上村の車を待つことにした見ると向こう側のもみ山ホテルの玄関には宿の主人と例の新道という男が 夕闇に包まれて立ち話をしていたその二人の妙に親しげな様子を見ると三郎は何とも言えない変な気持ちに襲われるのであったやがてほどなく人力車の鉄腕のカラカラという響きとともに街道の彼方にそれらしい姿が見え近づくに従ってそれが久しぶりの上村喜八に違いないことが分かった三郎は 思わず両手を振って叫んだいやあ上村君じゃないか車上の人は直ちに応じた野崎君ですかそして人力車のかじ棒は別荘の門前に降ろされたしばらくでした溺愛らしいあ服に鳥打ち棒の上村は車を飛び降りるといそいそとして挨拶したそして 三郎の後について門を入りながらふともみ山ホテルの玄関の方を振り向くと「どうしたというのだ」はっと色を変えて立ちすくんでしまった向こうでも不思議なことに神道という男が同じ状態になっていた彼らは互いに親の敵にでも巡り合ったような恐ろしい目つきで数秒の間にらみ合っていたがやがて双方から 一種異様の苦笑を持ってうなずきかわすと上村はさっさと門内に法を運んだこちらでは三郎が向こうではホテルの主人がこの二人の異様な対面をあっけに取られて眺めていた彼らにはおのおの違った意味でそれが何かの強調のように思われるのであった 上村君、どうしたのだ野崎三郎は彼の案内も待たずにずんずん別荘の中へ入っていく上村の後を追いながら声をかけた黙ってまあこちらへいらっしゃい上村は非常に興奮した様子で息さえ弾ませながらまるで彼の方が主人役ででもあるように乱暴に靴を脱ぐと いきなり式台へ上がりちょっと振り向いて野崎を手招きしたままさも案内顔に奥の座敷へと踏み込んでいくのであったああいいつつだ、あいつですよ。それはちょうど野崎が画質に使っている最も奥まった部屋であったがそこの半ば出来上がったカンバスの前に植村喜八はどっかり座るがいなや役者のような大げさな見えをして。 あいつがの亭主ですよ自分でそう言っているのです恐ろしいやつですと突然妙なことを言いだした三郎はさっきの門前での様子からあいつというのはホテルの客の新道を指すものと想像したがその新道がお蝶の亭主とはあまりに意外な事実であった彼はあっけに取られはにらて、 植村の蒼ざめた顔を眺めるばかりであった。お蝶。踊り子の胡蝶を知っているんですってね。あの、浅草に出ていた。三郎は植村の言う胡蝶が果たして、彼のお蝶かどうかを怪しみながら、ちょうど顔を形ぐらいはわかるほどに出来上がっていた水底ラジオの像を目で教えつつ聞いてみた。ああ、胡蝶ですね。 そっくりだ。すると上村はカンバスを振り向いて今ら友達の才能に驚いた様子ですばらしい出来ですね水の底ですか間違いありませんこの人ですよお蝶さんと言いましたかね今の男はこの人のどうも真実の亭主らしいのだあいつ ででね、をを振り回しててお長さんを追っかけていたのですよ。僕がどうしてそれを知っているかというと実はこんなことがあったのだ上村はだんだん昔の存在な口調に変わりながらかの浅草での恐ろしい経験談を語り始めるのであったそれを語ることは彼がこの温泉へやってきた目的の一つでもあるわけなのだ 野崎三郎は「聞くに従っていよいよ神道と自称する男を怪しまないではいられなかった」「彼がちょうどお蝶の変死を遂げた時間に紅山ホテルへ到着していること」「観察すればするほど風彩と言語挙動とが妙にちぐはぐで秘密的でなんとなく疑わしい点など全て上村の経験談と一致するのである」 するとお蝶はかつてはあの卑しげな男の女房であったのか思いわせば彼女が東京を離れたがったこと出発の際の落ちうどめいた様子といい返死を遂げた日の物おじをした挙動といいすべて進藤の追跡を恐れ一つには彼の口から彼女の忌まわしい身の素性の漏れることを気遣ったがために違いない そうとわかればなおさらにお蝶のいじらしい心根が三郎を愛していればこそそれほどの心遣いをしたのに違いない彼女の心根が彼には身も世もあらずいとおしく悲しく思われるのであったお蝶の素性がどうであろうと本人のお蝶にしてはそれが三郎の耳に入るくらいならいかに恋しい人とはいえ 恋恋しければ恋しけけ、ればいだむしろ彼の前から永久に姿を消してしまいたいほどに思ったことであろうけれど三郎にとっては彼の激しい恋の前には言うまでもなく一個の値打ちもないほどの事柄であった彼にはお蝶を失ったことがただもうそれのみが悔やまれたもしその下手人が 果たしてであるならば、十中八九はそうらしいのだが彼の首根っこを押さえつけてぎゅうぎゅう言わせながら「俺の俺の恋人をもともとどおりにして返せして返せ!と」と怒鳴りたいほどにも思うのであった上村の話が一段落ついた頃にはそういうわけで野崎三郎はほとんど逆上の体であった 薄らぎ始めていた心の痛手が進藤という対象を見いだしたことによってお蝶変死の当時にも増して激しくうずき出すのであった話し手の上村喜八も生来事件好きで感激屋の彼は言うまでもなく興奮していた彼らは真っ暗に暮れてしまった座敷の中でランプを灯すことさえ忘れ無論食事など思い出す余裕はなく 夢中になって話し込んでいたあら真っ暗ですのねどうしてランプをおつけにならないのそこへホテルの女中が入ったき尊敬な声を出した野崎さんお客様がいらしたのでしょうご飯を差し上げなくていいのですかお湯もいかがですって旦那が伺ってこいってああそうだった君どうするお湯かご飯か この温泉はちょっと風変わりなんだよ。サブローはやっと気がついて、姉さん、ランプもつけておくれ。それから僕はご飯にしよう。田舎者の女中は、プサホにクスクス笑いながら、竹の大ランプに火を入れて、彼らの間へ運んできた。じゃあ、僕も先にご飯をもらいましょう。すっかり話に気を取られてしまって。植村は、 そんな場合にもかかわらず妙に上っ調子な言い訳めいた口を聞いた十七。新といいううお客さんが来ているそうだね。上村喜八は野崎などに比べて生来口数の多い方であったしそれに局外者であるだけに探偵気取りの浮いた気持ちも手伝っていたのであろう。 お給仕に来た女中を捕らえて、早速こんな風に始めるのであった。ええ、おいでになります。主人の旧友だっていうのは本当かい？そうなんですって。妙ななまりの東京弁で、しかしなかなか話し好きと見えて、女中は快活に答えるのだ。でもおかしいですわね。あんな人、うちの旦那のお友達だなんて。 彼女はそう言って賛成を求めるように三郎の方を見るのであったおかしいって何か変わったことでもあるのかいええー、別に変わったことってないですけれどうちの旦那とはまるで人柄が違いますもの言葉遣いだってすることだってどかたか人足ですわ嫌な人ったらありゃしませんあらあ <laughs> 私口が悪いですわね。ああ、そうそう。君に聞こうと思っていたんだ。ふと思い出したように、サブローは懐中から細かくたたんだ手ぬぐいを取り出し、それを広げて見せながら、この豆しぼりの手ぬぐいに見覚えはないかね。ついさっき表で拾ったのだよ。生きながらだからこの辺の人が持っている品じゃないと思うが。言うまでもなく。 それは彼が森の中で子守歌の主を探している間に拾ったものであったその落ちていた場所がちょうど子守歌の消えた辺たりにありそこから妙な悲鳴に似たものが聞こえたことを考えるとたとえお蝶の返しに直接の関係はなくともその豆絞りの持ち主に対して一種の疑惑を抱かないわけにはいかぬのである魔法、まあ、どこに落ちていましたの 女中はっそく応じてそれはあの進藤さんのですわさっき進藤さんがお湯へ入るとき大探しに探していましたのよほかに豆搾りなんか持っていらっしゃる方はありませんからこれがきっとあの人のですわそうかい進藤さんのだったかいそこで進藤に対する異様な疑惑は一段と影を濃くしたわけであるが 三郎はそしらぬふりで、しかし手拭いは再び懐中へ入れたまま、持ち主に返してくれとも言わず、さらに別の方面から質問を発してみるのであった。ホテルには子守唄の上手い女の人がいるね。よくいい声で歌っている。あれはいったいお客なのかいそれともうちの人なのこのことは、これまでとでも機会あるもとに、 ホテルの主人をはじめ召使いなどに尋ねていたのであるが誰も彼もそんな人はいないと答えるばかりで少しも要領を得るのであったそれを三郎は今日の新しい出来事のためにさらに改めて尋ねてみる気になったのであるすると女中は彼女もまた他の人々と同じようにハッとした素振りを見せわざとらしく そのようなな女はいないはいいずだと主張するのだったこの狼狽ホテルの人々が子守唄の主を訪ねられるごとに決まったように示したこの狼狽は一体何を意味するのであろう疑わしいのは一人神道ばかりではなかった正体の知れぬ子守唄の主もまた奇怪な謎に包まれていたのである 三郎と上村とはやがて食事を済ませ女中を返してしまうと豆絞りの手ぬぐいのこと子守歌の女のことそしてそれらの疑うべき事実が全て彼の一心に集中しているかに見える異様の人物神道のことなどをそれからそれへと語り合うのであった君は怖くはない。三郎は、 ふととそんななことを聞いてみたくなったくっ彼は向こう側のホテルの中で新道という男がどんな心持ちでいるかを想像した新道にとってはもし彼が下手人であるとすれば上村と顔を合わせたことは致命的と言ってよかったそれでもなお彼はず々しく滞在を続ける気であろうかもしや逃げ出しはしないだろうか あるいはまた上村に対してある恐ろしい陰謀を企んででもい,いはしないか怖くはないさ上村はわざと子供投げに答えた彼はそんな男であったあいつは君が来たのを知って逃げ出しゃしないだろうかもしあいつが犯人なら逃げ出すはずだねそれにしてもあいつはどうしてこんなに長く滞在しているのだろうね 目的を果たしてしまったら早速出発しそうなものだねわからないあいつ何をやったのだかまた何を考えているのだかまるでわからないちょっとこう奥底の知れないところがあるホテルの主人と友達というのは本当かしら本当らしいだがそれからして第一不思議だね来るじゃないだろうねまさか ホテルの主人も多少もてあまし気味の様子なんだ友達だ友達だと言って表面上はさも親しそうにしているけれどなんだかお互いに敵意を持ち合っているようなところもある実際変な具合だよ一度ホテルの方へ行って様子を見るかまさか人目のあるところでいつものように担当を抜きもしまいからそうだね例のお湯もあるんだからともかく向こうへ行ってみよう 三郎は妙に真実らしくない気持ちであった神道がお蝶の下手人であったりその神道の動静を彼らが探りに行ったりすることがなんだかお芝居めいてこの世の出来事らしくなかった第一お蝶が死んでしまったということすらともすれば夢の中の事件のようでふと覚めてみると当のお蝶はいつもの通り 彼の枕辺に座っているのではないかなどと思われるのであったランプの赤い火に照らし出された山中の廃屋のたたずまいは怪しくも夢の舞台にふさわしかった十八野崎さんにはまことうも。 申しようのないお気の毒なことでございまして、どうかまあ、せいぜい慰めておあげ遊ばしますように、これで私どもも心丈夫でございますよ。毎日あんなになすっていては、ご病気でも出なければいいがとお恩じ申してみたところで、私どもの力では、どうお慰めのしようもないのでございますからね。 もみやまホテルの浴場の例のオーマナ板の上で植村の裸体をシャボンの泡でこね返しながらホテルの主人は癖のバカ丁寧な言葉遣いでくどくどと話しかけていた太っちょのお人好しなあから顔が淡いカンテラの光に照らされていた野崎君とは学校時代からのお知り合いでね植村は 泡の中から気だるい声で物を言ったそれはそれは何より好都合でございますね主人は大きな2つの手のひらで上村のお尻のところをぬるぬるやりながら答えた漆喰の洗い場一面にぼんやりと非常に大きな影奉仕がうごめいているさっきホテルの入り口に。 あなたと一緒に立っていた神道という人ねあの人を僕は知ってますよあなたとは親しい間柄のようですねええ古い友達でございましてねやくざのでしかたがないのでございますよご商売は別にこれといって決まった仕事もないような始末でちょうど 野崎のあれの亡くなった日にここへ来られたのですってね。そうそう。そういえば、神道がここへ着きましたのは、あの日の夕方でございましたよ。彼らは、黙っている気まずさを避けるために、ごくつまらない世間話を話し合っているとでも言った風で、一方はさも物上に、一方は礼儀正しい言葉遣いで問答を続けながら、その実、 双方とともどどれほど緊張していたことであろう上村はあん馬台の上に横たわった姿勢でそのまま筋肉が硬直した感じだったしホテルの主人の方でもマッサージの手がさっきから一つところばかりをほとんど無意識になで回しているのだったあなたはあの人と死んだ野崎くんの女とがどんな関係だったかご存じですか上村は わざと主人の顔を見ないようにしてほとんど目を塞ぎたいような気持ちでやっとこの質問を発したそして言ってしまったからはっと飛んだことをしたと後悔していた関係と申しますとところが案外主人は落ち着いていたあの人自身が僕に言ったことがあるんですよ 野崎君の女は以前あの人の女房だったってその時上村はマッサージの手がぴったり止まってしまったのを感じたでも彼は話をやめないでやめようにもやめられない勢いで続けていったそしてね彼はお芝居っけたっぷりに声さえ潜めた担当を持ってあの女を追いかけ回していたこともあるんですよ 真男をしたというのでねそれを聞くと相手は長い間黙って手の方は無論お留守でぼんやりと何か考えている様子だったがしばらくしてハッと気を取り直してあんまを始めながらちょっと考えめいた口調でこんな風に答えるのであったそうですかそしてまたちょっと黙って。 そうですか。私もどうもおかしいおかしいと思っていたのでございますよ。さっき旦那様がいらして、ひょいと顔を合わせましたときにね、あいつ真っ青になって、その慌てようったらありませんでしたからね。それにしましても、あの男が、まさか。まだ立つようなことはないでしょうね。 神道でございますかそんな様子でもありませんがもしあれにやましいところがあるのでしたらこいつは逃げ出したいのが人情でございましょうね主人は意味ありげに言うのであったこれらの言葉から察しても彼と進藤との間柄がさっき野崎が想像したようになんとなく気まずくなっているらしいことが分かった実はね こうして僕が湯に入っている間野崎くんがあの男の部屋を見張っている手はずなんですよ上村は主人の心持ちがわかるとだんだん大胆になりながらもしあの男が悪人だとしたらあなたはあの男をかばってやるつもりですかい,いえい,いえそんな義理なんかありゃしませんひょっとしてあいつが 野崎さんの奥さんのことに関係でもあるのでしたら、まさかとは存じますが、あいつのそぶりといい、これまでの行情といい、全くないこととも言い切れませんので、もしそんなことでしたら、私どもでもただは起きません。あいつにはもうそうでなくともずいぶん迷惑をかけられているのでございますからね。僕はね、 十中八九進藤が野崎君の女を。植村はさすがにちょっと躊躇して。殺したのではないかと思うのですよ。それでございます。その自分には植村は大まな板の上に座り込んでしまい。主人もその前にしゃがんで、よそ見には甚だ滑稽な格好をして。しかし。 本人たちは大真面目のひそひそ声で話し合っているのだったそれでございますよ主人は一段と声を潜めながらあの日野崎さんの奥様があんなことになりました日に神道はここへ参ります前に一度森の方へ行っていた形跡があるのでございます寂しいところで誰も気づいてない様子でございますが 私がおりよく玄関にいてあいつの入ってくるのを見ましたのに駅の方からではなくて森の方からやってまいりましたその時も妙だなと思いましたけれどお話のように深いわけがあろうとは存じませんでしたのでつい今まで忘れていたのでございますよへえ森の方からやってきたのですか じゃあいよいよ怪しいそれまで分かっていてはもう売っちゃっておくわけにはいきませんね上村はなんだか名探偵にでもなった気持ちで怖い中にも言い知れぬ得意を感じながら興奮しきって言うのだった19それにしてもいぶかしいのは 自身の落ち着き払った態度であったこちらでは今にでも警察に知らせようとまで意気込んでいるのに相手は逃げ出すどころかかえって腰を据えていつまでも登竜を続ける様子が見えたもし彼が犯人だとすればよほど確かな言い逃れがあってそれで鷹をくくっているとしか考えられなかった上村をはじめその規制に押されて ちょっと手出しでできない形である。駐在所へ知らせておこうという説も出たけれどそれを決行するほどの確証もなく相手が逃げるわけでもないのでともかくもう少し様子を見ることにした翌日上村は野崎を促して問題の間の沼を見に出かけた上村は彼自身の観察によって そこから何かの手がかりをつかむことができるかもしれないと考えたのであった神道が逃げ出すようなことはまずないのだしホテルの主人が彼のそばについているのだからこの方は心配しないでもよかった沼は相変わらず無表情に黙りこくってどんより曇った空を映していた森は深い闇を包んで威圧するように沼の周りに迫っていた 死体が浮き上がらなかったというのはどう考えても変だねそんな底なし沼なんてものがあるのだろうか上村は岸の朽ち木に腰掛けて不気味そうに前の沼を眺めながらつぶやくのだった昔からたたたびびそそんなことがあったのだそうだうよ。野崎とてもなんとなくその伝説が信じがたいものに思われた他の方法で殺しておいて、おい 歴史したたよううに見せかかけたのではないだろうかそして死骸は別の場所に隠してあるのかもしれないねそういうことも考えられるねこの深い森だもの人間一人隠すぐらいわけないからねそうだね野崎は別のことを考えているのか上の空で相図を打っていたすぐこの辺りの草むらの中かもしれない。 上村は小高くなった草むらを刺しながら気味悪げにそんなことを言ったりした彼らは同じ場所で長い間話し合っていた犯罪のことがいつの間にかお蝶の思い出話に変わったりしていた三郎は沼を見ていると決まったように幻想的になった神道などの姿は消えて沼一面のお蝶の肉体が 悩ましく彼に迫ってきたお<や>ふと上村が話を中絶して聞き耳を立てた彼らはじっと目を見合わしてしばらく黙っていた後ろの茂みで物の動く気配を感じたのだ誰だ上村が立ち上がってどなりつけた鳥か何かだと思っていたのが案外大きな生き物らしく それにあえぎさえ聞こえるように思われた上村は木の枝をかき分けながら勇敢に生き物の方へ迫っていった大きな黒い塊はまだじっとしてこちらの様子をうかがっていた木の枝のペシペシ折れる音が続いた上村と怪物の間は一歩一歩狭まっていった野崎は 上村のがらにになない虚勢しながらも、彼の通った陥木の割れ目を同じようにかき分けて進むほかはなかった黒い生き物はもうじっとしていられなくなった彼はにわに立ち上がると一目散に逃げ始めた見ると意外にもそれは2本の足で人間のように走っていた顔のところは黒いもので包まれ たいにのような毛が生えていた人間であるか獣であるかちょっと判断のできない一種異様の怪物だった相手がもろくも逃げ出したので追っ手はにわかに元気づいたこの場合勢いとしてあくまで追撃するほかに方法はなかった怪物は非常に狼狽しているらしく苔つまろびつ森の下闇を逃げまどった の幹に隠れようとしては思い返して走った行く手に隙間もなく枝を交えた陥木の壁が現れた人間技でそこを通り抜けることは不可能に思われたもし怪物がそれを迂回していれば追っ手は近道を通って相手に追いすがることができるのであっただが死に物狂いの怪物はどう思ったのかいきなりその茂みに突き入った 追ってはなをかえる余裕もなかった彼らもまた茂みの中へ分け入るほかはなかったところが案外にもそこには外部から分からぬほどの細い通路があったそして二三度それを折れ曲がると茂みの向こう側に削ったような山の岩肌が現れてそこにぽっかり黒い洞窟の入り口が開いていた 怪物は追い詰められたウサギのようにその洞窟の中へ飛び込んでいった野崎らは無論それに従って進んだ洞窟は人一人やっと通れるほどの広さで果てしもなく奥深く続いていた23軒も進むともうあやめもわかぬ闇であった彼らは闇の中におぼろにうごめく怪物の気配を頼りに 思わずも奥深く進んでいった。それが彼らにどのような恐ろしい運命をもたらすかそんなことを考えているいとまはなかった勢いに乗じて10軒も踏み込んだであろうかやがて洞窟の中には少しの明かりも届かずわずかに見分けられた 両側の苔むした石壁も今はまるで見えなくなった真っ暗な中で紫色の輪のようなものが目の先をチラチラした耳を澄ましてみても怪物はどれほど奥へ逃げ延びたのかこの洞窟はどこまで続いているのかもはや何の気配も聞こえては来なかった上村君野崎君 彼らは少し怖くなって闇の中で呼び交わしながらお互いの体を探り合ったそして申し合わせたようにじりじりと入り口の方へ後じさりを始めたその瞬間黒い風のようなものがさっと彼らのそばを通り抜けて入り口の方へ飛んでいくのを感じた荒い毛皮の手触りがどうやら先ほどの怪物らしかった 言い知れぬ恐れが思わず彼らを立ちすくませてしまった出ましょう。だが待ちたまえ。そして2人はしばらく様子をうかがっていたと真に身のすくむ思いだったド,ドドドドッと地響きを立てて何かの崩れる音が聞こえてきた たちまちま危険という感じが彼らの頭にひらめいた彼らは手を取り合って一目散に洞窟の入り口へ突き進んだだが走るに従って目の前に開けてくるはずの入り口の明るみは一体どこへ行ってしまったのかまるで見えなかったそしてやがて突き当たったのは意外にも洞窟の行き詰まりとも見える一面の石の壁であった 暗中戸惑いをして帰るべきを帰って穴の奥へと進んだのではないか2人はとっさの場合ふとそんなふうに考えたでもいくら暗闇の中でも前と後ろを取り違えるはずはないさては今の地響きはどうかしてひょっとしたら怪物の悪巧みで洞窟の入り口が崩れ ふさがってしまった物音ではなかったか。気のせいか石壁の向こう側では岩崩れの土ぼこりの中でゲラゲラ笑っている黒い怪物の声が聞こえるように思われたもはや疑うところはなかった彼らは明らかに怪物の術中にはまってしまったのだ2人の熊手のように曲がった指がそこの石壁を 隙間もがなと書き探し押し試してみたけれど何のかいもなかった崩れ落ちた部分はよほどの面積らしく糸ほどの光もささず根を生やした巨岩は2人3人の人力でどう揺るがすべくもなかったどうしよう上村喜八が泣きだしそうな声を出したダメだね野崎三郎も、 さすががに動機が高まってい生き埋めを感じながら2人は暗闇の中で互いの激しい呼吸を聞き合った妙に舌がもつれ喉が渇いて物を言うのが苦しかった奥の方に抜け道があるかもしれない上村が叫ぶように言って三郎の手を引っ張った二人は闇の中を、 岩角に突き当たり手と言わず足と言わず擦り傷をこしらえながらでもそれには少しも気づかないで滅多無性に洞窟の奥へと走ったよほどの距離であった走っている彼らにはそれが数兆にも感じられた上り下り右に折れ左に曲がり時には張って通らねばならぬほど狭くなったりして 穴は永遠の闇へと続いていた彼らはその地獄への道のような安道を幾度元へ引き返そうとしたかしれない得体の知れぬ闇の恐れがいくたび彼らを立ちすくませたかしれないでも死に物狂いでただ進むほかはないのだそのほかに逃げ道を求めるすべはないのだ しかしついに彼らは穴の行き詰まりに達したやみながらなんとなくそれが感じられた両側の石壁がなくなって少し広い場所であった足元には何か得体の知れるものがゴロゴロしていた中にはふわりとやわらかいものもあったもし彼らが念入りに手探りをして その者どもの正体を明らかにしたならばどれほど驚いたことであろうが彼らにしてはそれどころではなかった今までは両手で左右の壁に触ってきたのが一方の壁がだんだん遠ざかってついにはどんなに手を伸ばしてみても届かなくなった彼らはやむを得ず一方の壁を伝って進んだそして1 5六6軒も行くと再び狭い道になり 左右の壁が同時に感じられた。おかしいぞ。敏感なサブローがまずそれを察った。これは君後戻りだよ。広いヤきチをぐるっと一回りして、また元の狭い道へ帰ってきたのだよ。それに違いないよ。そういえば、なんだか変だね。上村もやっとそこへ気がついた。 彼らは一方の壁に触って空き地の一周を一回りして元の道へ戻ったに過ぎないのだ闇の中で角度がはっきりしないためにやっぱり前進しているような錯覚を起こしていたのだつまりそこの空き地がちょうど寒暖計の水銀だめの形でこの洞窟の行き詰まりになっていたのであっただがもしそこが行き詰まりだとすると 彼らはこの生き埋めからもはや永久に逃れるすべはないのである彼らは狂乱して空き地の周りをたたき回った長い暗道を2度3度後戻りして岩崩れで塞がれた入り口をかいなく探り回ったしかしどこにも彼らの逃げ道はなかったこの上は何か獲物を探して 岩の隙間の地肌を掘り返して地上に抜け出るほかはなかったでもそのような柔らかい地肌が見つかるであろうかこの洞窟は少しの隙間もなく頑丈な岩ばかりで取り囲まれているのではないだろうか暗闇の手探りでしかも半狂乱の彼らにはそれさえはっきり分からなかったやがて彼らに疲労が来た 狂い疲れた2人はまた洞窟の行き詰まりの空き地へ戻ってそこの片隅にぐったりと崩れてしまったそして刹那の焦燥が落ち着くと今度は本当の底知れぬ恐怖が心の奥から湧き上がってきた墓穴の不思議な孤独が冷たい闇の中を徐々に締めていった そして彼らの目の先の黄色や紫の輪がかつて見た死人たちのものすごい臨終の姿と入れ混じった21あの黒い怪物は一体何者であったか彼らを洞窟に閉じ込めた岩崩れは果たして 怪物の悪巧みであったかそしてまたこのいわくありげない岩穴はどうしてできたものか部落の人々はなぜそれを知らなかったのか数々の疑問が彼らの頭にひらめいては消えた彼らはそれを続けて考える気力を持たなかった死の恐怖ともしや逃げ道を見落としてはいないかという悩ましき少量とで 心がいいっっぱいになっていたダメだろうか上村のささやき声が全く別人のような調子で聞こえたダメかもしれない三郎の声もほとんど絶望していた彼らは長い間じっとしてお互いの声の方角を見つめたまま動かなかった闇は千金の重さで 彼らのの上にのしかかるその目に見えない圧力のために身動きもできぬ感じだったどれほどそうしていたかやがてパッと稲妻のような光がはるか彼らの頭上ではためいたあとで考えるとそれはさほど明るい光ではなかったのだが闇に慣れた目には稲妻のように感じられたのである彼らは その一瞬間にいろいろな出来事を見て取ることができた今まで彼らは洞窟の天井のことを観客していたけれど地底の空き地は左右の壁が広くなっているばかりでなく天井もまた非常に高いことが分かった彼らのいるところはいわば巨大な井戸の底のような場所だったそのドームのようになった天井の中央に 小さな揚げ豚がついていてそこへよじ登るなどは全く不可能なことであった今まで少しも気づかなかったけれどそこから下の地上まで細い縄はしごのようなものが垂れていたパッと揚げ豚が開かれるとその罠から一塊の黒い物体が途中縄はしごに絡まりながらでもそれにすがりつく余裕はなく ひどい音を立てて空き地の中央に墜落したそれはどうやら人間らしかったと同時に上で誰かがたぐっているのか長い縄ばしごがスルスルと引き上げられてそしてバタンと揚げたの閉まる音がした全てが一瞬間の出来事だった光というのは むろんその揚げ豚の隙間から差し込んだもので実際は鈍い光だったかもしれないのだが闇に慣れた2人の目にはそれがまるで稲妻のように感じられたのであったこの様子では彼らの生き埋めはやっぱり怪物の悪だくみに違いなかった揚げ豚の上で縄ばしごをたぐり上げたのも同じようにあいつの仕業ではないだろうか そして、今墜落したののは、3番目の犠牲者であるかもしれないのだ。誰ですか三郎が大声で怒鳴ってみたけれど墜落者は死んでしまったのか答える様子はなく身動きの気配も感じられなかったそこで彼は空き地の中央へと張って行って手探りで墜落者の体に触ってみた ぐにゃりとやわらかい顔鼻の突起それから短い髪が手に触れた男だよ彼は上村に告げておいてから墜落者の体を激しく揺すぶりながら「おい君しっかり下え。と呼びかけてみた上村もそこへ張ってきて男の足をつかみ一生懸命に揺り動かしながら 同じように怒鳴った傷口とてもなく体の温かいところを見れば彼は今の墜落で気を失ったものに違いないのだがいくら揺すぶってみてもなかなか蘇生する様子がなかったい,やいいいやものがあった突然上村がとんきょうな声で叫んだ彼は失神者のたもとをガサガサ言わせている様子だったが。 やがてシュッという音がして洞窟内が昼のように照らし出された墜落者はたもとにマッチを持っていたのだ彼らはその光でまずお互いにちらと目を見合ってから申し合わせたように墜落者の顔を覗き込んだだがそこに眠っている人物を見分けると彼らは 思わず驚きの叫び声を立てないではいられなかったそれは実に彼らがお蝶の下手人と目指すところのかの浅草の公園の立ちんぼをもみ山ホテルの不思議な客神道と呼ばれていたあの男に違いないのだったこのように彼らを陥れた先ほどの黒い怪物はもし人間だとすれば 彼らを敵と目指す点から考えてひょっとしたらあれは振動が姿を変えたものではないかとおぼろげながらそんなふうに感じていたそれが今の様子ではその振動もまた彼ら同様の浮き目にあっているではないかとするとそこには彼らがこれまでまるで想像もしなかった 奇怪な人物が存在していなければならなかったどうう。したんだろうなんだだだろななか変な具合だね。上村も不審顔であった最初のが燃え尽くして第二のマッチがすられる頃にはそれでも進藤はやっと小気づいたのであった彼は妙なうなり声と一緒に上半身を起こし いひらい,いた目でびっくりしたように2人の顔を見つめたそれからキョロキョロ辺りを眺め回していたがやがて事情を悟ることができたのかいきなりちくしょうめ「畜生命」と叫んでよろよろと立ち上がるのだったまたマッチが消えてどすぐろの闇であった三郎と上村はその闇の中で 凶悪な進藤の心を吸いしかねて育児なくも逃げ腰になりながら相手の気配をうかがっていたおえさん方もうマッチはねえのか闇を伝わって進藤の声が聞こえてきたその調子には別段悪意を含む様子もなかった相手は弱っているそれにこちらは二人連れである何も恐れることはないのだ 上村は相手の声に応じて第三のマッチを吸った君、妙なところであったね。彼はそう言いながらマッチをかざしてグッと顔を突き出したいつか浅草であったっけね。男は存外穏やかだったお前さんこそどうしてこんなところにいるんだこの穴はどっかへ抜けられやしないのかれ、ね 君は誰かに突き落とされたんだよ。あいつは一体誰なんだい上村はまずそれを聞きたかった。何ね落とされたわけでもないんだが。それよりも抜け道はねえかしら。まさかこれっきり生き埋めてえわけでもなかがろうね。ところが抜け道は塞がれてしまったのだ。うっかりすると。 我々三人は生き埋めなんだよそりゃほんとね。さすがに悪党らしく相手は一向騒がなかったそして今消えようとするマッチの光で忙しく辺りを見回していたが何を驚いたのかあっといって飛びのく格好をしたとんでもねえ俺たちは墓場の中にいるんだぜみねえ そこいいらに転がっているのは、みんしか慌ただしく第4のマッチがすられた三郎も上村も逃げ道を探すので夢中になって今まで少しも気が付かず幾度もそれを踏みつけていたのだが見ればその辺の地上にまるで瀬戸物のかけらででもあるように無造作に転がっている白いものは。 疑いもなく人間の骨であった中には完全に5体を備えたまだ生々しいものも混じっていた気のせいかにわかに激しい周期が感じられたそれと同時に新たき死の恐怖が一層の力強さで彼らの身内に迫ってきたちょっとそのマッチを貸してみな。 しばらくたって進藤が闇の中で言ったそして手探りで上村からマッチを受け取るとそれを吸って洞窟の隅々を調べ始めるのだった言うまでもなく彼もまたサブローラと同じようにかいもなく外界への逃げ道を探しているのに違いなかった彼はマッチの棒を上に向けなるべく燃える時間を長くしながらそろそろと 空き地の壁にっって歩いていったジメジメとぬれているような角張った岩壁にマッチの光が赤く映ってその上に巨大な人影が揺らめいた影どもははるか頭上から哀れな小人たちをゆらゆらとあざ笑っていたそれが不思議にも三郎の目にはこの上もなく壮麗な一服の絵として映った うっ長田さんだ長田さんの死骸だ突然振動が叫んだ彼は岸壁のくぼみになっていたところを覗き込んでそこへマッチを差し向けながら女の死骸を動かしていた死骸だって三郎と上村とはもはや驚く力もなく夢見るような心地でそこへ近づいていったそら 長田さんだお前方は知るまいが蛍の親父の女将さんなんだ神道が肩に手をかけて引き起こした女の顔は苦悶にひん曲がってはいたけれど死んでから大して時間がたっていないらしくそのみずみずしさがかえって一層不気味に思われた三郎は四女の顔を一目見るとさあ と冷水を浴びた感じでそこへ立ちすくんだそれは実に彼がかつてもみ山ホテルへ到着した日暗闇の廊下の鏡の中に見たあの女の顔に違いなかったのである22これがホテルの女将さんだというのか 三郎はホテルの主人に細君のあることはかつて聞かなかったけれどこうした場合神道の言葉に嘘があろうとも思えなかったでは何かの事情で主人がわざとそれを隠していたのであろうかそれはともかくそのホテルの女将さんが森の中の洞窟で死んでいるというのは何とも奇怪な事実であったどうして君はそれを知っているのだね 三郎がそんな風に尋ねかけた時ちょうどマッチが燃え尽きて全ての光景が闇の中へ吸い込まれた神道は早速次のマッチを吸ったがしかし三郎の問いには答えないでだんだんイライラしながら急ぎ足に空き地の周囲を一回りするといきなりかの細い暗道へと入っていったさすがの彼も。 骸骨だとか死体だとかにおじけづいてじっとしていられなくなったものに違いないそれからしばらくの間進藤は物狂わしくちょうどサブローラがやったと同じかいなき努力を繰り返していたがやがて安藤の中から喜ばしげな彼の大声がしかしそれゆえにかえってものすごく響いてきたおい お前方も手伝ってくれここから抜け出せるよほとんど絶望の姿で元の場所に残っていた2人はそれを聞くとハッとして立ち上がったそして浅ましくも互いに先を争いながら壁伝いに闇の中を声する方へ急ぐのであったここだここだ安藤を入って少し進むと 案外近いところで進動の声がして何本目かのマッチがシュッとすられた見るとそこは穴が少し広くなっていて岸壁の一部に大きなくさび形の地肌が現れすでに掘削の仕事を始めたと見えて進動の九寸五分がかき荒らされた地肌にぐさとばかり突き立っていたあ土だ2人は思わず歓声を上げて その辺に落ちていた石ころを拾うとむしゃぶりつくように地肌をめがけて突進したそれがどれほど厚みのあるものだかそこを掘っていけば果たして地上に出ることができるかどうかそんなことを考えている暇はなかった本能的な力が彼らを滅多無償に働かせた恐ろしいもので反狂乱の三人は瞬くうちに そこに人一人入れるほどのくぼみを作ったこの彼らはだんだん勇気づいてきた3人のぜいぜい言う呼吸の音と担当や石ころが忙しく土にぶつかる音ばかりが闇の中にものすごく響いた洞窟の中には夜も昼もなかった彼らが生き埋めにされたからどれほどの時間が経過したか 道も三郎たちも時計を持っていないのでそれを測ることができなかったが彼らの気持ちだけではたっぷりひとつきもその掘削事業を続けていたように感じられた初めやわらかそうに見えた地肌は掘り進むに従って硬くなったのみならず仕事の困難と同時に激しい疲労と気かつとが恐ろしい力で迫ってきた でもからは諦めなかった。もし絶対に逃れ道がないと決まってしまえばかえって助かるのだがそうではなくこの掘削にいちるの望みがかけられるだけにそしてそれが唯一の逃れ道であるだけに彼らの焦燥はひどかった彼らは少し休んでは長い間働いた三郎たちは慣れぬ手のひらに豆が出ては潰れた 血まみれの六本の腕が機械のように動いていたどうして生き埋めにされたかという疑問も神道に対する敵意も恐れも黒い怪物のことも長田さんという不思議な女のこともそのようなものは一切彼らの頭に上らなかったただもうこの土を掘り切るか中途で倒れるか 一か八か生か死かの土壇場であったしまいには3人ともほとんど夢中で仕事を続けていた惰性で働いていると言ってもよかっただがたとえ彼ら自身に意識はなくとも仕事はつんづん進捗していったいつの間にか五六軒のホラ穴ができていた掘った土がたまると 誰かが奥の広い空き地へ捨てに行った。アハハハハハ、ざまみろ。突然長い沈黙を破って、サブローが笑い出した。狂気めいた笑いだった。他の二人は彼がとうとう気が違ったのかと思わず仕事の手を休めた。アハハハハハ、ざまみろ。君、これから先はほろったって惚れやしないよ。 行き止まりだよ。見たまえこの岩肌を夢中で仕事をしていた二人はその言葉にやっと気が付いてしびれ切った手を伸ばし前の壁を探ってみたまず手に触れるものは柔らかい土それからその奥に厳然と鉄のような岩の肌 うろたえて上下左右と探り回しても岩の切れ目はどこにも見当たらないのであった神道の手によって残り少なのマッチがすられた一面の黒い土そしてその奥から彼らの方に笑いかけているものは青みがかった果て知れぬ一枚の大岩に違いないのだった 23長い労働から来た極度の疲労とそしてもはやこの洞窟を出る見込みの絶,えた絶望とで彼ら3人は掘りかけた洞穴の中にうずくまってお互いに顔を見合わせようにも光はなくただやるせないため息を聞き合うばかりであったこの大きな洞窟が本当に岩ばかりでできているのだろうか どこかもっと他の場所にもここと同じやわらかい土の部分があるのではなかろうかそれを見落としたばっかりにそのわずかなことのために彼らの死ぬか生きるかの運命が決まってしまったのではあるまいか第一大岩のために塞がれたと思った入り口が案外薄くてこの洞穴の土を掘ったのと同じ労力をかければひょっとしたら そこから外に出ることができたのではないか？彼らはてんでに未練らしく、そんなことを考えていた。もっと他のとこを探してみよう。じゃね。えか。まだへこたれるにゃ。ちょっと早い。3人のうちでは一番精力かなはずの神道が。でもどっか底力のない。うわす滑りな声で言った。だって君。もう僕たちは。 ハッハはハは上村はせいせい肩で息をしながらやけくそな調子でものすごく笑ったもう諦め果てた形だった「弱いことを言うな死ぬか生きるかだ命は惜しくねえのか何でもいいからもういっぺん探すんだ言うことを聞かねえとぶん殴るぞ」 この際決して殴られるのが怖いのではなかった。彼らにしてもやっぱりまだ未練があったのだ。野崎と上村は疲れ切ってほとんど無感覚になった腰をやっと伸ばして振動の後に従った。マッチはあと幾本ある。先に立った振動は彼にも似合わない心得のある質問をした。 十四本キゃないよ。上村は闇の中で淡然に感情してから心細く答えた。まあいい、それをつけな、うん。なるべく長く持たせるんだぜ。マッチが擦られた。青黒く光った地獄の底の細道のような安藤が、末はそこ知れぬ闇に消えていた。それから行く時間の間。 世にも痛ましき生と死の闘争が続けられた暗藤の中はくまなく探し回って少しでも柔らかそうな箇所は片っ端から掘り試みたしかしどれもこれも無駄に終わった入り口の岩もあるいはたたきあるいは押し試み3人の全力を尽くしたけれど盤石のように小るぎもせず そのの厚みがどどれほどあるかかか想像もつかなかった最後には彼らは突き当たりの広い場所に引き返してそこの岩に足がかりをこしらえてそれを伝って高い天井に登り例の揚げ蓋の下にししようと試みさえしたでもたった一つの足がかりを作るにさえナイフのほかには何の道具も持たぬ彼らにはたっぷり一日の仕事だった。 1一軒も登らぬうちに死の方が先にやってくるのは知れきっていたもう助からねえもうダメだ神道がため息とともにとうとう弱音を吐いたさすが強情我慢の悪党もついに絶望する時が来たのだましてあとの2人はもはや虫の息だったさて絶望となると こらえにこらえてきた上えと渇きが猛然として彼らを襲った火と燃える喉の下でせんべいのようにひしゃげた胃袋が霧でもむような疼痛を訴え始めた彼ら自身ではこの穴に閉じ込められたからほとんど数か月もたったように感じていたがその実やっと2日か3日の間に違いなかったでも二三日にしろ その間ずっと飲まず食わずであの激しい心遣いあの過激な労働いまや死にも勝る気かつの苦しみが襲ってきたのは実に無理もないことであったもう物を言うものもなかった果て知れぬ暗闇の中に小さな小さな3つの生き物が死に瀕して横たわっていた泥のような睡眠が始まった 眠ってはならぬと目を開いても開いてもそこもやっぱり闇いつ眠っていつ起きているのだかそのけじめさえつかなかったどれほど長い時間眠ったのかはっと目覚めて耳を澄ませば墓場の静けさが辺りを占めていたもう呼吸も止まってしまったのかほかの2人の息遣いの音すら聞こえてはこなかった 彼らはもう死んでしまったのかもしれないふとそんなことが考えられたでも悲しむ気力なぞ、もはや残ってもいなかったマッチは、幾本ある。長い長い沈黙の後でどこか遠くの方からうめくような声が聞こえてきた。 それは振動がまだ執念深くマッチのことを気にしているのだったこのような際ですら人間の本能は闇を恐れるものに違いなかったそれからまた長い沈黙が続いた答えるものもなければ尋ねた者も,も再び問い返す気力を失っていたしかしもう忘れた自分になってとんでもない方角から シューシューと不思議な虫の鳴き声のようなものが聞こえてきたサ上村がやっと3本のマッチを勘定したのだったすると神道のいる方向でごそごそと帯でも解くらしい音がしたと思うとふわりと上村の鼻の先へ柔らかいものが落ちた。 それに火をつけな少しは明るくなるだろう神道が着物を脱いでそれで焚き火をしようというのだ彼はこの地獄のような暗闇に耐えられなくなったのである野崎や植村とでも同じ思いであった植村が何度もやりそくないながらそれでもやっとマッチを吸ったやがて一塊の布が めメラメラと燃え始めた。広い空洞が遠くの隅々までも青黒く染め出された不気味な大入洞が一層はっきりと彼らの後ろの壁に揺らいでいた彼らのうずくまっている反対の側には長田さんというホテルの主人の崔君が生き人形のように横たわりその前の広っ端には 様々な形をした白骨がきれいに光っていた3人は初めて落ち着いてお互いに顔を見ることができたがその表情は妙なところに気味の悪い筋が膨れ上がりそのくせ顔全体は瀕死の病人のように憔悴して頬や目の縁など恐ろしいほど落ちくぼんでいたそうしてお互いがお互いを眺め合った刹那 彼らは幽霊のようにものすごい笑いを交わすのであった24あ、水だ突然神藤が恐ろしい勢いで叫ぶとともに飛び上がってどこにそんな力が残っていたのか疾風のように広っ端の一方へ駆け出した。 その行く手には小さなくぼみがあってそこにわずかの水がたまっていたのだ水だ水だ野崎も上村もそれを見るとキング類のように羽を着て互いに負けじと水たまりに向かって突進したもうそうなると彼らは3匹の上乾いた獣だった彼らは水たまりの上で物も言わずにつかみ合った 一滴の水のために彼らは命のやり取りもしかねなかったついには3つの頭がくぼみの上に折り重なって頭と頭とをこじ合わせて犬のようにペタペタと水をなめたほの暗い光ではそれが果たして清水なのか鎖水なのかそれともひょっとしたら人間の血潮がたまっていたのか弁別のしようもなくまた そのようなことにかまってもいられなかった泥水であろうとなんであろうと彼らには甘露の味わいであったそしてわずかの水たまりは瞬、ま、く暇に干上がってしまったたとえ一瞬の喜びであろうとも少しばかりの水分をとったためにその次にはさらに一層の上えと乾きが襲ってくるにしてもともかくも 彼らは一時胃袋の痛みを忘れることができたやっとよみがえった気持ちだったしかしながらそれと同時に先ほどまではほとんど麻痺していた心の痛みがまたもや以前にも増したい勢いで彼らを悩まし始めるのだったどううう。してこんなな目に遭うのだろうまるで見当がつかないが。つかいその時 やっとそこへ気が付いたかのように野崎が口を切ったただもう生き埋めを逃れようと外へ出ることばかりを思ってそれの仕事に夢中になって3人が3人とも他のことまで考える余裕がなくもう絶望となった今になって水のためにいくらか力づいたからでもあったがやっとそのことが彼らの話題に上ったのであるどうしてだか。 わかか。るものかこのまま死ぬに決まっている俺たちに生き埋めにされた理由なんかどうだっていいそれよりも誰か俺の首を絞めて殺してくれこれからまた飢えて飢えてモダエ死にをするのかと思うと俺はたまらない野崎君お願いだ 俺のくを絞めてくれから元気の上村が第一に捨て鉢の弱音を吐いたまあ待て人間10日や20日食わなくってもめったに死ぬものじゃないどういうわけでこんな目にあったのかその原因を考えているうちにはどうしたことで抜け出す工夫が思い浮かばぬものでもない幸い 今の水へ少し元気づいたからこの暇によく考えてみようじゃないか3人の知恵を絞ればなんとか方法がつきそうなものではないか野崎はどこか真の強いところがあった俺も実はさっきからそれを考えていたのよ進藤がよしありげに応じた。 だがお前たちは一体全体どうしてこんな穴の中へ入ったんだねそうだそれを話してみよう僕たちの方の先に話すからあとで君のも聞かせてくれたまえそれはこういうわけなんだ野崎はそこで彼らが洞窟に生き埋めにされたまでの一部始終を 残るところなく物語るのであったその自分には3人は着せずしてまた元の焚き火のそばに集まっていた神道の合わせの着物はもう燃え尽きてしまいその燃え残りが赤く光ってわずかにお互いの顔を見分けることができた上村がもどかしがって自分も着物を脱いでその上に持しつけようとすると 暗くっても話はできるから」と神道が叫び。彼はさすがにバカ足を踏んでいるだけに用心深く次の必要まで巻きを残しておこうというのである。二十五。その黒い怪物だな。人間らしかったかね。一通り聞いてしまうと。 神道が尋ねた。無論人間でなければあんなに自由に2本の足で歩けっこないよじゃあそうだきっとそうだお前その怪物っての他でもねえもみ山ホタルの親父だぜえホテルの主人だってそんなバカなホテルの主人が 何の必要がああってんんな真似をするんだ。第一僕たちを生き埋めにする理屈がないじゃないかそれがあるんだよ神道は妙なことを言い出すのであったそれがあるんだよまあ聞きねえこういうわけなんだいやそいつを話す前に聞いておきてえのはあの絵だ 別荘の中に描きかけて放ってある女の絵だあれを描いたのはお前だろうね君は見たのかい僕だよ僕の死んだ家内の似顔絵だよそうだろうそうに違えねえどうも様子がおかしいおかしいと思っていたんだちょうど 俺がホテルへ着いた日に森の中の底なし沼で女が死んだって話を聞いた俺はまさかそれがおちょうた気がつかなかった誰も名前を言わねえで奥様奥様ってやがるんだからねだがおめえのそぶりといいそれからこの男上村とか言ったね こいつがやってきてからというものはなおさら様子が変なんだしかもこの男だおめえも聞いてるだろうねほら、浅草の一軒でおなじみなんだ俺もドジだなそれが何のこったか今日が日までまるで気がつかねえんだからねところがほら、あの油絵だねえ 俺は今日初めてあいつを見たんだ。何の気なしに別荘へ入ってみたところが、お蝶そっくりのやつが、ねえ、しかも裸で書いてあるじゃねえか。これですっかり事のいきさつが分かったってものさ。だが、下手人は俺じゃねえ。おめえたちが疑うのはそれをもったもだが、決して俺じゃねえ。 俺がお蝶をぶった。切ってやろうとつけ狙ったな。本当だったが。まさかこんな山奥へ逃げているたは気がつかねえや。俺はホテルの親父にちょっとばかり用があってきたんだ。ちょうどお蝶がここへ来ていようなんてまるで思いがけもねえことだ。こった。神道が植村のたのを見て。 一向逃げ出す様子のなかったのはこうしたわけからであった野崎も上村もなるほどそうであったかとおなずくことができた同時に上村はかつて新道が浅草のバーでしゃべった「近いうちに大金が手に入る」という意味の言葉をふと思い出したそれと彼がこの山奥のホテルへやってきたことと何か関係があるように思われた どこで俺がこの穴へ落っこったわけだがね実はホテルの親父めに突き落とされたんだよお前たちはここがどこだかよく知らねえようだがここはもみまホテルの真下なんだぜえホテルの下だってじゃあ何かいあの森の中の穴が ちょうどホテルの下まで続いているのかいそうだよこの真上が親父の部屋になっているんだだがまあ聞きねえこういうわけだあのお蝶の絵を見てから間もなくだった一度俺の女房だったやつが死んだかと思うと憎いやつじゃあったがやっぱりなんだかへんてこな気持ちになっちまってね ふと考えついたな、ホタルの親父のことだ。あいつああ見えて恐ろしい前科者なんだからね。どうした前科者だかは今に話して聞かせるかね。でひょっとしたらお蝶は沼にはまったんじゃなくてあいつに殺されたのではないかっていうところへ気がついたんだ。 金がつくてと、俺の気象としてどうにも我慢がならねえ。親父をと捕まえて泥を吐かせようといきなりあいつの部屋へ飛び込んだもんだ。だが、あいにく部屋は空っぽだ。ちょうどその時分だよ。親父のやつ、獣の皮かなんかで姿を変えて、 森の中をうろうろしていたなあ着物の燃え残りもいつしか消えて洞窟の中はまた元の墨のような闇であったその闇の中から進藤のものすごいバスの声が妙な余韻を伴って響いていた声だけが暗闇の中に漂っている感じだったそれにしても あの場合の一杯の水の力がどれほど彼らを元気づけたことか死難ばかりに横たわっていた3人がともかくも起き上がって進藤のごときは声こそ力投げに低いものではあったけれどこの長話をさして途切れもせず語り続けているのだそれはともかく野崎や上村にしては聞くことごとに非常な驚きを感じないではいられなかった ホテルの主人が前科者であの黒い怪物がやはりその主人にほかならぬとはあまりといえば意外千蛮な事実であった彼らはこの振道の言葉をにわかに信じていいかどうかに迷わぬわけにはいかぬのだそういう振道こそ現に前科者に違いないのだしひょっとしたらこのような作り話を構えて彼らを欺き 何かためにするところがないとも限らぬのである。二人は。神道の長話を傾聴しながらも。少しも気を許すことができなかった。二十六。親父は留守だったけれど。神道はさらに語り続けた。留守を幸いに。 俺はさ探しをやろうと考えた。もしやつがお蝶の下手人だとすれば、何か証拠が残っているはずだからね。今に話すが、俺にはちっと訳があることだ。証拠がなけりゃならねえ訳があったんだ。で、俺はやつの部屋中をあっちこっちと探し回った。あの棚の上に、 妙な壺が並んでいるね。あれの中まで調べただが何にもねえさすが悪党めえ油断はねえやでもうよしにして引き上げようとするてとふっと気づいたな畳だ一枚の畳が妙にごぼんをしているんだ こいつは変だと早速めくってみると驚くじゃねえかその下の床板がおめえちゃんと感動返しになっているんだよしはあいいのに俺はそいつを開いて床下へ入ってみたそこには広い部屋があって隅っこの方に例の親父の道楽の食い物の壺だとか 二つ三つ氷なんかが置いてある八丈磁ぐらいの穴らなんだが感動返しの蓋が開いているので隅の方までよく見える俺はその氷の中が怪しいと思ったもんだからそこへしゃがんで蓋を開こうとしていたんだするってえとその時だ後ろの方で なんだか人間の息遣いみてえなものが聞こえるじゃねえか。親父めうせあがったかとひょいと振り向くと、さすがの俺もぎょっとした。てな、そこんとこに、穴蔵の床のとこに、またもう一つ石の感動返しがついていて、まだ下の方へ抜ける道があるんだね。 なんぼなんでも穴蔵の下にまた穴蔵をこしらえてあろうた気がつかねえや。その石の蓋をじりりじりりと押し上げて現れてきたやつってのが、おめえたちが見たっていう黒い怪物なんだ。熊のお化けみてえなやつなんだ。それだけならいいんだが、そいつが、 鎧骨をね、それも一つじゃねえたくさんの骸骨をひもでいわえて手に下げていたんだよ薄暗い穴蔵の中でそんな化け物にてっくわしたんだからねびっくりもしようじゃねえか俺はあっと言って逃げ出そうとすると相手の野郎も驚きやがってなんだが、 変な吠えるような声を出したかと思うてと、骸骨どもをそこへ放り出したまま、いきなり俺をめがけて飛びかかってきたんだ。めんくらったねえ。まさかそいつがホテルの親父た気がつかねえ。あっと思う間に押さえつけられるて度。お前たちも見たろうね。 あそこの天井の穴から真っ逆さまよ。何しろ不意を食らったんでね、バカな目にあってしまった。そういったわけで、ここはつまりホテルの真下に当たるんだ。あの天井の上に今言った穴らがあるわけなんだ。だが。 ここからわめいてみたところで聞こえるはずもなけりゃあの追いめが俺たちを助けてくれるはずもねえつまり俺たちはあいつの命に関わる恐ろしい秘密をかぎ出してしまったんだからねところであいつの秘密ながれ、ね、俺はいろいろ考えてみたんだ おめえたちの話だとか俺の見たことだとかをもとにしてだんだん考えてみたんだでねつまるところあのホテルの親父てのはおそろしい人殺しだということが分かってきたんだよもっともそれにはおめえたちの知らねえわけもあるんだあいつがそんな人殺しをやったわけだね これは俺とあいつと二人だけの秘密なんだお互いにどんなことがあっても他言しねえという固い約束なんだだがこうなりゃ秘密も約束もあるもんか俺は言うよせめて無念ばらしにそいつを喋ってから死ぬんだいかに騒いでみたって助かるあてがあるじゃなし どうせ今にも死んじまうお互いだ。まあ念仏代わりに俺の話を聞いてくねえ。神道の声は闇の中から不思議と雄弁に響いてきた。一つにはそれは彼をこの七に落とし入れた急的に対する呪いの声でもあったろうけれど、また一つには。 手をつかねて死を待つほかに何のすべもない洞窟内の恐怖と赤猟をそうでもして紛らさねば彼は耐えられなかったに違いない聞き手の野崎や植村にしても同じ思いだったせめて暗闇からの声でも聞いている間は死の恐怖とまたしても襲ってきた耐え難き上と渇きをいくらかでも忘れていることができたのであるそれは 世にも不思議な光景であった。いや光景ではなくて命名の感じであった闇のために視覚を失った彼らは例えば深海に住むという目のない魚類のようにその代わりには異常に鋭くなった聴覚と触覚と思ってお互いの声と呼吸と押さえつけるような外気とを感じていた。 さて、進藤の機械なる物語は次のように始められた27もう一昔も前のことその時分俺の商売は船乗りだった船乗りって言ったってキャプテンだとかメーツだとか そんな偉いんじゃねえ。俗に言うスイフなんだ。平野下っ端のスイフなんだ。もっとも船は補助機関付きの帆船だったが、主に外国航路で世界の果てまでもおしわだったもんだ。これで、目色毛色の変わった女もずいぶんだいたことがある。 あの時分を思い出すとなぜ船乗りをよしちまったかと後悔でならねえちょうどその時俺たちの船はチャーターの都合で南洋通いをやっていたじゃあはセレベスなんかへこっちの雑貨を積んで行ってはあちらの物産と交換するんだ 当時にしちゃ随分冒険な仕事だったのよ。その時積み込んだのはコブラだったっけがそいつを潜伏いっぱいにして風を見て目などという港を出たのが日本でいや桜の時分。何しろ赤道の下だから真夏の暑さよ。 一直線に神戸へ向かったが、その途中だ。フィリピンの面ンダナオ島底のを左に見て、やがてどちらを向いても陸の影も見えねえマリアナ海の真っただ中へ出た自分、恐ろしいしけだ。200トン足らずの小さな帆船だからね。はじめの間は、 ほの力でうまく大波を乗り越えていたっけが、力と頼むほ柱がおれ、ほが風に吹きちぎられちゃ、もうおしまいだ。補助機関なんて何の摩酌にもあやしねえ。甲板だか海の上だかわからねえ。またたくまに仲間のやつらが3人4人と波にさらわれて、うん 行方知れずだメリメリと言って船が下けた時には無論命はねえものと覚悟を決めていたどうして助かったのか本当に天運だね気がついてみるてといつの間にか天気が直って海は鏡のようだ 大会の真っただ中にボートが一層それにとっついて命を助かったのが俺のほかにチーフメイトのやつとコックが一人それから荷主の旦那がうまく助かっていた都合4人だね無論、親船は影も形もねえ 甲板の救命ボートに捕まっていたやつだけが助かったわけなんだ。ボートと言ったって、死刑のためにめちゃめちゃにやられて、オールも投げりゃ火事もねえ。たとえそんなものがあったところで、第一、方角も何もまるで見当がつかねえんだから、漕いで見たってしょうがないのだ。運を天に任せて、 波のまにまに漂っているほかはねえ。そのうちにうまく島でもめっけるか、どっかの船にでもぶっつかるか、さもなきゃボートの中で飢え死にするか、三つに一つだ。それはまあいいとして、ぼつぼつ喉が渇いてくるんだね。見渡すかぎり水ばっかりの中にいて、 飲み水てものみてえ海の水を飲もうとするんだけれどとてもあのしょっぱいものがいかにのどが渇けばとて飲み込めるもんじゃねえその苦しさてものは実にどうも地獄だったね3日の間そして夢心地で海の上を漂っていた 無論腹のすいたな通り越していら喉は火のようで舌なんざ真っ黒く焦げちまってものを言うこともできねえガキ道の苦しみだアホホトリのやつめ俺たちをからかうようにさものんきそうにその辺を飛び回っていやがる俺は アホ踊りが羨ましかったね。それとも海ん中の魚だ魚になって冷たい海の底を思う存分塩水を飲みながら泳ぎ回りたいと思ったよそんなでいてやっぱり疲れているんだね時々は腹の減ったのも何も忘れたように 泥のよううに寝ちまうんだ。それが目が覚めた時の気持ちというものは何ともかとも言うことができねえ。日本の家にいて柔らかい布団の中に色女か何かと一緒に寝ている夢なんか見てるんだ。枕元には、美しいガラスの入れ物に。 透き通った水がいっぱい入ってるうまそうなまんじゅうが山のように置いてある食い放題飲み放題なんだそいつが目が覚めてみるってえと見渡す限り陸も何にもねえ海の真ん中で赤道の下の やけるようなおてんとうさまがじりじりとあたまのうえにひかってる。のどはもうせきたんがらのようにやけきっちまって、したをうごかすとコツンコツンとおとがするくれいだ。腹はらはへったんじゃねえ。まるでやけひばしでつっつかれるようにずきんずきんといたむんだ。 ちょうど今の俺たちだ。ほら。穴の長と海の上との地毛があるだけでね。野崎と植村とはともすれば、うとうと寝入りそうになるのをやっとこらえて闇の中を幸い、し死体放題の少しでも楽な姿勢で寝そべって不思議な声を聞いていた。神道の話し声だと思っていても。 それがいつの間にか一つの景色として彼らの目に浮かんでいたりしたことにおしまいの方の気活の話などは今の実感であるだけに過去と現在とが妙な具合に入れまじってやわらかい布団の中に透き通った水がいっぱい山のようなまんじゅうなどのところはそのまま彼ら自身の夢として 話のままにあるいは喜びあるいは失望するのであったそんなことにはお構いなく進藤の話し声はだんだん低くしわがれてはいくもののでも執念深くぐるいのようにいつまでもいつまでも続いたふと気を緩めるとある瞬間にはそれがまるで人の声ではなくて何か 機械の音のように不気味なリズムとして響いてくるのだった28一度腐った魚がボートのそばに浮いてきたことがあったっけすると4人が4人ともちょうどさっきの俺たちだ。 ガキのように船端に乗り出してそいつを取り合いお互いに引きちぎるようにして腐っていようが何であろうがまるで目がくらんでいる骨も残さずモリモリと食っちまったかなり大きな魚だったもんだから俺たちはそれでちょっと人心地がついたえれえもんで ちょうどさっき俺たちがあれだけの水を飲んでこんなに威勢がよくなったようにその時も物も言わなかったやつがぼつぼつ話をする気になったからねそれからてものはまた魚が浮いてはこねえかと俺たちはもうボートの周りばっかり見つめていたっけだがたった一度きりで 太陽の真ん中にそうそう腐った魚が浮いていよう通りがねえ。ところが一人のおやつが荷主の旦那だったがねえうめえことを考えついた。着ていたシャツの糸を解いてねそいつを長くつないでその下にネクタイのピンを結びつけて今度は生きた魚を釣ろうってわけなんだ。 なが考えてみると何にも餌がねえ。いかに根気よく糸を垂れたって魚の食いつく通りがねえや。せっかくの明暗がぬか喜びでおじゃんよ。そうこうするうちにもう5日目だ。俺にははっきりわからなかったがチーフメイトのやつが感情していたからまあそうなんだろう。 5日目となる程度もうたまらねえ。中には、よく太っている荷主の旦那なぞは一番早く腹が減るのかもしれねえ。なんだか恥ずかしそうに靴の皮を塩水でふやかしているんだ。どうするのかと思って見ているとそいつを食うつもりなんだね。 それを見て他のやつもまねを始めたがどうして靴の皮が食えるもんじゃねえまあしゃぶるんだがしょっぱくて喉の,の渇きがひどくなるばっかしだ何の腹の足しになるわけのものじゃねえその他まあさまざまなことをやってみたがどいつもこいつも 骨折り損のくたびれ儲けさ。でね、俺なんざもう諦めて死ねば死ねと思ってボートの中へひっくり返って目をつむっちまったんだ。そのうちに他のやつらも俺の真似をして転がった様子だ。そうしてしばらくうとうとしていたがふと気がついてみると。 俺の隣でなんだかごそごそやっているやつがある細目を開いてみるとチーフメイトのやつがなんだかシャツのキレのようなものをかんぜ寄りにしてジャックナイフでそいつの長さをそろえているんだ言うまでもねくじなんだねくじをこさえて一体全体どうしようというんだ やっこさん、気でも狂ったのじゃあるまいかと急に怖くなってね「おい何をしているんだ」って聞くとやっこさん筋ばかりになった顔を青くして黙っているんだその目つきがまるで命がけの喧嘩でもしようって販売で んにすごいんだねまってじっとおれのかおをみつめている。なにかしらねえがふかいわけがありそうなんだ。でねおれのほうでもしばらくやっこさんのかおをみつめているうちにはっとよめたんだ。なるほど。 そうでもしなきゃこの場のしのぎがつかねえってことが俺にもはっきり分かってきたんだ。そりゃ他でもねえくじで負けたやつをみんなで共食いにしようというおっそろしい考えなんだ。はははははは 陰にこもって、低く低く空洞の中をさまようかとさえ見える振動の不思議な笑い声があとの2人を思わず震え上がらせた彼らには振動のこの当面の問題とは何の関係もない長話をどう解釈していいのかわからなかったもしかしたらそれには 彼の深い魂胆が含まれていたのではないか世にも恐るべきある計画をそれとなく暗示していたのではないか彼らはそこに気が付くと目に見えぬ大敵に向かって身構えをしないではいられなかった十九。 そいつを見るってど、俺はなんぼなんでもゾーっとしないじゃいられなかった。闇の中から不思議な蓄音機のように振動のしわがれ声が続いた。メイツさん、そりゃなんだねって俺はまあ聞いてみたんだ。するとメイツのやつにやりと笑ったね。 そのくじをもってパサパサ舟板をたたきながら俺はもう辛抱ができねえんだとぶっきらぼうに言うのだ言わずと知れた共食いでもしなきゃ我慢がならねえということなんだおい聞いてるのかね なんだか嫌に静かじゃないかしっかりしねえでねえメーツさんと俺とが口を聞いたもんだから他の二人がもちろんグダグダに弱っているんだけれどまあ何か耳寄りな話でもあるかと思ったんだねこう鎌首を持ち上げてこっちをのぞくんだ すると俺がすごい顔で今のくじをにらんでる。メイツさんがその俺の顔をにらみ返しているといったあんばいでお互いにもう食うことしきゃ考えていねえ場合だからたちまちハッと気がつくのだ。くじの使い道がわかるんだ。 その時の四人が見合わした顔てえものは全くなかったね。俺はこれまで随分怖い目にもあっているんだし、ちっとやそっとのことじゃ驚かねえんだが、あの時ばっかじゃ全く怖かった。俺は小さい時分、 母さんからあの薄っ気味悪い地獄極楽の絵巻物をよく見せてもらったことがあるんだがその時ボートの上の有様がねなんだかその地獄極楽の絵じゃないかと思われたんだよ闇が人間の気を狂わせるというがもしあるのだったら わけの分からぬ長談義を始めた新藤ばかりでなく聞き手の二人ももう半ば気が狂っていたのかもしれないのだなぜといって例えば野崎三郎の心持ちを言うならば彼には新藤の話し声が本当に人の声なのだかそれとも彼自身の幻聴なのだか区別がつかぬほど。 心が乱れていた事実筋の通った話し声の他にもう一つの不思議な音楽が電話が混戦するような具合に途切れ途切れに聞こえてくるそれが何か品学の呼吸の音らしく妙に眠気を誘う調子なのだそしてその調子が彼を たった1人で千尋の海の底に沈んででもいるような。何とも形容のできない。寂しい。頼りない気持ちに引き込んでいくのだった。それでね。結局俺たちは。そのくじを引いたのさ。神道の話し、声が長い間途切れたかと思うと。 また思い出したように続くのだ4人が4人とも幽霊のように真っ青になっちまったね歯の根をガタガタ言わせながらその布っれの関税寄りを引いたんだ世の中にあれくれ真剣な博打というものはめったにあるもんじゃねえ 太っちょうの荷主の旦那なぞは手を出したり引っ込めたりしてこうして思い出してみるとまるっきりにわかさねえだがそん時は命がけの果たし合いだたった一本のくじを引く損なったらそれで命やねえのだからねえ俺は もうやけくそになっていたもんだから何をビクビクしてるんだこれを見ねえって調子でねまず第一にくじを引いた一番短いのが殺されるわけだったが俺のはうまい具合に長いくじだそれからコックが引いて 荷主の旦那も仕方なしに引いたんだが皆長いやつばかりなんだしてみると名月のやつ自分でくじをこさえて自分が番に当たっちまったんだねその時のやつの泣きっ面ってものは全く笑ってるのだか泣いているのだかわからねえ っにしばらくの間気ぬけがしたように黙りこくっていたっけがひょっこり笑いだしてねお前たちはあれを本気にしていたのか俺の冗談なのが分からねえかってねひきょうにも俺たちをごまかそうとするんだ。 やつの気持ちを考えるとまったくかわいそうじゃあったがねだが本当に腹の減った気持ちしてえのはかわいそうだとか気の毒だとかそんなものとはまるっきり別物なんだ気の毒だなとどこやらで思っちゃえるんだが手の方はひとりでにこう やつのくびを締めに伸びていくんだ。野崎三郎は彼の首の周りに実際にっちゃりした指が触れたような感じがしたハッとして手をやってみるとしかし気のせいであったのかその辺りには空っぽの闇があるばかりで人の気配もしない進藤の声は反対に。 今までよりはずっと遠くの方から、話をしながらだんだんいざっていったのかほとんど向こうの隅から聞こえてくるのだでもそれは空腹のあまり彼の耳が遠くなったのかもしれないしあるいはまた彼の方から知らず知らずの間に不気味な進藤のそばを離れていたのかもしれないのであるその頃から、 新道の声のほかにもう一つの騒がしい物音が別の隅から響き始めたそれは決して三郎の幻聴ではなくて新道さえもやかましいなジタバタしたってしょうがねえじゃねえかずっと静かにしろとと怒鳴りつけたほどなのだ言うまでもなく それは上村喜八の空腹の悲鳴であった三人の中では一番弱虫の彼はとうとうたまらなくなってドタバタとのたうち回りながら「痛い痛い」と泣き声を漏らすのだ彼は空腹のあまりイケイのような激痛に襲われ始めたのに違いない神道はいくどか話を継ごうとしては 上村のために妨げられついにはかんしゃくを起こして汚いバリの言葉を浴びせかけていたがやがてふと何事かに気づいた様子でにわかに元気な口調になり叫ぶようにしてこんなことを言うのだったおいいいことがある俺たちは何もすきっぱらを抱えてのたうち回っていることはねえのだ。 マッチは誰が持っていたっけなすまねえが一本だけ吸ってくんねえ見当をつけるんだごちそうの見当をなその時マッチは植村の手にあったのだが彼はそれを聞いても無論本当だとは思わずなかなかマッチをすろうとはしなかったおいマッチだマッチだその痛みは 何でもいいから悔いさえすれば治るんだ。俺だって覚えがある。さあ、マッチを吸ってくんな。マッチを。振動の声は、何か非情な吉報を伝えでもするように、馬鹿に陽気に響くのだ。すると、激痛のために夢中になっていた上村にも、その調子が分かったのか。彼は、 やっぱりうん。うんうなりながらやっとの思いでマッチを吸った。おめえの着物を脱いで燃やしつけるんだ。しばらくの間明るくねえと都合が悪い。野崎さん手伝ってやってくんな。早く早くしないとマッチが無駄になっちまうから。そう言いながら、神道自身はさすがに鍛え上げた体である。 空腹は空腹に違いないのだけれどまだどこかに人間並みの勢力が残っていたと見えがっしりとした足取りで空洞の向こう側の方へのこのこ歩いていくのであるあとの2人は神道の言葉が何を意味するのかまだ少しもわからぬながらともかく彼の指示に従った上村の解いたへこびに火がつくと 空洞の中はパッと黄色い光に染め出された。驚いちゃいけねえぜ。ごちそうというのはこれなんだ。振動の大声にふとその方を見ると、彼は気早いにもジャックナイフを逆手に、彼がホテルのおかみさんだと言った女の死骸にまたがっていた。彼は。 しかばねの腑の肉によって上村の異通を治そうというのであるたき火の光に書き出されたその時の進藤の形相は彼が今の先慶應に使った地獄極楽の絵巻物にそっくりであったそれを見る野崎らの恐怖はただ畜生道のあさましさを目の当たりにするというばかりではなくて 彼らもまた新道の任害を責める心よりは新道と一緒になってその女の腑肉をすすりたいという忌まわしい欲望を抑えることができない無犬地獄の苦しみであっただが地獄はそれだけではなかったのだ 指揮を定められた人間の無知と貪欲は屍を喰らうばかりではまだ満足しなかったのだあくまで頑強な進藤は一度振り上げたジャックナイフをじりじりと下ろしてひとまず死体から離れるとぬめぬめと熱い唇をなめ合わせ赤糸の網のように散ばしった目で食い入るように2人の顔を見つめたのである。 おそれからこの世の他の洞窟の中に何事が起こったか人間である作者にはもはやそれを描き出す力はないのである三十

焚火はもう消えて何者をも識別することはできなかったけれど聞き手の2人は互いに肌を温め合って以前のような苦痛の叫びを発することもなく不思議な物語に聞き入っていた彼らは焚き火のための着物を脱いだのとやっと胃袋の痛みが去ったので今になって地の底の寒さを感じ始めたのである。 それから先は言わないだっておめえたちにはよくわかっているだろうその時も俺たちはけだものだったのさだが幸いにも海は長い間静かだったがいつまでたっても陸も見えなげりや、助け船も来ないのだそうこうするうちにコックの野郎が 暑さに当たったっんだろうね。ボートの中でおめでたくなってしまった俺たちはそいつを水槽霊にもしないで大切にとっておいたものだよだがそんな心配には及ばなかったっていうのはやっと南洋通いの外国船にぶっつかった こっちでもできるだけの合図はしたが外国船ってやつは親切なもんでねやっと拾い上げてもらうことができた聞いてみると俺たちのボートは赤道近くの名物だね無風帯っていうのに入っていたんだそうで通りでいくら日が経っても陸が見えなかったのだだが考えてみると 俺たちは人殺しに違えねえいや人殺しどころの騒ぎじゃねえもっとひどいことをやっているんだだからそいつが見つかっちゃ大変だでんで残っていた荷主の旦那と俺とで死骸だとか汚いものなんかをそっと水槽霊にしてしまった。 はそこでちょっと息を切ったおめえたちもとっくに察しているだろうその荷主の旦那っていうのが今のもみ山蛍の大将なんだねえ分かったがいあの親父っていものはこういった来歴があるんだそれから俺たちは 神戸まで送り返されて、そこで別れたっきり、今まで会わなかった。俺はそれ以来てもの、無性に海が怖くなっちまって。ちょうど田舎に仕事があったもんだから、2、3年の間はみっちり辛抱して稼いだ。それでいくらかできた元で持って、一旗揚げよう点で東京へ出てきたのが、 運つきよ悪い仲間ができちまってね酒が強くなる腕っぷしが強くなる悪人には慣れてくるそれはもうありとあらゆる悪いことって悪いことはすっかりやり尽くした臭い飯を食ったのも一度や二度のことじゃねえそのうちに おめえたちも知ってるお蝶のやつをめっけ出したんだいつかも話したようにあいつは片輪村の娘だそこへつけこんで俺が門を開かしたんだそしてしばらく夫婦暮らしをやっているうちに安畜師う、変な若造の口車に乗って踊り子なんかになっちまった まさか浅草の舞台へ出てい,いようとは知らねえもんだから俺は随分探し回ったそしてやっとの思いで見つけた自分には今度は野崎さんおめえの思い物になっているじゃねえか無抵赦に触って見つけたらぶった切ってやろうと幾度後をつけたか知らないが いつも邪魔が入って取り逃がしてばかりいるんだそうこうするうちにちっとばかり持っていた元手をすっかり取られてしまうバクチでよお蝶はなかなか取り戻すことができねえそのほかにもいろいろ尺に触ることがあったね俺はつくづく世の中が嫌になっちまったってわけよ それにつけて思い出すのはボートで生き残った荷主の旦那だあの自分はまだウでそこまで気がつかなかったけれどあいつをいたぶりゃちっとはまとまった金になるってところへ気がついたんだそこでまあ手紙を出してみたりひどく面をして旅をしてみたりいろいろ探したのだが 元の店は人手に渡っちまってどこへ行ったのだか皆目行くえがわからねえそれから随分苦労をしたもんだこんな山奥へ来ているた気がつかねえやねえだがとうとうもみやまホテルてえものを突き止めて早速無心情を出すと半の字言い分どおり為替が届いたじゃねえか やっこさん、例の一件のバレるのをそれほど恐れていたんだね。さあ、もうおしめたもんだ。この分なら腕次第でいくらでも引き出すことができるって見込みがついたもんだから、送ってもらった金でもって身なりをこしらえると、俺はその足でこのホテルへやってきたものさ。すると、親父め。 おべっかに違いねえけれど、懐かしいとか、なるべく長く登竜してくれとか、うまいことを言うものだから、俺もいい気になって、自分の女房を親父めに殺されたとも知らねえで、のんべんだらりと滞在していたんだ。そりゃもう、そうに決まってる。俺のにらんだ目に狂いはねえはずだ。それが証拠にはね 俺お前たちも見てるだろうあの親父の部屋に飾っている壺だ瓶詰めだ俺はあの中のものを食わされてこいつは雨えなんて世辞を言っていたんだが今になって考えてみるとあれはどうも当たり前の食い物じゃねえ塩漬けなんだがね てっきりそれに違いはねえのだ俺はひょっとしたら俺の女房の肉を食らっていたのかもしれないのだそれにはこういうこともあるんだあの底なし沼でねあそこで死んだものはお嬢一人じゃねえその前にもみやまほたるが立ったから二人も死んだやつがある しかもそれが一人は祈とう一人はお相撲だどっちも親父にゃよだれの垂れそうな代物じゃねえかまだまだそればっかりではないのだこのこのね親父の神さんてえのが実はキング類でねえ何にも言わねえが子守歌だけは覚えていた それが噂によるとあの前の別荘でね赤ん坊をたびたび産んでは死なせ産んでは死なせしたのだそうだつまるところ赤ん坊いとしさに気が触れたてえわけなんだところがね親しめそんなことはお首にも出さねえ出さねえはずだ やは妙にあの別荘を嫌って、前からあそこへはすまねえということだし、かみさんの子守唄を嫌うこともおびただしいのだ。ねどうだね。これであの親父がどんなに恐ろしい認知症だかってことが、わかろうというものじゃねえか。さすが悪事になれた善か者だけあって、 振道の推理はいちいち趣向すべきものであった野崎と上村とはしかしそれが真っ暗闇の中から機械の声のように響いてきたというその不思議な事情のためにそれからまた最前味わった人外境の経験のために多少刺激に慣れてしまった形で恐怖を恐怖と感じえず振道の旋律すべき想像がまるで「 世間普通の取るにも足らぬ出来事のようにさえ思いなされるのであったいわばそれは闇に住む魚類が視覚を失うと同じ理由で恐怖に対する不寛状態に陥ったものに他ならぬのだその彼ら自身の不寛状態そのものが考えてみれば他のいかなる恐怖にも増して この上もなく戦慄すべきものであったそれはともかくもし神道の推理が当たっているとすればもみ山ホテルの主人こそは世にも比類なき大悪魔と言わねばならぬ野崎三郎が神道の説を補って想像を巡らしたところによるとこの山奥へ温泉旅館を建てたということもそこへ異様なトルク風呂をこしらえ 彼自ら三助を務めたということも彼が底なし沼の伝説を強調したということも何か古い抜け穴を発見してそれを彼の資質の下から底なし沼の森への通路に利用していたことも全て彼の恐るべき病壁を裏書きするものに他ならぬのであった。おそらく彼は、 赤道下の太陽上で経験した甘美にして猛烈なるものの怖悪を忘れかねたのであろう一つにはまた彼は生まれながらにしてそうした変態的味覚の所有者であったのだろうそしてそのたった一度の経験に彼は身も魂も解けるような不可思議な陶酔を味わったのに違いないそれから これはあまりに思い過ごした推理かもしれないけれど彼は足立ヶ原の鬼婆のように油の少ない胎児の死体をそれが彼にとっては最も手近でまた最も発覚の危険の少ないものであっただろうまず塩漬けにしたのかもしれないやがてそのようなものには飽き足らなくなってよく発達した 日本海のタイのように身の締まった犠牲者を物色しなければならなかったのであろうそれにはトルコ風呂という便利な手段を考案して彼はちょうど猫がネズミを食らう前に長い間さも楽しげにそれをもてあそぶように裸体の客たちをもてあそび最も魅力に富むものを犠牲者に選んだのであろう無論おちょうは その選ばれた一人であったに違いない野崎三郎は現に彼がお蝶の肉体をもてあそび「お立派な肉つき」と褒める言葉をさえ聞いたではないかそして犠牲者の行方不明を説明するためにはちょうど都合のよい「底なし沼」というものがあったのだ彼は多分 目指す犠牲者が沼の付近をさまようのを待ち構えて地下の抜け穴から奇妙な変装に身を包んで犠牲者の背後に近づきそれを引きつさらうと同時に沼の中に証拠の品を残してくる手段を取ったものであろうそれからもう一層推理をたくましゅうするならばあの森の中に落ちていた豆絞りの手ぬぐいにしてもおそらくは彼が。 彼にとっても邪魔者であるところの神道を罪に落とすために神道の所持品を盗み出して現場に残しておいたものではないだろうかそれは野崎たちがちょうど神道を疑っていた際なので一倍有力な証拠品になると考えてやったことかもしれないのだそして彼ら3人がこの洞窟に閉じ込められたのは言うまでもなく その悪事が露見しそうになったからだ帰ると思った野崎が容易に帰ろうとはしなかった新道という恐ろしい相手までが同時に現れたそこへ素人探偵の植村がやってきたのだ彼として危険を感じないわけにはいかなかったのであろうしかもその野崎と新道とがそろいもそろって なきお蝶と特別の関係を結んでいたことさえ分かってきたのであるさらにもっといけないのは彼が密室へ監禁しておいたキングぐるい女房までが野崎の目に触れたのだそしてあの時などは森の中で彼女と野崎とが言葉を交わしそうにさえなったものだから彼は意を決してとうとう 自分の女房をくびり殺し、その死骸を洞窟の奥へ捨てておいたものに違いないのであるだがそれにしても食人鬼は彼ら3人を洞窟に閉じ込めて暗漢とまたあの不思議な営業を続けているのだろうか彼はそれほどまでに大胆な男であろうかそこまで考えると 野崎の目の前には暗闇の中にあの太っちょうのハゲ頭の油ぶぎったヘラヘラ笑いが数日前までは好意を持っていた男だけに幾双倍の不快な映像となって現れてくるのであった三十一。だが それらの真相を押し量ることができたところで、たとえ振動の推理が一部の隙もない正確なものであったところで彼ら3人の運命には何らの変化を与えはせぬのだ闇と腐れ肉と抱きすべき畜生堂とそして使徒があるばかりだもう一度出口を探してみようか。 やっと元気づいた上村喜八が沈黙に耐えかねて未練らしく言い出したバカなあれだけ探し回ったじゃないか今更このヒョロヒョロの体でたとえ出られそうな箇所が見つかったとしてもどう働けるものかそいつはまだダメだねこの穴は岩ばっかりでできているのだ 人間ののこしらええたものじゃねえ自然天然でできた穴だからどうあがいてみたところで無駄だろうよ野崎と新道とは口々に植村の提案を一生に付しただがそう言いながら人間の未練というものは恐ろしい彼らもまた立ち上がって大切なマッチを使い尽くしてしまったので ただ闇の中を手探りで歩くほかはないのだがそれでも何か出口を探すような仕草を始めるのであった無論そんなことが何の光明をもたらそう道理はない3人はしばらく暗中模索を続けているうちにじきに疲労してしまい肉体の疲労に精神の絶望が伴いまたもや空洞の中に。 自由勝手な寝相でもって泥のように横たわるほかはなかったのであるそうしていれば空腹はまた容赦なく襲ってくるしかしその空腹が彼らを狂気させてしまうまではどう考えても闇の中をその方へ探り寄って畜生堂の振る舞いを繰り返す気にはなれないのだ 少しでも普通人の意識が残っている間は不気味なばかりでなくそのへんてこなにおいを嗅いだだけでもおう吐を催すようでそばへ寄ることさえもはばかられるのだそれからそんな状態で闇と沈黙の時が幾時間あるいは何日間続いたことであろう彼らは命名 ほとんどすべての時間をこんこんとして眠りふと気が付いては物憂い調子でボソボソと言葉を交わし空腹がある程度起こした時はなるべく音を立てないように恥ずかしそうにかの不肉の方へはいよるのであった不思議なことには穴の外では急敵のようににらみ合っていた神道と他二人とは今ではお互いに 非常な親しみを感じ合っていたことに進藤と野崎とは共通の愛人が人手にかかったことその下手人が彼らを生き埋めにしたホテルの主人であることなどから不思議な共感を抱きお互いにお蝶の名を呼びお蝶の噂をし合ってせめてもの心やりをしているのだった彼らはおのおの闇の中にお蝶の幻覚を描き 彼女の声をさえ聞いていたそしてそのお蝶のなまめかしい姿があるいはその華やかな声がお互いの相手の顔や声と入り交じって例えば野崎の目には進藤とお蝶が重なり合いもつれ合って映るといった具合なのだその何とも言えぬ妙な感じがお互いに敵意を抱かせないでかえって友愛の情を 不可思議な懐かしさを覚えさせるのであったしかしそのような状態はいつまでも続くわけではなかった彼らの舌を濡らすものがそれの最後の一辺まで尽きてしまうとまたしても恐ろしいガキ道の苦しみが最初の時よりは一層猛烈な勢いで彼らに襲いかかるのだった今度は 三人が三人ともいいを上げななではいられなかった真っ暗闇に途牛状のような阿弥陶感が響き彼らは3匹の芋牛のように空洞の中をのたうち回ったせめてこの叫び声がホテルの部屋まで届けかしと敵ながらホテルの主人の救いを求めるほかにはせんすべもないのであった。 野くん苦しい助けてくれふと聞くと上村の今までのうなり声とは違った一種異様な叫びが聞こえてきたそれが今にも死にそうにひどく悲痛なものに感じられたので野崎三郎は苦しい中をやっとの思いで声のそばまでたどり着き探ってみると 1一人ではなくてそこには2人の人物が笛のように呼吸を弾ませて一言も物を言わないで恐ろしい取っ組み合いをしているのだったなおも探ってみると下敷きになっているのは上村喜八上に馬乗りになって両手で上村の喉首を押さえつけているのは進藤に違いなかった進藤どうしたんだ 野崎はカラカラに乾いた声でやっと叫んだしかし返事はなく沈黙の闘争は死に物狂いに続いている何故の闘争なのかこの場合言わずと知れきっている振動が上に耐えかねて上村を第二の犠牲者にしようと全力を傾けて戦っているのだ 彼はついに最後の重心をさらけ出してしまったのだ野崎はふと「新道を助けて上村を餌食にしようかと」とまるで虫けらの弱肉強食にも似た恐ろしい考えを抱いたが立然として思い返して苦痛を忍びながら新道の手を上村の首から離そうと努力しただが 畜生になりきった新道の腕力は到底彼の及ぶところではない食いついてみたりひっかいてみたりできるだけのことを試みたけれど新道の手首はまるで聖堂のように干し固まってしまってびくとも動くことはできないもしその時ちょうど折りよく空洞の天井の落とし蓋に不思議な変化が起こらなかったならば上村は ついにくびり殺されていたに違いないのである不思議というのは天井の石の蓋の糸ほどの隙間から真っ赤なそれは彼らがかつて見たこともないような異様な赤さであった光がちらちらとさし込んで道内を薄ぼんやりと明るくしたことであるそしてその光は 明滅しながら、長い間ほとんど五六時間の間も石蓋の隙間を照らしていた気のせいか地響きのような気味の悪い物音が絶えず聞こえ時々はまるで空洞の天井が崩れるかと思うほど大振動さえ感じるのであったこの異変にはさすがの振動もよほど驚いたと見えて思わず上村から手を離した そのの様が赤い光ででぼんやりと識別できるのだ。すると上村は猫のアギトを逃れた小ネズミのようにそのような際にもかかわらず不思議な素早さで森に通ずる細道の方へ一目散に駆け込むのであった神道は異様な光り物に一節なためらっていたけれどもそのようなことよりも上に狂った獣の方が勝ちを占め 逃げた上村を追おうともせず今度は野崎に飛びかかってくる野崎は辛くも体をかわして彼もまた人力以上の素早さで空洞の中をあちらこちらと逃げ回る苦痛と恐怖の入り混じった大恐官が空洞の丸天井を震撼させるのだそして上部からは真っ赤な得体の知れぬ火口をそれに混じって 薄い煙が雨のように流れ込み時々は百雷の大音響大震動、天地解明の悪夢にうなされる感じであった三十二。身も心も解けるような快感に浸っていた野崎三郎は厚い綿を隔てた向こう側から雷のような音響と 地震のような振動が彼の甘美な眠りを揺すり起こすように感じていつとなく意識を回復していた彼は現在の位置と時間の関係を思い出すために赤ん坊がはうほどののろさで非常に長い間もどかしい思考を続けたしかしついに彼が死の眠りに入る直前までの経路がはっきりと心によみがえってきた 上村と新道と彼とはもみ山ホテルの親父のために地下の洞窟に閉じ込められあらゆる闘争の末に飢餓と疲労に倒れたのであったでは俺は一度死んでいたのだだが何の因果でまた生き返ったのかあの溶けるような死の快感を何者が覚ましたのであろう それにしてもとう傍らを見れば彼は最前からもものところに妙な重さを感じていたのだがそこに彼につかみかかった姿のまま開館・進藤の死骸が折り重なっていたそして森の方への細い通路の入り口のところには上村がくびれた腹部を上にして みじめにたれてい不うかよみがえったのは三郎一人であることが分かった目の前からモヤのようなものがだんだんと晴れていくのに従っていろいろなことが分かってきた彼はほかの二人が全く死んでしまったかどうかを改めるためにほとんど無感覚になったお柄のような体を引きずってその辺をはい回っていたがふと気がついたのは 真っ暗なはずの洞窟内がそうして死体を調べることができるほど明るくなっていることだったそれが妙に彼をハッとさせた無意識のうちにある光明を感じたのだ不可能なことが可能になったような戸惑いをしたようなへんてこな感じだったやがてその薄明かりの原因が分かった 洞窟の高い天井の揚げ蓋がいつの間にか取り去られてその四角な穴から光線が入ってくるのだが不思議なことにはその上にホテルの建物があるはずなのがそんな障害物は何もなくてそこからすぐ青空が見えていることだったもっともこの青空というのは後で分かったので 最初はネズミ色の空間にちらちら星が瞬いているので夜だとばかり思っていたのが実は昼間の青空であった深い地の底から空を見るときは昼間でも星が見えるものだが三郎はしばらくはそれに気がつかなかったのだその次に三郎の注意を引いたのは彼が倒れていたすぐそばに地上にめり込んでいる四角な石の板であった 考えてみる間もなくそれが天井の穴の上げ蓋に違いないどういうわけでか穴を外れて落ちてきたのだ三郎を蘇生させたさっきの音響と地響きはこの石の板の落下によって起こったものであろうかだが天井の蓋が取れたところで今さらどう助かる見込みがあるわけではないのにそれにもかかわらず そこからしむ三郎の心は疲労のどん底で不思議と明るくなった諦め果てていた地上の生活がそれのさまざまな楽しさが彼の心によみがえってきた一度死を経験したものは決して二度と死ぬ気になれないという言い伝えを彼は身をもって味わった。 もしそうでなかったら絶望のあまり今度は舌を噛んで自殺していたかもしれないだが彼はそんなことを考える暇に恐ろしい本能だ彼の爪と剣士とはほとんど反射的に働いて一度覚えた人間の甘味を再びさっきまで仲間であった者の,の死骸によって味わっていたのだ そしてけだもののような目を光らせてひたすらこの窮地を脱する手段ばかりを探し求めるのであった彼が意識を失ってから痛死の落下によってよみがえるまでどれほどの時間を経過したか非常に長いようでもありまたほんの一節なの混沌であったようにも思われたがあとになってほとんど2日間 洞窟の底に倒れていたことが分かったそしてよみがえってから思考力を取り戻し化石した脈管五臓が活動を始めしびれきった手足に人並みの感覚が戻るまでにはたっぷり一日はかかった彼の恐るべき肉食獣の生活はその間続いたのだそしてよみがえってから 2日目の太陽が高く昇って洞窟内を赤々と照らす頃彼の思考力に素晴らしい飛躍が来たおそらく洞窟に閉じ込められた最初から彼の意識下に沈潜していた一つの考えが表面に具体的な姿を現したそれはちょうどいくら考えても解けなかった謎がふっと解けた感じだった天井の揚げ豚が取り去られたというちょっとしたきっかけが 不可能を可能能をにした円錐形の洞窟の高い頂点に小さな穴ができたところでどうよじ登る術もないのは分かりきっていただが彼には一見子供らしい別の考えが浮かんだのだ大声に救いを求めて穴の付近を通りすがる人の注意を呼ぶかそれはもちろん何回となく試みたのだけれど反応がなかったなんとなく 地上には人っ子一人いないのではないかと思われたもみ山ホテルも付近の小屋もすっかりなくなってしまったような異様な感じだった三郎はそれについてもある想像をめぐらすことができた穴の上にホテルの建物がなくてすぐ青空が見えていること地の底から感じられる地上のなんとなく空虚なひっそりした感じ それと彼が意識を失う直前に見た穴の隙間の血のような火口や白煙などを思い合わせるとその時地上には火災が起こって山中のわずかな建物を跡形もなく焼き尽くしてしまったのではないかと想像されたそれはともかく三郎にとってこの洞窟を抜け出すことが生死の問題であった彼はわずかな体力を回復すると っそれはいわば人力と物理力との彼の腕の力と重力との地味どろな闘争であった彼はまず残っている帯だとか地盤だとかを集めてそれを細く引き裂き太い縄を鳴い始めた2つの死骸からもあらゆる布類が剥ぎ取られ洞窟内に落ち散っていた繊維という繊維が集められた 一一尺でも一寸でもも寸長い縄が必要だった三郎は話に聞く脱獄衆のように想像以上の忍耐力を持ってほとんど一昼夜を費やして乏しい材料から一本の長々とした縄を作り上げた縄の先にはその辺に落ち散っていた生々しい人間の骨をくくりつけた 彼はそうしてその骨をはるか頭上の小さい穴に投げて穴の外の何かに縄の端を引っ掛けそれを伝って洞窟を抜け出そうとするのだ彼の腕力が縄の端にくくりつけられた骨をその高さまで投げうるかそしてちょうど穴を通り過ぎて穴の外の何者かに引っ掛けることができるかできないか それが彼の生死の分かれ道であった狂気のようなまり投げが始まった彼は以前には霊障の目で見ていた野球の選手を今は彼自身選手でなかったことを悔やみながら無様な格好でその真似をしなければならなかった彼は人生にこのような場面のあることをかつて夢にも想像しなかった このようなみじめなめものすごい丸投げがあろうとは身動きするたびに投げた縄の先が落ちてくるたびに恐ろしげなこだまの響く我らん堂の薄暗い空洞の底で小さな人間がちょうど蟻地獄に落ちた一匹の蟻のように哀れにももがいていたたとえ穴を抜け出すことができたところで 外も人気のない神山だ。自然の恐ろしさが独りぼっちの寂しさがひしひしと彼の身辺に迫ってくるのだ押し黙った大きな無生物の体内で泣いてもわめいても手応えのない半狂乱の独人相撲であったどんな猛獣毒蛇よりも手出しをしない大自然は恐ろしかった 心の底から込み上げてくる恐ろしさだった三郎は数時間の間この命がけの投げ縄にどんなに泣き出したい努力を費やしたことであろう投げても投げても素人投手の球は命の的を外れて育児なく元の地上へ落ちてきたわずか一寸の違いで穴に達しなかった時 それからまた数時間同じことを繰り返した後でやっと縄の端が穴の外へ出たかと思うと引っかかるものがなくてそのままズルズルと落ちてきた時彼は幾度心臓の鼓動も止まる思いをしたことであろうだがついに投げ縄を始めてから2日目の夕方彼の果てしなき努力は報いられた なわの端は穴の外にしっかりと止まったのだ凶きした三郎はいきなり命の縄にすがりつくと恐ろしい勢いで登り始めた1軒2は初めの間は彼の体がみるみる地底を離れていったしかし縄の中途まで登ると疲労した腕が言うことを聞かなくなった「たぐってもたぐっても」 指は同じところを握っていた。そしてやがてそれにも耐えなくなるとズルズルといつしか彼は元の地底に落ちていた休んでは登り休んでは登り悲惨な努力が続けられた両の手のひらはすり破れて血みどろになり全身くっしょりの油汗にまみれていた死の恐怖が。 ただ死の恐怖のみがこの不可能に近い事業を成し遂げさせた間もなくもみくちゃの紙くずのようになった彼の体が穴の外のホテルの焼け跡の灰の中にぐったりと横たわっていた三十三 その翌朝朝露に目覚めて三郎はやっと灰の中から起き上がったそして幽霊のように公領たるホテルの焼け跡をさまよった彼の想像に違わずもみ山ホテルをはじめ付近の小屋などすっかり焼き払われ燃え残りの木材もすでに取り片付けが済んだ模様で万山の青葉の中にほう一丁ばかり醜い灰色の空き地が残っていた むろんその辺に人の影もなかった三郎は夢に夢みる思いだったすべての状況があまりにも唐突で怪奇でもしそれが彼自身の経験でなかったなら到底事実とは信じられないほどであった木々の若葉はそよ風にそよぎ谷間のせせらぎ小鳥の鳴き声べてのどかな春の山であっただが三郎は 蘇生した喜びもさることながら数日にわたる暗黒地獄の異様な後味のためにこの世の春をそのまま楽しむことはできなかったそれのみかかえってあの恐ろしい地底の世界に在業の暗闇にある甘い郷愁を感じ始めてさえいた彼は呆然としてそこに佇たずんでいた やに庭に駆け出したいような気持ちの一方ではどこを目当てに行けばよいのか方角さえ定めかねた第一、土まみれの体にはほとんど一芝をもまとっていないのだ彼はまず腰に当てるためにその辺の木の葉を集めなければならなかったちょうどその時彼は森の方から見覚えのある付近の炭焼き小屋の156になる少年が歌いながら出てくるのを見つけた 隠れたものか、呼びかけて様子を尋ねたものかと迷ううちに少年の方で早くも彼の異様な姿に気づき突然立ち止まって何か恐ろしい獣にでも出会ったように恐怖の眼差しでこちらを見つめていた「驚くことはない俺だよ」「三郎は仕方なく手招きをしてみせた」「俺だよ」「ホテルに泊まっていた絵描きだよ」 そういえば見知り腰の相手にはわかるはずであったが少年はどうしたことかますます尻込みしながらホテルに泊まっていた絵描きならやけ死んだじゃねえかわかりにくい言葉でおずおず言うのだやけ死んだって現にこうして生きているじゃないかお前俺を知ってるだろう知らねえや知らねえや 三郎はふとあることに思い当たった数日にわたる地獄の苦しみ死の恐怖が彼の騒音をまるで変えてしまったのかもしれないのだ劇場のために一夜にして白髪の鬼となった話も聞いている自分では見えぬけれど目は落ちくぼみ顔には定めし死人のようなしわも刻まれたことであろう手も足も全身どこに一つ 以前の野崎三郎の面影はないのであろう人間越しの少年を引き止め彼が決して怪しいものではないことをのみ込ませそれからホテルの火災の顛末を聞き出すまでには彼は非常な手数をかけなければならなかったがその結果実に驚くべき事実が判明した少年の言うところを総合すると原因はよくわからぬけれどともかく ホテルの内部から火を発して折からの強風に付近の建物を残りなく焼き払ったホテルの召使い泊まり客をはじめ付近の人々は皆助かった中に4人だけ行方不明のものがあったホテルの主人野崎三郎上村喜八新藤そしてちょうどその人数に一致する白骨が ホテルの焼け跡から発見されたので村人は無論警察でも彼らだけが逃げ遅れて不幸な最期を遂げたものと信じているというのであっただがホテルの主人を除いた後の3人が焼け死んでいないことは確かであるしかも行方不明者が他になかったとするとそれは辻褄の合わぬ話だ3つの白骨はどこから来たのか そのようなな論理をたどるまでもなく少年の口から4人の他は皆助かっていると聞くとすぐさま三郎の頭をある記憶が横切った穴の底で振動がいぶかしげに物語った白骨の謎を思い浮かべたホテルの主人が洞窟の揚げ蓋を持ち上げて戸惑いした振動を驚かせた時彼はいくつかの骸骨を抱えていた それが何を意味したのか語る新動も聞く三郎たちもまるでわからなかったがその謎が今解けたのだホテルの主人の恐るべき食人鬼は彼の旧枠を知っている新動に呼びやかされ野崎三郎からはお嬢殺しの疑惑を被りその上素人探偵の上村まで落ち合って 彼ら三人の間に何かしら連絡さえある様子を見てはもうじっと落ち着いてはいられなかった彼は何気なく装いながら絶えず三人の行動を監視した底なし沼の森の中に三郎と上村の話を立ち聞きしたのも無論そのためであったがそれを三郎たちに発見されるに至って彼はついに最後の決心を固めたのだ この3人と一緒に彼の恐ろしい秘密を永久に地の底深く閉じ込めてしまうことをホテルの建物を焼いたのも同じく証拠隠滅の手段であった同時に焼け跡には彼自身と穴埋めにした3人とに一致する骸骨それは皆彼の不幸な餌食どもの骨なのだを用意して 彼らの消失について何らの疑いを残さぬ方法をとったそして食人鬼自身は言うまでもなくいずれかえ姿を隠しているものに違いない三郎はすぐにこれだけのことを推察したホテルの主人がまだどこかに生きているという見込みが彼を元気づけたホテルの主人さえ見つかれば彼の愛人お蝶の生死は確かめられる もし殺されていたとすれば存分敵討ちもできるわけだ三郎は差し詰めそれをホテルの主人を探して歩くことを生きがいにしなければならないのかだがそうして炭焼きの少年と立ち話をしている間に三郎の心に妙な感情が動き始めた最初のほどそれは何か肉体的なむずがゆさのようなものであったが ふと気がぞっと,としたことには彼の目は最前から相手のあらわな毛束の辺りに釘付けにされているのだそこには狐色のゴムまりのように弾力のある豊かな肉がムクムクと動いていた三郎はその皮膚から立ち上る一種の好奇をさえ感じた ともすればわしの爪のようにねじ曲がった彼の指は少年の細首を締めつけそうになったおら用事があるだから少年は三郎の着ぐるいめいた行師に恐れをおらしてやっとそれだけ言い訳をすると逃げるように彼の前を立ち去った三郎の足はあさましくもほとんど反射的に少年の後を追いそうにしたが 彼の自精心が生ワツを飲み込み飲み込み危うくそれを引き止めた我らの主人公野崎三郎は読者も知るごとく生来異常な思考の持ち主であった異性に対してもあるいは食欲についても並々ならぬ編出者であったそれゆえこの新しく彼を捉えた人肉に対する欲望もひょっとしたらもともと彼の体内に そうした法華が,があったのかもしれないそれが洞窟内の恐ろしい経験によってにわかに勢いをたくましくし始めたのかもしれない彼は焼け跡に立ち尽くしたままいつまでも動かなかった今つ募るお蝶への死母ホテルの主人に対する憎悪あさましくも骨ばかりになった植村喜八のこと 神道のこと、そして「戦立すべき人肉志向の事実」「それらの智味猛烈が彼の心中に巴のごとく入り乱れたいつしか夕闇がこの新しき食人鬼を包み始めた」「彼は山中の廃墟にただ一人」 野崎三郎とは全く別人かと見えるすさまじい競争を持っていつまでもいつまでも化石したもののように立ち尽くしていた三十四もや山ホテルから底なし沼の辺りを過ぎ暗闇の森を奥へ奥へと進めば三里の県道を経て H という山中の小部落に出るそこには山腹に小さな盆地があって痩せた高地の間に太古のような人家がぽつりぽつりと立っているのだがその盆地へ降りる少し手前の密林の中に物語にでもありそうな荒れ果てた山寺が見える近隣の部落の仏どもを葬るのであろう三問本堂の後輩に比べて 外場だけは新しいのが2本3本と見えわずかに無重の寺でないことがわかる花筒には野生の草花1香の煙が細々と立ち上っているような日もないではないもみ山ホテルが焼失してからもう10日余りもたったある夜のことこの山寺の真っ暗な墓地の中で世にも奇怪なる出会いがあったそして そのまるでお話のような出会いの場面がやがてこの陰鬱な物語の大断言をなすわけなのだが山奥の寂しい小部落のことに寺院の夜は早かった四方の峰々に遮られ深い森林に隔てられ春ながら世間の夕暮れ時にここではもう星が美しいのだ 大地は黙々として直ちに大空の銀河獅子と相対していたその間にどんな生物も想像できないほど深山の夜は厳かに静かだったその闇の大自然の中にたった一つうごめくものがあった山寺に眠った墓石の間に闇が闇を生んだかのように黒く動いている それは他ならぬ我らの主人公野崎三郎の慣れの果てであった10日余りの間彼はホテルの主人を探し求めて山から山をさまよった焼け出された部落の人々ホテルの召使いたちを見つけ出しては訪ね駅の改札係などにも聞き合わせたけれど誰一人ホテルの主人を見かけたものはなかった。 ホテルから駅へは一本道で駅のそばにはちょっとした村落があるのだからその方へ出れば誰かの目につかぬはずはなく汽車の便を借りずには遠くに逃げ延びることもできない結局落人にとって最も安全な逃げ道は反対に山を奥へ奥へと進んでこの H ブラへ逃れそこから一番近い駅に出ることであった三郎は 総合の変わり果てたお幸いに何人にも素性を分かさず警察の力も借りずちょうど昔の敵討ちのように単身敵の後を追うことにしたそれには他人に事情を打ち明けようとすればどうしても洞窟内の秘密を暴露するほかはなく従って彼自身の忌まわしい罪が人もあろうに 友の肉を食らったという一大事が「東京の友人にまで知れ渡るに違いない」という恐ろしい引け目があったからだ彼はその悪魔の所業に異常な魅力を感じ始めていたのだがそれゆえにこそ身も世もあらぬ恥と恐れに打ちひしがれ以前からのジ人的な性癖が一層募り山奥へ山奥へと志したのも ホテルの主人に巡りあうためというよりはむしろ人目を逃れたい野獣の心からであったかもしれないのだ部落の人から恵まれたボロをまとい木の実や鳥獣の不肉にわずかに上をしのいで幾夜を山中に明かした彼はやっと H 部落までたどり着いた頃にはもはや人というよりはミイラに近い状態であった その肉体的苦痛に加えて彼の目の前には絶えずお蝶の幻があったアヘンの夢のように異常な大きさでお蝶の顔が銀色の産毛が真っ赤な唇が豊かなもの肉が彼の心をかき乱したそして恐ろしいのはそれが単に恋人を懐かしむ感情ばかりではなく その他にお蝶に対してすらも今はあの忌まわしい食欲を覚え始めたことであったそればかりか旧敵のホテルの主人を思い浮かべる時にさえともすれば同じ食欲が伴った彼はもはや食人気になり果てたのであろうかそれゆえ 彼が H 部落にたどり着いた時まず彼の注意を引いたものはあさましくも山寺の墓場に立つまだ新しい外場であったその下に青ざめてぶよぶよした日階を想像すると悩ましさに耐えかねた鋭い爪で死体の皮膚を掻き裂く時の快感血にまみれてドロドロしたものを頬張った時の 名しがたい甘味。それらの記憶が彼を熱病患者のように打ち震わせたその夜彼は墓地に忍び込んだ言うまでもなく新しい墓を暴いて腐肉を食らわんがためである彼はもう人間ではなかった野獣の心がすべての東念を覆い隠してしまった道具もなく 疲労しきった腕で柔らかい土を掘るのも容易ではなかったでも人肉がきの執念が目的を達するまでは仕事を辞めさせないのだ炭のような闇の中で彼は目に見えぬ魔物のように音もなく働き続けただ,だが彼がやっと半分も掘り進んだ自分に思いがけぬ障害が起こった れののに、もうつしかもその黒影はまるで三郎自身の陰ででもあるように同じ墓地を向こう側から掘り始めていたではないか三郎は悪夢のような恐ろしさに汗びっしょりになって思わず片江の石碑の影に身を隠してじっと相手の様子をうかがった。 闇の中に闇が動いているのだから無論相手が何者であるかわからないただそれが彼自身の陰でない証拠には彼がその場を立ち退いても相手はやっぱり墓掘りの仕事を続けているのだ激しい恐怖が徐々に和らぐと妙なことだがお芝居を見ているような客観的な気持ちが来た彼はいつの間にか、 その黒影の一挙一動をある興味を持って眺めるほど余裕ができていた相手は闇の中にそのような観察者がいようなどとは少しも悟らずせっせと桑を動かしていたがやがてふと何かに気づいたように低い声で「はてな」とつぶやいた言うまでもなく 彼はすでに何者かが同じ墓を掘り返していることを発見したのだだが三郎はそんなことよりも妙に聞き覚えのある相手の声に飛び上がるほど驚かされたその異様な柔らかみを帯びた調子は彼がこの数日来探し求めていたもみ山ホテルの主人に違いないのだそう思ってみれば 黒影の嫌に声太った様子といい荒々しい鼻息の音といいすべてその人の特徴に一致していた闇の中にほんのり浮き出している相手の顔も見つめていると写真のピントを合わせるように癖のある薄い眉細い目布団のようにあぶぎった唇までまざまざと見えてくるのだ三郎は 逃げ出しかしい,いきなり飛びかかっていこうかそれとも大声にどなりつけようかとつおいつ考えているうちに彼の意志に反してあるいは意識下のお芝居っけがさせた技であったが彼はすっくと立ち上がるとよろよろと相手に近づいていったそして 顔と顔とが一尺ばかりの距離まで接近した時落ち着いた低い声でさも何気なく「こんばんは」と呼びかけた相手の驚きは言うまでもなかった彼はしばらくの間棒立ちになったまましばらくこちらを見つめていた「誰だ」やっとしてから震え声が応じた 僕だよ。野崎三郎だよサブローの声はニコニコ笑っているような調子だった闇の中にぼんやりと浮き出した2つのほのじろい顔がかなりの時間黙々として相対していた分かったかい三郎がもう一度ささやいた君の落とし穴を抜け出したんだ そして今まで君を探していたんだ。それでも相手はまだしばらくの間信用できないらしく何か考えていたがやっとしてから妙に平気な調子で問い返した「敵討ちをしよう」ってわけかねだが振道のやつはどうしたんです君が殺したたんだ。助かったのは、 俺一人なんだよ。彼らはこの問答をまるでつまらない日常会話のように無感覚な低い声で取り交わしていた。お前さんはそれじゃあ神道のやつから何か聞いているんだね。そうだよ。君の悪事をすっかり聞いてしまったわけなんだよ。ははははは。 食人鬼は不気味に気のない笑い方をした。で、お前さん、俺をどうしようって言うんですね。お蝶のことが聞きたいのだ。お蝶を返してもらいたいのだよ。はっはっはっはできることなら、俺も返してあげたいよ。そう言ったまま。 相手の影奉仕はまたクワを動かし始めた。そして何かの言葉の余韻のような曖昧な調子で付け加えた。だが今お前さんはここで何をしていたんだね。お前さんにしたってあまり大きな口は聞けそうもないね。それからまた長い沈黙が来た。 暗闇の中に桑の葉が土を噛む音ばかり陰鬱に響いたおお前さんも、蝶のの体が忘れられらないのだね。しばらくすると相手はふと掘る手をやめてため息交じりに言うのであったあいつはまあなんて不思議なけだものだ。 蛇のように物静かで、君が悪くて、それでまた蛇のように人を引きつける。お前さんにしろ、俺にしろ、あの悪魔に見入られたのかもしれないね。すると、お察しのとおり、あの女は底なし沼なんかで死んだのじゃない。 神道のやつを死ぬほど怖がっていたもんだから、しばらくホテルの地下室にかくまってやったのだよ。そして、毎日飯を運んでやっている間に、俺はあいつをお前さんに返すのが嫌になってしまった。女の方でもねえ。<laughs> には、お前さんなんかよりは俺の方がよっぽどいいって言ってたよ。わかるだろうね、お前さんにはお蝶のへんてこれんな好みが。私はこの年になるがあんな不思議な女を知らない。お恥ずかしいことだが私は。 あの女がいないじゃ一日だって暮らせないほどになってしまったお前さんたちを生き埋めにしたのも大事なホテルの建物を焼き払ってしまったのもみんなあの女のためなんだするとまあさしまいまでお聞きなさいすると お蝶はまだ生きているのかいっていうのでしょう。ところがね、二人でホテルを逃げ出して、山の中をうろついている間に、あの女はひどい熱病にかかって、手当ての暇もなく、やっとこの村へたどり着くかつかないかに、死んでしまった。 野崎さん、私の心持ちを察してください。虫のいい話だが、お前さんならよく察してくれると思うのですよ。すると、そうです。この土の下に眠っているのが、私たちのお蝶です。野崎さん。 俺はお前さんの女を盗んだ上にとうとうこんなにしてしまったそればかりじゃない生き埋めの恨みもあるだろう私はお前さんの存分になりましょうお蝶が死んでしまえばもうこの世に未練はないそれに どうせ助からない体だ。あさましい畜生道の苦しみを続けるよりは、お蝶の身寄りのお前さんの手にかかって死ねば本望だ。だがね、その前にたった一つ頼みがある。どうか、お蝶の死骸だけは私にください。 わしの自由にさせてください。ねえ、野崎さん。わしの最後のお頼みだ。闇の中で、真っ赤な厚い唇がパクパク動いて、そこから低いさえつけるような声が一生懸命の調子で響いていた。サブローは相手を憎む気になれなかった。 かえって妙な言い方だがみだらがわしき同情を感じた同描者に対する憎悪と同感とが交錯してある時はこの相手にへんてこな肉体的の誘惑を感じさえしたしかしこの墓地に眠っている仏が果たしてお蝶だとするとそれを相手に与えてしまうことはどうあっても嫌だったせめて死骸だけは。 彼自身が独占したかった。かっそれはいけないお蝶は最初から俺のものだ死骸だと言って君の自由にさせるわけにはいかぬそれは私のものだ <laughs> だがだがその代わりに今までの恨みはすっかり忘れてあげようすべての罪を 帳消しにしにてあげよう僕さえ沈黙を守っていれば君の体は安全なのだ君がまだ生きていようなどとは誰一人知っているはずはない君はどこへでも行って長い老い先を暮らすがいいのだだがお前さんはお蝶の体を一体どうするつもりなんだれ 死骸に何の用があるのだねそれはこっちで聞くことだ君こそ何のためにお蝶の死骸が欲しいのだねいつの間にか2人は言ってはならぬことを口にしていた暗闇と山中の脆弱が彼らをむちにしたのであるか彼らの間には じにの雲が出たのか空には星も見えず彼らの低い会話を縫うようにして暖かい風がおどろおどろと吹きすぎた森の奥からは気味の悪い鳥の声が「ほうほう」と聞こえていた。 その翌朝部落の人々は前代未聞の珍事を見た村中がひっくり返るような騒ぎでお寺の墓地は黒山の人だかりであった他国者の若い女の墓が暴かれてそのそばに女の連れであったビール樽のように太った男が血みどろになって倒れ一方の大樹の枝には 柄のように痩せ細った男が首をくくって長くなっていた不思議なのは太った男の死にざまであった彼はまるで狼にでも食われたように喉首を無残にかみ砕かれていたそしてよく調べていくと若い女の死骸の胸が引き裂かれて その心臓がなくなってしまっていることが分かった首をくくっている痩せた男は口から胸にかけて恐ろしい血のりだっただらりと垂れた大きな舌にはおびただしい結界が朝日を受けて金色に輝いていた。